椿姫女アレキサンダー・ジョマの霊質によってその名を普及にされた椿姫マルゲリート・ゴーチェはその窮帽のどん底において最後の息を引き取る時にもなお一貫のマノン・レスコを彼女の手から離さなかったこの一所こそ彼女の悲しい恋の 片身であり「その最後を勇気づけた福音書であったからである」「まことにこの二つの傑作にこそは互いに結んで離れない深い陰影がある」「もちろんマノン・レスコーがなくても椿姫は生まれたに違いないし椿姫がなくともマノン・レスコーはその交際を放ったに違いないが」 しかしその感銘と交際が現にあるがごときものであり得たかどうかは十分疑問でなければならない。エドモンド・ゴスの語るところによると椿姫の物語は大体その頃パリに住んでいた一夫人アルファン・サン・ブレッシュの事実団だということである。ことに彼女がある温泉場で 不思議な老紅爵に見初められた物語などは当時すでにパリの社交界の話題になっていたそうであるただ最後に父の要求でアルマンドへの愛を犠牲にするくだりだけは作者の創作であるらしいおそらく作者は彼女を愛した境遇に置いたらばという過程によって一層強い刺激をその創作に受けたものに違いない なお、ジュール・ジャナンの語るところによると、我がアルフォン・サン・プレッシュと呼ばれる女は、残念ながら、椿の花の愛好者ではなかったそうである。してみるとこれも作者の創作に違いない。しかし我がマルグレイト・ゴーツェ城からあの椿の花の彩りを覗いたとき、彼女はどんな女として、 我々の目に残っただろうか少なくともモンバルトル墓地の大理石には椿の花輪が刻まれなかっただろうし全世界の子女から椿の花束を捧げられる栄誉にもよく知えなかったことは確かである。事実彼女の名を不及にしたものはその哀えんな身の上話とともに また彼女のの好んだと言われるる。椿の花である彼女こそ椿姫でなければならない桜姫であっても白蘭姫であってもならないただ一人である椿の花が愛される限り彼女は全人類の愛人でなければならない作者はここにその雅量的天性の妙を誇るべきである 昭和4年6月役者久米正雄椿姫1一国の国語を語るにはその国語を十分に知ってなければならないようにいろいろな作中人物を作り上げるためには長い間の人間研究が必要である。 ところが私はまだ作中人物を創作できるほどの老人でない。従って私はただ事実のままを物語るだけで満足しなければならないが、幸いにこの物語に出てくる人物たちは、その女主人公を除いては全部まだ生きている人たちであるから、その人たちによってこの物語の真偽を確かめることを、 読者にお願いでできるるわけであるしかもこの事実の大部分を目撃した人は現に皆パリにいるわけであるから私の証明が不十分である場合にはその人たちを訪ねて行って確かめてもらうこともできるのである。しかしある特別な事情のおかげでこの物語を書きうる人間は私のほかにはいないのである。 というのはこの物語を面白くさせ完成させるに必要な結末の一節を書き得るものは私のほかにいないからである。この結末の事情をどうして私が知るようになったかそれをまずここに書こう。1847年の3月12日のこと私はラフット街の街上で 家具骨董の売り立てを広告している一枚の大きい黄色い張り紙を見たのである。その売り立ては、その持ち主が死んだために行われるのだということで、その持ち主の名前は書いてなかったが、16日の12時から6時までの間に、タ単街9番で行われるというのである。その家具や部屋を見たいものは、 十三十四の両日に来いということもそのり札に書いてあった私は非常な骨董好きであったからこのり札を見るとすぐ「買う買わない」は別としてとにかく見るだけでもいいから行ってみようと思ったそして翌日ダンタン街のに行ってみたそれはまだ朝の早いうちだったが一段の男女がすでに押しかけていた その婦人たちはみんなカシミヤだの、ビロードだのを着て表に馬車を待たせておくような連中であったが目に入るものの贅沢さには一様に目を見張って驚いていた。なぜそんなに驚いたり惨憺したりしているのかはしかし私にもすぐ分かった。というのは多少注意して品物を見始めた時これがある おかっこいいものの家であったことが私にもすぐ分かったからである。実際この頃の社交婦人のここにいる連中が皆その社交婦人なのだが好んで見たがるものといえばお互いに馬車で泥水を跳ねかけ合いお互いに肩を並べてオペラや音楽会の座席を陣取り合いお互いにその美貌とダイヤモンドと不貧行と パリの街で見せびらかしているその仲間の家である実際この家の中には随分立派なものが多かった下んやブールゾーガンのコダンスのテーブルだのもあったしセーブル焼き品焼きの花瓶からセークスの肖像ス・ビロード・レース類に至るまで けてるもものは何もなかった。私は立派な婦人たちの後についてあちこちと部屋の中を歩き回ったちょうどペルシャの壁掛けをかけた一つの部屋のところに来たので彼らに続いて入ろうとするとほとんど入ったと同時に飛び出してきたその婦人たちが自分の好奇心を恥じるかのように微笑しているのを見た。 私はいよいよ見たくなって入ってみるとそれは彼女の化粧室で死んだ女の贅沢さを語るかのようにあらゆる化粧品がうずく積み重ねてあった壁に沿うて長さ6フィート幅3フィートばかりの大きなテーブルがあってその上にさまざまな宝石がギラギラと光っていたそれは実に素晴らしいものばかりで とても一人や二人の手で集められるようなものではなかった。しかし何といってもお囲い物の衣装室のことだから私も様で驚きはしなかったがさらに思細に見ていった私はこうした素晴らしい品物にいろいろ違った頭文字や冠文が彫りつけてあることを発見したのであった。私はその一つ一つに それぞれの色ごとがあるような気がして次々と見ていった。そして神がこの女を長く生き長らえさせる代わりにまだ若いうちに美と贅沢とに取り囲まれて死なせたことにむしろ慈悲がこもっていることを感じた。世の中に何が悲しいと言って罪深い人の老年ことに罪深い女の老年ほど悲しいものはないであろう。 彼女にはもう何の威厳もないし、誰からも帰り見られない。自分の犯してきた罪を悔いるというよりも、自分の計画の失敗したことを悔いたり、無駄金を使ったことを悔いたりするその永久の開魂ほど悲しいものはないのである。私の知っているある老女に、かつては玄人と呼ばれた女で、 その頃の頃美しさを忍ばせるほど美しい娘を持っている女が一人あるその娘に対して母親はかつて「お前は私の娘だと言ったことはないがただ私を養ってくれろ」とだけは命令するのである娘のルイズも母の言うままになって自分の意志も欲望も快楽も すべて捨てて平気で母親を養っているのである。早くから法を見慣れている上に絶えず病心であるその娘には善悪の観念がまるで消えてしまっている。私は彼女がほとんど毎日同じ時間にその母親と一緒に表通りを歩いていた姿を忘れないであろう。その頃私はまだ非常に若くて。 同楽もしかねない年頃であったがそれでもこの放らなばあさんの姿を見るとむらむらと軽蔑と援護の情がこみ上げてきたことを覚えている娘は無邪気と憂鬱とごっちゃにした諦めそのもののような顔をしていたある日その娘の顔色が変わってきた彼女は自分に子供ができるということを知って飛び上がって喜んだのである ルイズは走って行ってそれを母親に知らせたその時母親がどう言ったかまことに口にするさえ恥ずかしい話だが母親はその娘にこう言ったのだ自分たち二人でさえ食うや食わずでいるのに三人にもなったらどうするのだ無駄な子供を産むために寝たりすればそれだけ時間が損になる翌日 母親の友達だというサンバがルイズを訪ねてきたルイズはそれから23日床の中にいてからこれまでよりもさらに青く弱くなって起き上がったのであるそれから3ヶ月たってある男が彼女に同情していろいろと親切を尽くしてくれたがこの最後の打撃はあまりに強すぎたルイズはそのために死んだ 母親はまだ生きている。どんなにして生きているか、それは誰にもわからない。銀の化粧品類を眺めている間に、この物語が私の頭に帰ってきた。私は誰もいないのを幸いにしばらくそこに立って、そんなことを考えていた。実際そこには、見張りの男がどごちに立っているほかには誰もいないのであった。 私の様子で私が何かポケットに入れやしないかと心配しているらしいその男のところへ私は近づいていった。以前ここに住んでいた人の名前を伺いますでしょうか私が聞くとマルゲリーとゴージェ城です。私はその女の名前も顔も知っていた。え私はその男に言った。マルゲリーとゴーチェは亡くなったのですか さよでございます。いつ亡くなったでしょう。確かに3週間くらい前だったと思いますが。してなぜうちを見せているのでしょう。債権者が売れると思っているからです。下見をさせれば売れ行きも良くなりますからね。ではあの人には借金があったんですね。非常な借金です。それで売り上げて間に合うのでしょうか。 余るくらいでしょ余ったのは誰が取るのでしょうあの人の家族でしょあの人には家族があったのですかそうらしゅうございますねありがとう番人は私の様子に安心して帽子に触って出て行ったかわいそうに家に帰る時私は自分に言ったあれではきっと悲しい死に方をしたに違いない あの社会では金のある間が友達なのだからな。私は我にもなくマルゲリート・ゴーテの運命に憂鬱を感じ始めた。多くの人には唐突に思えるかもしれないが私はこの種の女には無限の同情を持っているのである。そしてそうした同情を弁解する必要はないと思うのである。ある日のことだ。 旅行免状を取りに府庁に行く途中で私は一人の貧乏ったらしい女が二人の警官に連れられて街路を歩いているのを見たことがあった何事が起こっていたのか私はまるで知らないがただその女がこれから別れねばならない生後二三ヶ月中ごに激しく泣きながら接吻していたことだけを知っているその日以来 私は見かけただけでは女を軽蔑することができなくなったのである。2売り立ては16日に行われた。壁掛けだの窓掛けだのを取り払うために見立てと売り立ての間に一日を置いたわけであった。そのころ私は外国から帰ってきたばかりだった。 留守中の出来事をいろいろと友人たちが聞かせてくれるものだがマルゲリート・ゴーテの死んだことだけは誰からも聞かなかったしかしそれも別に不思議ではないマルゲリートはきれいな女であったそういう女は生きている間は随分いろいろな評判に上るものだがしかし死んでは一向評判にならないものである彼女たちはいつの間にか上り いつの間にか沈む太陽である彼らが若くして死ぬればすぐに恋人の全てに知れ渡る。パリダは有名な女の恋人たちは全て友達同士だからである。彼らはその女の思い出を少しばかり語り合うだろうがまたすぐ何事も起こらなかったかのように涙さえ流されないでそれぞれの日常生活が始まるのである。 このごの世の中では、二十五歳にもなれば、人はめったに涙などを流さない。親がその子供に泣いてもらおうと思って、どんなに恩返を尽くしてみたところで、その恩返だけのものでも泣いてくれるようならば、むしろ儲けものである。私にはマルゲリートの持ち物に、自分の頭文字を彫るような筋合いはさらさらなかったが、すでに話したような、あの、 おのずからなる憐れみとあの本能的な寛容さとが自然に彼女の死のことを必要以上に考えさせたのであった私はあの公園の森でしばしばマルゲリートに会ったことを思い出したそこへ彼女は決まって毎日素晴らしい栗毛の二頭建ての青馬車に乗って出かけていったものである私はその自分から彼女が 仲間の女たちとはまるで違ってずぬけて美しいことに気づいていたのであったこうした女が外に出る時にはいつも誰かと一緒に出かけるものであるしかし誰れもこうした女と一緒に歩いて人目に立つことは望まないしといって彼女らの方では一人で出るのは怖いので自然自分の馬車の持てないような人を連れて行くか。 さもなくば例のお上品な老女を連れて行くのであるこうした老女のお上品さというやつはちょっと説明し難いものでこの老女にさえ聞けば連れの女のことがすっかりわかるという代物であるしかしマルガリートの場合はそれが全く別である彼女がセンゼルゼに行く時にはいつでも一人で できるだけ深く馬車の背に寄りかかって冬は毛皮を着夏はごく簡単な着物を着ているのである往来では無論いろいろな知り人とすれ違うのであるがすれ違ってもただその人にだけわかるように微笑みをするだけであるそれはちょうど公爵夫人がするあの美少と同じ美少なのである彼女は他の女たちがするようにロン ポーンとシャンゼルゼの橋との間を行ったり来たりするようなことはしないまっすぐに森に行ってそこで馬車を降りて1時間ばかり散歩してまた馬車に乗って急いで家に帰ってくるのである私はいつも見たこうした事柄をすっかり思い出して今さらに彼女の死を残念に思ったそれはちょうど美しい美術品の壊れたのを惜しむような気持ちだった 実際マルゲリートの美しさ以上に魅惑に満ちた美しさを見ることは不可能だと言ってもいい彼女は人並み外れて痩せたひょろ長い体をしているがその増加の手落ちがちょっとした着物の着こなしで完全に修正されているのだ地につくようなカシミヤの両横から絹衣装の大きい裾膝を覗かせて胸に押し付けている大きいマフには 心憎いまで巧みなひだを漂わせてどんなに見ても継ぎ目を見せないようにしているしかも彼女の頭がまた素晴らしい頭でそこにおしゃれの限りを尽くしているそれは小さい頭だがおしゃれをさせるために母親がそう作っておいたのだと身寄せならば言いそうな頭であった何とも言えないほど上品な卵型の黒い目の上に まるで描いたような清い曲線の眉がある。目にかかる薄着布のような愛らしいまつげは目を伏せると両の方に薔薇色の影を落とすかのようである。よく通った上品な花筋やわずかに開いた小花には感覚の世界に対する熱烈な昇華を見る気がする。父のように白い歯の上に しんまりと結ばれている形のいい唇を描いてみるがいい。さらに人手に触れない桃の綿毛を持ってその肌を彩ってみるがいい。諸君はそこにこの魅惑に見せた要望の全体を伺うことができるに違いない。その黒玉のような黒い髪の毛は前の方で大きい束に分けられて耳の端だけをわずかに残して。 波のようにに後ろに撫でられているしその耳には一つ四五線フランもするダイヤモンドが両方に輝いている。しかもこれほどな生活をしていながらその顔の全体にまるで少女のようなほとんど子供に近い表情があるのはどうしたというのだろう。それは解決しようとするよりもむしろ語るだけで満足しなければならない問題である。 マルゲリートにはギダルの描いた素晴らしい肖像画がある彼女の姿を本当に描きうるものはまずギダルより他にないと思うがこの絵を彼女が死んだ後23日私の手元に置いていたことがある実によく似ているのですでに忘れていた23の点を思い出すのに非常に役に立ったのであった ここに描いた事柄のうちにはその後になって知ったこともあるのだが話の本筋が始まって後に戻る必要をなくするためにここに書いておいたのであるマルゲリーとは初日といえば必ず出かけていく女で毎晩を劇場か舞踏会かで過ごしていたもちろん新作ものの上場は必ず見ているが そういう場合その平戸間のボックスの手すりの上に必ず置いている三つのものがあったオペラグラスとお菓子袋とそれから一束のつばきとであったそのつばきは一月のうち25日は白いので残りの5日は赤いのであったなぜこんなに色を変えるのかその理由は誰にもわからない こういうい私にもわからないのだがとにかくそれは彼女の友人たちや芝居の常連たちの気づいているところだった彼女は椿より他の花を持っていたことがないそこで花屋のバルジョン夫人の店では彼女のことを椿の奥様と呼ぶようになってそれが彼女の通り名になったのであった私はマルゲリーとも パリのこうした女たちと同様に社交外の若い男と一緒に住みそれを公然と人に話し二人ともそれを誇りにしていたことを知っている。もっともバネールに行ってからの3年ばかりは素晴らしい金持ちのある外国の老公爵と一緒に住んでいたという話で老公爵は できるだけ彼女を以前の生活から遠ざからせようと努めていたそうだし彼女もそれを満足しているらしいという話であったそれについて私の聞いたのはこうであった1842年の春マルゲリートは病気になったので医者から海岸に行くことを勧められてバネールに行ったそこの患者の中に この公爵の爵娘がいた。彼女はマルゲリートと同じ病気であった上に顔までがよく似ていて知らない人は兄弟だと思うくらいであった。公爵の娘はすでに肺結核の末期にあったがマルゲリートがそこに行ってから数日の後にとうとう死んだのであった。ある朝のこと、 自分の最愛のものをうずめた土地の近くにいようと思ってまだバネールに残っていた老公爵はある街角でマルゲリートの姿を見た彼は自分の子供の影を見たような気がして彼女のところへ近づいていきその手を取り抱きついて泣いたそして彼女が誰であるかも聞かないで死んだ娘の生ける面影として 彼女を愛させてくれと頼んだのであったその時マルゲリートは女中と二人っきりでバネールにいて世間をはばかる必要もなかったのでその公爵の頼みを聞き入れたのであるバネールに居合わせた人たちで彼女のことを知っている連中が豪勢城の素性を公爵に知らせてやった。 とんでもないことになったので老人は非常に驚いたがしかしもう時が遅すぎた彼女はもう老人を生きながらえさせるになくてはならないものになっていたからである老人は彼女に何の非難も加えなかった実際そんな権利もなかったのであるただ彼はできるならば今後の生活を変えてくれるように頼んで もしそうしてくれるならば彼女の望み通りの報酬をしようと言い出したのである彼女はそれを承諾した言っておかなければならないがこの時マルゲリートの病気は非常に悪くなっていたのである彼女は自分の過去の生活が今度の病気の主な原因だと考えてそれを気に病んでいたので一種の迷信から 自分が「海春」さえすればまた健康にもなるし美しくもなると考えていたのである実際その夏の終わりになると海水と睡眠と長い散歩の自然な疲れとで彼女の健康は多少回復した公爵は彼女をパリに連れ帰ってそこでもバネールと同じように彼女に会いに通ったのであった この関係はその動機や発端は誰にも知られないで非常な評判になったすでにその莫大な財産で有名なその公爵が今度はその宝刀で有名になったからであるそれはただ金持ちの老人の道楽ということになって本当のこと以外のあらゆることが信じられたわけである事実この公爵のマルゲリートに対する 父親としての感情は非常に純粋なものであった心と心との交わり以外の全てを一種の謹慎相関だと心得ている彼は自分の娘に言えなかったようなことは一言も口にしないのであったしかし我々の女主人公を実際以上のものにする気は私にはないなるほどバネイルにいた間の彼女は 公爵に与えた約束を守ることにそう困難でなかったから彼女は約束通りにしていたがしかしひとたびパリに帰ってくるとそうはいかなかった浪費と舞踏会と主演とに慣れてきた彼女には公爵の決まった訪問のほかにはたり一人こないこの生活はまるで砂漠にでもいるように思えて退屈さで死ぬ思いがする。 しかも彼女の古い生活がその熱い息吹を頭と胸とに吹きつけてくるのであるのみならずマルゲリーとはこれまでよりも美しくなって帰ってきていた彼女はその時二十歳だしかも一時の証拠を得ている彼女の病気が胸部に病気を持つ人の習いで激しい欲望を刺激し続けるのである公爵を 不評判にさせている女の不貧困に目をつけている友人たちがマルゲリートのところへ他の客が来ることやその客が時には翌日までいることを話した時の公爵の悲しみは非常なものであった早速それを問いただすとマルゲリートはすっかり承認して「だから今後はもう自分のことに関わってくれるな」 もうだましている人から恩恵を受けるのも嫌だからというのであったそれから丸一週間公爵は彼女のところへ帰ってこなかったそれが彼の精一杯であった8日目にまたやってきて今後はもう何とも言わないからそのままでいいからまた続けて訪ねてこさせてくれと頼んだのであった これはマルゲリートが帰ってきてから3ヶ月後のことであったつまり1842年の11月か12月の出来事である316日の一時に私はダンタン街に行ったセリウリの声が表門まで聞こえていた部屋には人がいっぱい群がっていた そこには放らで有名な美人は大抵集まっていたがまた密かに彼らの様子をうかがいながらその勝手次第なお楽しみをおらやんでいるような大家の貴婦人たちもいたそれはパリ中のあらゆる道楽者を集めていたみんな大変な上機嫌で大抵は亡くなったその女を知ってる連中だが今はもうまるで忘れているらしい。 実際そこには交渉の声が響き渡って競り売り台の前にいる商人がどんなに静かにさせようとしてみても駄目であった。これほど騒がしいまた同時にこれほどいろいろの人が集まっているところというものは滅多にあるものではない。私はこの騒ぎの真ん中に静かに潜り込んでいたがこうして今その持ち物を売られている 女が隣の部屋で死んだことを思い出すものがあるだろうかと思うと悲しくなってきた。顔よりもむしろ見に来た私は予定以上にせり上がると急にうれしさに輝いてくるセリウリアの顔を一心に眺めていた。彼らこそこの女の売員で投機をしこの女から10割の光線を取り。 その証文で今はその際までこの女を苦しめしかも彼女が死んだ今その憎むべき感情をかき集めた上に恥ずべき借金の利子まで取ろうとしているのだ泥棒と証人と一緒に扱った人こそさすがに偉いではないか衣装貸し身や宝石といったようなものは瞬く間に売れてしまった私の欲しいものは 何もなかったが、でも私は待っていた。すると突然こう言っているのが聞こえた。書物一冊、美装、金縁、マノン・レスコー。第一ページに何か書いてあります。十フラン。十二フラン。やや長い間を置いて一つの声が言った。十五フラン。私が言った。なぜ言ったか私にもわからなかった。 おそらくは何か書いてあると言ったからだろう。15フランとセリウリアが繰り返した。30フランはじめに値をつけた人がさらに競争を挑むような調子で言った。今はもう取り合いだった。私は35フランと同じ調子で言った。405060100私がもしみんなを驚かそうと思えば。 それもできたに違いない。なみんなはすっかり黙り込んでしまってこんなにまで熱心にこの本を欲しがってる男は誰だろうと私の顔を眺めていたからであるこの最後の言葉の調子でさすがの相手も屈したらしかったこの上争ったところで値段の10倍の金を相手に払わせるにすぎないと悟ったらしい相手はこの競争を断念したらしく 「ちょっと間を置いてからお辞儀をして非常に丁寧に言った」「お譲り申します」「それ以上は誰も何とも言わないでその本は私のものになったのであった」「こうして会話したものの私には少し2が勝ちすぎていたのでまたもや御意の変わらないうちにと思って私は早速自分の署名をしその本を脇に置いて」 そこを出た十フランか十五フランも出せばどこででも買える本に百フランも出すなんて一体何の目的だろうとはこの場に居合わせた人たちがみんな考えたことに違いない。一時間ばかりして私は自分の買い物を取りにやった。第一ページを開けると立派な文字でこれを送った人の言葉が書いてあった。それはこうだ。 マノンよりマルゲリートへ謙遜にこの謙遜にというのはどういう意味だろうアルマンド・デバル氏の意見によればマノンはマルゲリートに対してその悪行と愛情との優越を認めねばならないというのだろうか。しかしマルゲリートが自分のことをどう思っているにかかわらずこう言われてはマルゲリートも承知しがたいであろうから。 それには別のの意味ががああるるだと解釈しした方が本当であるらしい私はすぐまた外に出て行ったのでその晩眠りにつくまでその本のことを考えなかったマーノン・レスコンは痛ましい物語である私はその物語をすっかり知っているがそれを思い出すたびにこの女主人公に深い同情を感じないではいられない。 実際この女主人公は私が彼女自身を知っているように思えるほど本当に描かれている。しかも今この女とマルゲリートと比べてみて私はまた今更にこの本を読んでみたくなるとともにこの本を自分にもたらした可憐な女に対する愛恋と一種の愛とが自分の心に湧いたのである。なるほどマノンは。 砂漠の中で死んだけれどもしかし渾身の力を持って彼女を愛した男の腕の中で死んだのである彼女が死ぬるとその男は彼女のために墓を掘りそれを涙で潤して自分の心をもうずめたのである一方マルゲリートはマノンと同様な罪人でありおそらくはまた同様に悔い改めて華麗な 私の見たとところによるとそうらしい、部屋の中で死んだけれどもしかしマノンの最後よりもさらに高涼たる心の砂漠の中で死んでいる。事実マルゲリートの最後の事情を知っている友人たちの話によるとその2ヶ月にわたる長い苦悶の間彼女の病床にはただ一人の本当の友達もいなかったということである。 こうしてマノンやマルゲリートのことを考え続けた私の心は彼らと同じような歌を歌いながら同じような死に落ちていった他の女たちのことに移っていった。悲しい人々よ。彼らを愛しては悪いとしても彼らを哀れむのは差し支えないではないか。諸君は日の目を見たことのない亡者を哀れだという。 自然の快音を聞いたことのない老う者を哀れだという心の声を発し得ないシ者を哀れだというしかもこの心の亡者霊魂の老者両親の亜者に対しては哀れとも思わないだろう哀れな彼女たちは自ら知らずして善の何たるかを見るあたわず神の声を聞くあたわず愛と信仰の清い言葉を 語り得ないのである4 2日の後にこの折りたてが済んだそれは15万フランの売り上げであったその3分の2を債権者たちが取って残りの金を彼女の家族つまり一人の妹と甥いの子供とが受け取ったその妹が 突然五万フランの金を譲られるという知らせを弁護士から受けた時に彼女は目を見張って驚いたもう六七年も姉に会わないこの娘は姉が突然姿を隠して以来どんな身の上になっているかも知らないでいたのだった彼女は急いでパリにやってきたマルゲリートを知っている人たちは自分の村から一度も出たことのない この美しい太っちょの田舎娘を彼女のただ一人の相続人として見た時に非常に驚いたものであった彼女はその財産がどうしてできたかさえ知らないでたちまち財産家になって田舎に帰っていったむろん姉の死を非常に悲しんだがその金の四分半ばかりの買い物をしていくらか慰められて 帰っていってたということであるこうしたいろいろな事情が就業の都パリにおいてしばしば人の口の端に登ってやがて忘れられ始めた私自身もすでに少しずつ忘れかけていたがちょうどその時ある新しい出来事が起こって私は図らずもマルゲリートの全生涯を知ることになり それを物語に書きたいと思わせるようなある悲壮な内輪話を知ることになったのである。マルゲリートの家中の家財がすっかりなくなって、三四日のうちに貸し屋になろうとしていたある朝のこと、私の家のベルを鳴らすものがあった。私の下男というよりも下男兼用の門番が出ていって、こういう面会人があると言って、 一枚の名刺を持ってきた見るとそれには「アルマンド・ディバール」という2字が書いてあった私はその名をどこで見たのか思い出そうとした末にそれがマノン・レスコーの第一ページにあったことを思い出したしかしマルゲリートにあの本を送った男が一体自分に何の用事があるのだろう私は早速部屋に通すように言いつけた。 入ってきたのは金髪壁眼の背の高い白面の青年で旅行服を着ていたがもう56日も着替えないらしくパリに着いてもブラシをかけてさえないらしくすっかり誇りをかぶっていたジュバル君は非常に興奮していたしかしその興奮を隠そうともしないで目に涙を浮かべ恋を震わせていったこんななりをして 突然伺って甚ははだ失礼でございますが我々若い者はお互いにみんなこういうふうでございますしそれに今日は是非あなたにお目にかかりたいと思いまして実はまだホテルにも行かないで荷物だけを届けてまっすぐこちらに参ったようなわけでございます。まだ大変はようございますがもしやお出かけにでもなった後ではと思いまして。 こうして伺ったような次第ですから、どうぞあしからずお許しを願います。私はジョバル君に火のそばに座るように言った。彼はその通りにしてポケットからハンケチを引き出してしばらくその顔を隠した。僕のような見知らない男が。彼は悲しそうなため息をついて言い続けた。こんな時間に。 こんな身なりでやってきてしかも涙何ぞ流しているのを見て非常にご不審に思いになるだろうと思いますが実は一つ大変なご厄介をお願いしに参ったのでございますがどうぞご遠慮なくおっしゃってくださいあなたはマルゲリッド・ゴーゼの売り立てにおいでになりましたですかこういった時彼はもう感動を抑えきれなくなって その目を手で覆った。非常に尊した人間に思いになるだろうと思いますが、どうぞお許しを願います。僕の話をお聞きくださるご親切は、決して忘れないつもりでございますから。いや、僕にできることで、あなたのご心配をいくらかでも軽くするお役に立つのでしたら、どうぞそれをおっしゃってください。 僕にも非常に嬉しいことですからデュバル君は気の毒なほど悲しそうだったので私も彼に親切を尽くそうと思った「マルーゲリトの売り立てで何かお買いになったそうですね」彼は言った「ええ本を一冊買いましたマノン・レスコーですか?」そうです その本がまだお持ちになってるでしょうか。僕の寝室に置いてあります」こう聞いてアルマンド・ジュワルは非常な重荷を下ろしたような顔をしてただその本を保存しておいただけで大したことをしてもらったような礼を言った。 私は部屋に行ってその本を持ってきて彼に渡した。これです。彼は第一ページを見てからさらにページをめくりながら言った。これに違いありません。言いながら大きな涙を二滴ページの上に落としたがそこでと言って彼は頭を上げた。彼はもう自分が今泣いたことも現に泣いていることも私から隠そうとしなかった。 あなたはこの本を非常に大切に思っていらっしゃるのでしょうかどうしてです実は僕、この本をいただきに伺ったのですが、いろいろお聞きするようで失礼ですが、それではこの本をマルゲリート・ゴーゼにお送りになったのはあなたですね。そうです、僕です。ではこの本はあなたのものです。どうぞお持ちください。 「あなたにお渡ししし、すす。ることとがでできて、僕も本望かは多少し払いになっただけは僕お返ししたいのですがいやそれはどうぞ僕から差し上げさせてくださいあんな売りたてですもの本の一冊くらいいくらもかかっていませんしそれに僕ももういくら払ったか忘れてしまっていますし」。 100フランお払いになりましたそうでした。今度私がどぎまぎしていった。がそれをどうしてご存知なのですわけのない話です。実は僕あの売り立てに間に合うようにパリに来たかったのですがどうしても来られなくてやっと今朝こちらに参ったのです。僕はあの女の持っていたものをぜひ何か手に入れたいと思っていたものですから。 大急ぎで売り立て商人のところに行って、売り立てた品物と買った人の名簿を見せてもらったのですが、その結果、あなたがこの本を買いになったことが分かったのです。ずいぶん高い金を払っていらっしゃるので、あるいは何かこの本に特別な思い出でも持っていらっしゃるのではないかと思ったのですが、とにかく伺って譲っていただくようにお願いしようと思ったのです。 そのの言葉の様子で、私もマルゲリートに惚れていた仲間ではないかと疑っているらしいことが読めたので私は急いで弁明した。いや僕はただ豪瀬城の顔を知っているというだけの人間であの人が死なれたについても要するに普通の青年が美人の詩を聞いた時に感じる感情しか持っていないのです。 僕は何か買おうと思ってあの売り立てに行ったのですが別にこれというわけがあってこの本をあんなに競り上げたわけではないのです。それはただ僕が意固地になっただけの話でもう一人僕と同じようにこの本を欲しがっている人があったのでそれに張り合った結果がこうなったまでのことです。だから改めて言いますがこの本はあなたのものです。どうぞお持ちになってください。 僕は決してセリウリ屋ではないのですから、どうぞこれを今後の長い親しい友情の記念になすってください。ありがとう。アルマンドは手を差し出して私の手を握った。頂戴します。そして一生ご恩に来ます。この本の礼の大事や、この青年に忙しそうな旅のことや、 この本を欲しがる様子などのために好奇心を刺激させられた私はよっぽどアルマンドにマルゲリートのことを聞いてみようかと思ったがそれを聞きたいためにわざと金を受け取らなかったように思われることを恐れて私はそれを言い出しかねていた。と彼は私の気持ちを察したかのように言い出した。この本をお読みになりましたでしょうか すっかり読みました僕の書き込んだあの2行を見てどう考えになったでしょう。僕はすぐあの本を送られたご婦人があれふれた方の人でないことを感じました。あれを単純な挨拶の言葉だとは受け取れませんですからね。お察しの通りです。実際あの女は神のような女でした。一つこの手紙読んでみてください。 こう言って彼はすでに何度も読んだらしい一通の手紙を私に渡した私はそれを開いてみたそれは次のような手紙である「親愛なるアルマンド様、お手紙は受け取りましたあなたはまだご親切なのね私は神様にお礼を申しておりますあなた私はやはり悪うございます」 病気はちっとも和らぎませんがあなたがまだ私に興味をつないでいてくださると思うと苦しみを和らげられます私はもう長く生きていられないでしょうからあの親切なお手紙を書きになったお手に触る幸福を得られないでしょうしかし何かが私を癒してくれるとすればあのお言葉で私は癒されると思います しかし私はもう目にかかれないでしょう。もう間近に死が迫っていますし、あなたは何百里の向こうにいらっしゃるのですもの。私の気の毒なお友達。あなたの昔のマルゲリートは悲しいほど変わってしまいました。こんなマルゲリートはご覧にならない方がいいのです。あなたは私に許せとおっしゃいましたわね。許さないでどうしましょう。 あなたが私をお苦しめになったあの道があなたの愛を証明する唯一の道だったのですもの私はもう丸一月寝ていますがあなたとお別れしたその日からもう書けなくなる日までの日記を書くつもりで毎日書いていますもしあなたが本当に私に興味を持っていてくださるのでしたらアルマンドさん今度こちらに帰っていらしたら ジュリーデッーに会ってくださいジュリーがその日誌をあなたに差し上げますから二人の間に起こったことの理由と弁解とがその中に書いてありますジュリーは大変親切にしてくれます二人でよくあなたのことを話します先日の手紙が来た時もちょうどここに来ていましたので二人でそれを読んで泣きました もしあなたから何のお便りもなかったらその書き物をジョリーに頼んであなたがフランスに帰っていらした時あなたに差し上げてもらうつもりでしたそれに対してあなたがお礼をおっしゃるには及びませんこうして毎日自分の一生中でのただ一つの幸福だった頃を振り返ってみることが私には非常に良いのです あなたがそれを読んで私の過去の弁解を聞いてくだされば私にはもう思い残すところはございません私をいつも思い出してくださるようなものを何か残していきたいのですがここにあるものはみんな差し押さえられて私のものは何もないのですアルマンドさんお分かりになりますか私は今 死にかけています私の寝床から客間を行ったり来たりする男の足音が聞こえます。私の債権者が何か持ち出しはしないかと思ってあの番人をつけているのですよ。たとえ死なないにしても私にはもう何も残っていないのです。せめて私が生きているうちは占いでおいてくれればいいと思っています。 あ,あ人間は皆無情ですわねいえ私が間違っていますむしろ神様が正しくて遠慮椅子釈をなさらないだけですわそれで愛しいあなたどうぞ私の折りたてにいらして何かをお買いくださいましもし何かをあなたのために取っておけば差し押さえの物件を飛翔したと言って叱られますから悲しい人生に お別れをします死ぬる前に今一度あなたにお目にかかれればそれこそ神様のお恵みですがどう考えてみてももうお別れをしなければなりません。これ以上長い手紙が書けないことを許しください。私を治してくれるという人たちが私をすっかりしらくで疲れさせてしまいましたし私の手もこれ以上書くことを拒んでいますから。 マルゲリートゴーチェ最後の肉はひどく読みにくい字で書いてあった私は手紙をアルマンドに返したが言うまでもなく彼は私がそれを読んでいる間自分でもそれを心の内で繰り返していたに違いない彼は手紙を受け取るとすぐ言った「こんな手紙をおかっこいい者が書くなんて誰が考えるでしょう?」。 彼は階想に耐えないようにしばらく手紙の字を見つめていたがやがてそれを唇に当てた「僕は実際あれが姉にもできないような親切を僕に尽くしてくれたことを考えたりそうまでにしてくれたあれに一目も会わないで死なせたことを考えてもう二度と再び会えないと思うとあんな風に死なせた僕自身をどうしても許すことができないのです」。 実際死んだのですからね僕のことを考えながら僕の名前を書いたり口走ったりしながらかわいそうなマルゲリートは死んだのですからね。アルマンドはもう遠慮なく思いと涙とぶちまけて私に手を差し出した。あんな女が死んだと言ってこんなに嘆く僕を見て世間の人は子供らしいと言うかもしれませんが。 誰もまだ僕がどんなにあれを苦しめたかどんなに残酷に扱ったか知らないのです。しかもあれはどんなに優しくどんなに従順だったことでしょう。僕はこれまであれを許してやるのは僕だと思っていましたが今日になって初めてそんなことを思った僕の僭越が分かってきました。あの女の足にひざまずいて1時間泣くことができれば。 僕のの年間の寿命を縮めても惜しくないぐらいらです。自分の知らない人の悲しみを慰めることはいつでも困難なものであるしかしこの青年に対してはつらつとした同情を感じてきた私は彼があからさまに中誠を吐露するのを見て私の一言もあながち無駄にはなるまいと信じたのである。 あなたにはご両親も友達もないのですかいらっしゃるならばそこへ行ってお話しなさいきっと慰めてくれますから僕にお話しになったところで僕はただあなたを憐れむことができるだけですから全くです彼は立ち上がって部屋の中を行ったり来たりしながら言ったあなたもさぞご退屈でしょうごめんなさいまし 僕の悲しみなんかあなたには何でもないことですしそれにあなたにとっては一向面白くもないことを森に持ち込んできているのに気づきませんで僕の言うのはそういう意味じゃないのです僕は何とかしてあなたのお役に立ちたいと思っているのですがただ僕の力ではあなたの悲しみを鎮めることができないことを残念に思っているのです もし僕とのご交際が、あるいは僕の友人とのご交際が、つまりどんな方法ででも僕が何かあなたの役に立つのでしたら、僕は喜んでどんなことでもして差し上げたいと思っているのですが、失礼しました。失礼しました。悲しみのために神経が尖っているのですから、どうぞもう2、3分間。 僕の涙ののくくまでここにいささせてください僕のような大きな男が泣いてるのを見て往来の人が変に思うかもしれませんからこの本を頂い,いただけで僕はもう非常に幸福なのですどんなにお礼を言っていいかわからないくらいですもしよかったらあなたのそのお苦しみの原因を僕にお話しくださらないでしょうか苦しんでることを話してしまうと 全くですしかし今日は僕あんまり悲しくってとてもうまくお話できないと思いますからそのうちにまたお会いしてすっかりお話ししましょうそうすれば僕があの女のために悲しんでいる理由を分かっていただけると思いますからまあ今日のところは彼は最後に目を拭いて鏡に映してみながら言った 僕を全くのアホだとはお考えくださらないことをお願いしてまたいつかお目にかからせていただくようにお許しを願っておきます。彼は優しい愛らしい一別を私に投げた私は今少しで彼に抱きつくところだったすると彼の目にまた涙があふれてきたそれを見られたことを知ると彼は急に顔を背けた。 さ、勇気を出して、と私は言った。さよなら、と彼が言った。こうして一生懸命涙を抑えようとしながら、彼はむしろ走るようにして、その部屋を出て行った。私は窓掛けを上げて、彼が門前に待っている馬車に乗るのを見ていた。しかし座席に着くや、否や、彼はまた涙に無せで、その顔を ケチで覆っ,てしまった「5しばらくの間私はアルマンドのことは何も聞かなかったが一方マルゲリートのことは絶えず耳にしていた」。妙なものでこれまではまるで縁故のない人間として済ましてきた人の名が「 一度何かの縁故ができるとやたらにいろいろの口から集まってきて何かの連絡を持つようになるものである私とマルゲリートの関係が全くそうであるとは言えない私は彼女を見たり会ったりしているしその顔もその噂も知っていたからであるしかしそれでもあの売り立て以来私はしばしば彼女の名前を聞くようになった ことに前の章に書いたような事情から彼女の名前に一種の深い悲しみを連想するようになった私は自分の驚きが加わるとともに好奇心も強まってきたのであったその結果私はどんな友達にあってもマルゲリートの名を口にしないことはないほどになった私はいつもこう言い出すのだ 君はマルゲリト・ゴーゼという女を知ってるかいあの椿の女かいそうだうんよく知ってるよこの言葉には時々ある微笑が伴うことがあるその意味はもちろん分かりきっているそれで一体どういう女なのだいちょっといい女だよそれだけかいうんいや普通よりも利口だしもしかすると多少人情があるかもしれないな あの女について特に何か知ってることがあるかい G 男爵をめちゃめちゃにさせたのはあの女だよその他にはある老公爵の色女だったよ本当の色労女だったのかいそういう話だねいずれにしても莫大な金をもらったことは事実だよ話は大体い,い,いつも同じことだったがそれでも私は マルゲリートとアルマンドとの関係について何かを聞き出そうと努めていた。ある日絶えず有名な女にへばりついているある男に会ったので、私は早速、君はマルゲリートゴーチを知ってたかいと聞いてみた。その返答は例によって、よく知ってるよ、だった。どんな女だったい綺麗ないい女だったよ。 死んだと聞いて僕も非常に惜しいことをしたと思ってるんだあの女にアルマンド・ジュバルという恋人があったという話だが背の高い金髪男だろそうだそれは本当の話だよそのアルマンドというのはどういう男だい持っていたわずかの金をあの女のためにすっかり使い果たしてから別れた男だよ 実に乱暴に金を使ったという話だね。それで女の方は。女の方も非常にその男を愛してたという話だが、それもあした女のことだからたかが知れてるよ。なぜお前の方から蜜がなかったかと聞くなどは、やばの骨頂だからね。それでアルマンドはどうなったんだい。知らない。僕たちにもあの男のことはよくわからないのだ。 とにかくマルゲリートと一緒に五六ヶ月田舎に行ってたことは事実だ。そしてあの女が田舎から帰ってきた時にはもう別れていたよ。それ以来君はその男に会わないのだね。そうだ。そういえば私もその後アルマンドに会わなかった。私はそろそろ彼に疑いを持ち始めてきた。彼が私のところへ来た時には マルゲリートの詩を聞いて間のない頃だったので昔の愛を誇張して考え従ってまたその悲しみも誇張されていたのではないか多分もう死んだ女のことなどは忘れてしまってついでに私を訪ねる約束も忘れてしまったのではないだろうかこれは世間によくある例であるしかしあの時のアルマンドの絶望に どこか真剣な調子のあったことを知っている私はまた正反対な想像に駆られてあの不幸で彼は病気になったのではないかそのためにもしかすると死にでもして私に会いに来られないのではないかと思ったのである私は知らず知らずこの青年に興味を持つようになっていたこの興味には多少利己的なものがあったかもしれないし この悲しみの底に何か悲壮な恋愛談がありそうに思っていたかもしれないしあるいはまたアルマンドがなかなか来ないためにいよいよ彼のことを知りたく思うようになったのかもしれない。デュバル君が会いに来ないので私は自分から会いに出かけることを決心した。 その口実を見つけることは困難でなかったが不幸にして私は彼の居所を知らなかったいろいろの人に聞いてみても誰も知っていなかった私はマルゲリートの門番がアールマンドの家を知ってるかもしれないと思って団体街に行ってみた新しい門番がいたが私同様にほとんど何も知らなかった私はそこで ゴーゼ城をうずめた墓地を訪ねてみるとモンマルトル墓地だとのことだったそれはちょうど4月の月で天気のいい日だったから並んでいる墓も冬のように悲しく症状とはしていない聖者が少しばかり死者のことを考えてそれを訪ねていくにはあつらい向きの暖かさである私は墓地に行って自分に行った マルゲリートの墓を一目見ればアルマンドが今でもまだ悲しんでいるかどうかわかるだろうし彼がどうなったかもわかるかもしれない私は墓番の小屋に行って2月22日にマルゲリート・ゴーゼという夫人がモンマルドル墓地に埋葬されはしなかったかと尋ねてみた墓番はこの最後の休息所に入った人の名前を書いた 大きな本を取り出してそのページをめぐった末に2月22日正午同盟の夫人が葬られたことを告げた私はその墓に案内してくれることを頼んだ聖者の町のように縦横に道筋を持っているこの死者の町では案内なしでは道がわからないからである番人は一人の園庭を呼んでその指図をした 限定はそれを遮ぎって分かってます分かってますあの墓ならすぐわかりますからと私に向かって言ったどうしてあの墓の花は他の花墓の花とまるで違ってますからね君がその墓の世話をしてるのだねへへ <laughs> 旦那どこの人類でもあの若い人がするように 仏の面倒を見てあげるといいのですがな行く曲がり化して園庭は立ち止まっていったここです見ると名前を掘りつけた白大理石の板さえなければとても墓とは思えないような方形の花床が作ってあった真ん中に大理石の板が置いてあってその周囲に鉄の柵を巡らしてその中にいっぱい白椿の花が地を覆っていた どうですきれいだねば椿の花が一つでもしぼんだらすぐ取り替えるように言いつけられているのです誰が言いつけたのだい初めて来た時泣き出した若旦那です仏は粋な女だったという話ですからきっと昔のレコででもあるんでしょうわしもどえらいべっぴんだったろうと思っていますが 旦那も仏を知っていなさるのですかいああ他の旦那衆と同じようにですか遠帝は意味ありげに笑っていったいや話をしたことはないのだがそれでこうしてわざわざいらっしゃるとはひどく危篤な話じゃありませんか生きているうちには会いに行っても墓場には転んでこないものですからね では、誰もやってこないのかいあの若旦那が、いっぺん気なすったきりですよ。たったいっぺんかいへえ、旦那。その後来ないのかいへえ。だが、こっちに帰って来られたら、またいらっしゃるでしょう。どこが似てるのそうです。どこにいるか知ってるかいたぶん、郷士さんの妹さんのところへ行かれたのだろうと思いますが。 何のの用があるのだろう何でもこの墓を掘り起こしてのとの所へ埋めるためにその権利が欲しいのだということでしたなぜここに置いとくのが嫌なのだろういや旦那死人のことについては妙なことを考える人がいろいろあるものでしてなわしなんぞ毎日そういうことを見ているんですがこの土地も5年の約束で買ってあるんですが。 あのバカ旦那は永久借地権を取ってもっと大きい辞書が欲しいと言われるのでそれにはやっぱり新墓地の方に移した方がいいということになっているんですその新墓地は何ていうところなんだいこの左の方にある土地が今売りに出てるのですこの墓地もこれまで通りに行くのですとまず世界に類のない墓地なのですが ここれからすするるととがまだいい残っているという話です実際世間の人というものは妙なことを考えるものですからねそれはどういう意味だいつまり世間にはこの墓地の中でさえ威張ってみたがる人がいるということです早い話がこのゴーチさんですが失礼かもしれませんがそれはちっとも道楽もされたでしょうしかしかわいそうに。 今はもう死んでおられる死ぬればもう誰でも同じように後には何も残らないのですわしたちは毎日水をあげるきりですところがですなあの人のそばには誰かが埋められていますよその埋められている人の身内の人たちがあの人の全身がこうだったと知った時にどう言い出すと思います あの女はここから追い出せと言い出しますよ。貧乏人には貧乏人の墓地があるように、ああいう女にはあ,ああいう女の墓地があるはずだと言い出しますよ。あなたはまだこれをお聞きになったことがありませんか。私は遠慮なく言ってやるのです。なるほど、工面のいい連中は年に4度のお参りに来て花を置いていく。がそれは何という花だ その花に一度か二度か目を遅れて泣いた真似をしあがるんじゃないか。流しもしない涙を流したように墓石の上にかきあがるんじゃないか。しかもその上に散々となり近所に迷惑をかきあがるのだ。ねえ旦那、そうじゃありませんか。わしはあの若い奥さんのことは何も知りませんよ。あの人が何をしたのかも知りませんよ。 しかしわしはかわいそうな人だと思えばこそこうして気をつけてもいますし正直に椿の花をあげてもいるのです。まったくこれほど好きな死骸はわしにはありませんよ。まあ旦那死人吾かわいがるなんて妙な話ですがこれも仕方がありませんや。こう忙しくっちゃほかのものをかわいがる暇なんぞありゃしませんからね。 私は改めてこの男の男顔を見たその時の私の気持ちは説明しないでもある読者には分かってもらえると思うむろん彼もそれに気づいたらしくさらに言葉を続けた噂によるとあの女のためにめちゃめちゃになった人もあるそうですしあの女に惚れ込んでいた男も何となくあったというじゃありませんかそれがどうでしょう 実に不思議な悲しい話ですが今は花一つ買ってやるやつがいないじゃありませんかしかしそれでもあの女はまだ結構です自分の墓というものがありますし思い出してくれるのは一人でもその一人が他の人のする分までしてくれますからねしかしこの墓地にはもっとかわいそうなのがたくさんいますよあれと同じ年格好で同じようなことをしてきた女が 貧民の墓地に入れられていますからねその死骸が土の中に落ちろと聞いた時にはわしの胸も塞がってしまったものですよしかしそうして死んでしまったもののことを誰が考えてやりましょう考えてみればわしたちの商売も面白い商売ですよ多少でも人情のあるものには別して面白い商売ですね 旦那はどうお思いになるかは知れないがわしにはどてもたまらないですよ。実はわしにも大層べっぴんの娘が一人あります。ちょうど今二十歳ですが同じ年頃の娘がここに来るたびにその娘のことを考えますですね。それが大家の奥さんであろうと小敷きであろうとそんなことはどうでもいいのです。しかしつまらないことをおしゃべりしてお手間を取らせてすみませんでした。 ゴーテさんの墓はこれでございますよ。他に別にご用事はありませんですか。アルマンド・ジバル君の居所を君知ってるかねと私は聞いた。へえ、あの方は町に住んでおられます。わしがここの花台を頂きに行くのはとにかくそこでございます。どうもありがとう。私は地の底まで見通して、 ここに埋められたあの美しいものがどうなっているかを見てみたいような記載してもう一度花に覆われた墓を見た私はやがて悲しい思いでそこから歩き出した「旦那はデバルさんに会いたいと思っていらっしゃるのですか私のそば歩いている園庭が言ったそうだよしかし確かにまだ帰ってきておられないだろうと思いますね 帰っておられればここに来られるはずですから。君はあの人がマルゲリートのことを忘れたとは思わないかねそうでないと受け合うわけにもいきませんがあの人が墓を変えようというのもただ一目あの女に会いたいためだということだけは受け合ってもよござんすね。なぜそんなことを考えるのだいあの人がこの墓地に来られた時。 一番初めに言われた言葉が「どうしたらもう一度あの女に会えるだろうかね」という言葉だったのです。それには墓を変えるより他に方法はないのですからわしはすっかりその手続きを話してあげたわけです。実際誰かの死骸を一つの墓から別の墓に移す時にはちゃんとした吟味をしなきゃなりませんし。 警察の指図に従って遺族の許可を得なきゃなりませんですからね。そのためにデュバルさんはゴーテさんの妹のところへ行かれたのですから、こちらに来られれば、他よりもまずわしのところへ来られるだろうと思うのです。私たちはすでに墓地の門のところへ来ていた。私はもう一度園庭に礼を言って、少しばかりの金を握らせてから、 彼に聞いた「アルマンドの家の方へ歩き出したアルマンドはまだ帰っていなかった私は帰ってきたらすぐ私を尋ねるか使いをよこすかしてくれるように言いおいてその家を出たそして翌日の朝今帰ってきたという手紙をディヴァルから受け取ったすっかり疲れてしまって自分から尋ねることができないから」。 私の方から訪ねてきてくれろというのがその分威だった、6. アルマンドはどこの中にいたが私を見ると燃えるような手を差し出した「熱がありますね」と私は言った「なんでもないです」「急ぎ旅で疲れるだけのことです」「マルゲリトの妹さんのところにいらしたんですって?」 そうです誰が言いましたいや僕は知ってるのですご用事はうまく行きましたかはあしかし僕が旅に出たことやその旅の目的を誰にお聞きになったのです墓地の園庭からです墓をご覧になりましたか私は答えなかった彼の様子でこんな話をするのはまだ早いと思ったからである 私はただ頭だけでうなずいてみせた。墓の世話はよくしてありますか?」アルマンドは言い続けた。二つの大きな涙が病人の方を伝わった。それを隠そうとして彼は顔を背けた。私はそれを見ないふりをして話題を変えようとした。「三週間のお留守でしたね」。私は言った。アルマンドは目を手で拭いて答えた。 ちょうど3週間になりますね。ずいぶん長旅だったんですね。いやその間旅行ばかりしていたわけじゃないのです。2週間ばかり病気をしましてね。それでなきゃずっと前に帰ってきていたのですが向こうに着かない前にこの熱病にかかったものですからやむなく部屋にこもっていたのです。それでまだ病気がよくならないうちに。 帰っていらしたわけですねもう1週間向こうにいれば僕はきっと死んでたでしょう。まあしかしこうしてまだ帰っていらしたのだから大事になさらなくちゃいけませんね。いろいろお友達がいらして介抱なさるでしょうがよかったら僕もお世話をさせていただきましょう。僕は1時間経ったら起きますよ。それはいけないでしょう。いや起きます。 なぜそうお急ぎになるのです警察に行かなきゃなりませんから誰かお友達に頼んでやってもらいなればいいじゃありませんかそんなことをなされば今よりも悪くなりますよいやそうしなければ僕の病気は良くならないと思うのです僕は彼女を見たいのです彼女が死んだことを聞いて以来ことにあの墓を見てからは僕はまるで眠れないのです 僕と別れた時にはあんなに若くて美しかったあの女が実際に死んでるとはとても思えないのです。僕は自分でそれを見てみたいのです。僕があんなに愛していた人間を神様がどうなすったかそれを見なきゃならないのです。その姿の恐ろしさがあるいは僕の絶望を治してくれるかもしれませんからね。もし非常にご迷惑でなかったら、 ご一緒に行っていただきたいのですがそれについてあの人の妹さんは何と言いました何とも言いませんでしたよ身も知らない人間がマルゲリートのために土地を買って新しい墓を建てると聞いて非常に驚いたようでしたがすぐに僕の言う通りに署名をしてくれました悪いことは言いませんから 体がすっかり治るまでお待ちになったらどうですかね。ご心配には及びません。大丈夫ですから。それに僕の決心が実行できなければ僕はただ教授になるばかりだと思いますから。実際、マルゲリートを見ない間は僕は絶対に正気に帰れない人間ですからね。それは熱の渇きでそう思うのかもしれませんし、眠れない世の夢であるかもしれませんし。 ほんの一時の迷いであるかもしれませんがしかし僕の身がどうなるにしても僕はやっぱり見たいのです。わかりました。と私はアルマンドに言った何な,なりとお役に立ちましょうジョリー・ジェプラーにはお会いになりましたかはあこちらに帰ってきた日に初めて会いました。マルゲリートのあの鍵き物はおもらいになりましたですか アルマンドは一束の書類を枕の下から引き出したがすぐにまた押し込んでしまったこの3週間というもの毎日10くらいずつ読みましたから僕はもうすっかり覚えておりますあなたにも読んでいただきますが、まあ、もっと僕の心が静まってからにしてくださいこの告白の中に どんなに優しい愛が隠してあるかあなたにもわかるはずですからとにかく今は一つお願いしたいことがあるのですがなんですすすあなたの馬車は下にいますかいままかよ。それでは僕の旅行免除をお持ちになって極止め郵便が来ているかどうか見てきてくださいませんでしょうか。 父や妹からパリに手紙が来ているはずなのですがこの間急いで立ったために見に行かれなかったのですあなたが郵便局からお帰りになったらご一緒に警察に行って明日の改装の手続きをしましょうアルマンドは彼の旅行免除を私に渡した私はジャン・ジャーク・ルソー街に行った2通の手紙がジュバルにあててきていた それを持って帰っていくとアルマンドはもう着物を着て出かける用意をしていた。ありがとう。彼は手紙を受け取りながら言った。そうです。とその上書きに目をやって父と妹から来たのです。僕からお沙さたがないのでどうしているだろうと思っているでしょう。彼は手紙を開いたが読むというよりもただ見ただけですぐしまいこんでしまった。 どちらも4枚ばかりの長手紙だったからさあ出かけましょうと彼は言った返事は明日書きますから二人は警察に行ったアルマンドがマルゲリートの妹の許可証を差し出すとそれと引き換えに墓地の番人への指令が渡された発掘は明日の10時に行われることになったその1時間前に私が彼を訪ねて行って 一緒に墓地に行くことにした。白状するが、私はその晩いろいろなことを偶想して、とうとう一睡もできなかった。その自分から想像して、アルマンドのその世の長さを押し量ることができた。翌朝九時に、私が彼の部屋に入っていくと、彼はびっくりするほど青い顔をしていたが、落ち着いてはいるらしかった。 彼はびしを浮かべて私に手を差し出したろうそくは燃え尽きていた部屋を出る時彼は父親に宛てた重そうな手紙を持っていた無論その世の思いを書き綴ったものに違いない半時間の後私たちがモンマルトルに行った時にはすでに検査官もやってきていた私たちはゆっくりと歩いてマルゲリートの墓の方に進んだ 検査官が先に立ってその二三歩後にアルマンドと私とが従った私はアルマンドの腕が絶えず痙攣的に震えているのを感じた全身をわなわなと震わせているらしかった私は彼の顔を見たそれを知って彼は私に笑いかけた 家を出て以来、私たちはまだ一言も言葉を交わさないのであった墓に行き着く前にアルマンドは立ち止まって汗でびっしょりの顔を拭いたその間に私も深い息を吸い込んだ私までが胸を押されるような気がしていたからだったこうした光景を見た場合我々は妙に裏悲しい喜びを感じるものだが 一体あれはどういう意味のものだろう私たちが墓のところへ行った時にはあの園庭はもう花鉢や鉄の柵をすっかり取り払って二人の男が土を掘り起こしていたアルマンドは一本の木に寄りかかって眺めていた彼の一生が彼の目の前を通り過ぎるらしかったと突然ツルハシの一つが 一つの石に打ち当たった。その音にアルマンドは電気にでも打たれたように飛び上がって、いやというほど私の手を握りしめた。掘堀の一人がシャベルを取って土を出し始めた。やがて缶の上の石ばかりになると、一つ一つそれを取り出していった。私はアルマンドに注意していた。彼の感動が。 いつ抑えきれなくなるかもしれないと思っていたからである。しかし彼はまるで狂人のように目を開いてじっと見つめていた。唇や頬のかすかな震えがわずかに彼の激しい神経の危機を示しているだけだった。私自身はというとただここに来たことを後悔したというだけで十分であろう。感がすっかり出てくると 検査官は墓掘掘りに蓋を開けろと言った墓りは世の中にざらにあることのようにそれに従った缶は菓子作りであった彼らは蓋のネジを回し始めたが上の漆器でネジが錆びているので缶は容易に開かなかった缶は香り高い草で覆われていたが嫌な香りが立ち上ってきた お神様神様アルマンドはさらに青くなってつぶやいたその時には墓掘りさえもタジタジとしたほどだった大きな白布がいくらかの輪郭を見せて屍の上に覆ってあったこの布の端の方はほとんど虫に食われ尽くして片足を露出していた私はほとんど息さえつけなかったこうして今書いていても その時の時「あというような事実をはっきりと思い浮かべるのである」「早くしろ」と検査官が言ったそこで妊婦の一人は手を差し出してその白布を巻き始めたが突然その端を引っ張ってマルゲリートの顔をむき出しにしたそれは見るに恐ろしく語るに怖い光景であった目はただ二つの穴に過ぎなかったし 唇は消えてしまって白い歯だけが食いしばられていた長いカサカサの黒髪が額のところにぴったりとついて頬のくぼみがかすかな緑色を帯びていたしかしこの顔にさえ私はかつてしばしば見たことのあるあの愉快そうなバラ色の顔を認めたのであったその目をそらしえないアルマンドは口に半月を当ててそれを噛んでいた 私はというとまるで鉄の輪で頭を締められたようで目がかすみ耳が鳴り出すのだ。私はただ持ち合わせた香水瓶の口を開けてその香りを吸い込んでいるより仕方がなかった。こうした騒ぎの間に検査官がデュバルに「これに添いないでしょ?」うと言っている声が聞こえた。「はあと青年は物汚げな声で答えた。 それではよく蓋をして取り出せ」と検査官が言った。墓掘りは白布をまた死骸の顔にかけて缶の蓋をしてその両端を持って言いつけられたところへ運び始めた。しかしアルマンド動かなかった。彼は空になった墓に目を注いで今見た死骸のように白くなっていた。彼はまるで石になったようであった。私は眼前の痛ましい光景が消えて。 心の針が緩んだ時彼がどんなことになるかが分かっていた私は検査官のところへ行ったこの方はまだ立ち会っていなくちゃなりませんか私はアルマンドを指して行ったいやようござんすだいぶ気持ちを悪くしてるようだからお連れになる方がようござんすね行きましょう私はアルマンドの腕を取って行った何です 私が誰だかわからないように私の顔を見ながら言った「もう済んだから行きましょう」「顔も青いし体も冷たいですよ」「やっぱり感動が強すぎたのですね」「そうだ行きましょう」彼は機械的に答えたが一歩も動こうとしなかった私は彼の腕を取って歩き出した彼はまるで子供のように 私のするままになっていたが始終、君はあの目を見ましたかとつぶやき続けていた彼は幻を見ているようだったしかし彼の歩調は次第に不規則になってきてまるで痙攣の引き続きで歩いているような様子だったその歯はガタガタと触れ合いその手は氷のようだった全身に激しい振動が流れていた 私が話しかけても彼は返事もしない私にされるままになっていた一代の馬車が門のところに待っていたそこまで行くのがせいぜいであったその馬車に乗りや否や身震いがますます激しくなって彼は本当に神経を犯されたらしかったがそうした中にも彼は私がびっくりするのを恐れて私の手を握ってささやいた 何でもないんです。何でもないんです。僕はただ泣きたいのです。彼の胸は波打ち、目は血走っていたが、涙は流さなかった。私は持ち合わせていた冤罪を彼にかがした。家に着いた時にはただ身震いだけが残っていた。彼の下男に手伝わせて床の中へ入れると、大きい火を一つ灯しておいて、私は医者のところへ急いで 幼態を告げると医者もすぐ駆きつけてくれたアルマンドは赤い顔して上ごと言っていたそのキレキレの言葉の中でマルゲリートを呼ぶ声だけがはっきりしていた「大丈夫ですか医者の診察が済む」と私は言った「大丈夫です」「脳の熱ではないようですからてっきり気が狂ったのだと思ったんですが」 ありがたいいことにそううでではないようです。幸いに肉体の病気が心の病を殺してくれますからひとつきもすれば一方が治ると一緒に片方も治るでしょう。7. アルマンドのような病気には都合のいいことが一つある。ぽっくりと死ぬることもあるが死ななければ回復も早い。 実際アルマンドはあの事件から二週間も経つともう回復期に行ったがその頃には私とも非常な仲良しになっていた彼の病中私はほとんど彼のそばを離れなかったのである春は今花咲鳥うとうてまさに竹縄であった庭に開いた窓からは健やかな風が吹き込んでいた 医者はすでに起きることを許していたので私たちはよく窓のところに座って12時から2時頃の日の高い間をいろいろと話し合った私は彼に悲しい記憶を思い出させることを恐れて努めてマルゲリートのことを言わないようにしていたがアルマンドの方は彼女の話を喜んでおるように見えた。 それも以前のように涙などはこぼさないで、楽しげな微笑を浮かべて話すので、私にも大体いい彼の気持ちがわかったのであった。実際あの墓地に行って、あの恐ろしい光景を見て以来、彼の悲しみは病気に征服せられて、マルゲリートの死に対しても以前のような考え方はしていないことが私にもわかってきた。ああして、 自分で確かめてみて彼は一種の慰めを得たのである彼はひたすらマルゲリートとの幸福な情知を強くしてそれ以来のことを思わないようにしてるらしく見えた熱のためにすっかり弱ってしまった彼はだんだんよくなりかけた今でもまだ激しい感動には耐えられない状態にあったしかも今彼は喜ばしい春に包まれているのだ 彼の心が本能的に喜びの姿を求めるのも無理からぬことであるある夕方私たちはいつもより遅くまで窓のところに座っていた素晴らしい天気の日でまさに眠りにつこうとする太陽が金色の空を作り出していたそれはパリにいるとも思えないほど物静かな晩で 馬車の音さえ稀にしか聞こえないほどであるあれはちょうどこの頃の「今日のような晩だったね僕が初めてマルゲリートに会ったのは」とアルマンドが言い出した私の言うのを聞いてるというよりもむしろ彼自身の思いに耳を傾けているような様子だった私は答えなかったと彼は私の方へ向いていった 僕のことをすっかり話そう。きっとそれで本が一冊できるよ。誰も信じないかもしれないが、とにかく面白いことは面白いだろう。持った後に話したらどうだね、と私は言った。君はまだそれほど丈夫になっていないのだからね。今夜は暖かいし、鳥を一日分食ったし、と彼は笑いながら言った。熱はないし、することはないし。 だから今話そうというのだよ。君がその気なら聞いてもいいな。彼が話したのがこれである。私はほとんど一言もこの物語に筆を加えていない。そうだ。アルマンドは椅子の背に深く頭を埋めて続けた。そうだ。ちょうど今日のような晩だった。 僕はその非友人のガストンと一緒に田舎に遊びに行って夕方パリに帰ってきたが何もすることがないのでバレエテ座に出かけて行ったのだそのある幕あに廊下に出ていると僕たちのそばを背の高い女が一人通って行くのだその女にその友人がお辞儀をしたから「今の女は誰だい?」と僕は聞いてみたのだ マルゲリート・ゴーチェさ」と彼は答えた。非常に変わったようだね。僕には誰だかわからなかったよ。君にはすぐわかるだろうが、僕は一種の感動を持っていったのだ。病気してたのだよ。かわいそうだが。そう長くは持たないね。その言葉を僕は昨日話されたことのように覚えているよ。 実はその前すでに2年間近く僕はあの女を見かけるごとに一種変な印象を受けていたのだなぜだかわからないが僕の顔が青くなって鼓動が激しくなるのだ僕の友人に一人錬金術を研究している男があるがその男の説によるとそういうのが液体の神話力というやつだそうだとにかく僕は マルゲリとと恋にに落ちるる運命にあることを自分で知っていたのだ。実際彼女は非常にはっきりした印象を僕に与えていたし僕の友人たちもそれに気づいて相手が彼女なのでずいぶん興味を持っていたものなのだ僕が最初にあの女を見たのはプラズ・ドラ・ブロースのシュスの店先でだった。 そこ一台の馬車が止まって白い着物着た女が一人降りて出たのだ。店に入るとみんなが単焦の声を上げてささやき合っているではないか。僕はというとその女が店に入ってから出てくるまでそこに釘付けされたように立っていたよ。そこから女が物を選んでいるのが窓越しによく見えるんだ。 僕ははよよっっっぽど店の中に入ってみようかと思たたがそれだけは良した相手が誰だかわからないし僕が入っていった意味をさせられても具合が悪いと思ったものだからねとにかく僕はまたと再びこんな女に会えるとは思わなかったのだその時の着物は実に粋だったね裾ひだのたくさんあるモスリンの着物でね 隅の方に錦糸や絹糸で花の刺繍をしたインド肩掛けをして帽子は麦わらで片方の手に腕輪をはめて重い金の鎖を下げているんだそういうのがその頃やっと流行りかけていたのだねやがて彼女は馬車に乗って帰っていった店員の一人がその馬車を見送っていたから僕はその男のところへ行って 今の女のの女名前を聞いたのだ「マルゲリート・ゴーゼ城」とその男が答えた僕は女の住所を聞くわけにもいかないのでそのまままた歩き出したこれは僕には本当に一つの幻だったがこの幻の記憶はその後も容易に僕の頭から去らなかったどこに行っても僕はこの気高い白衣の美人を 待ち設けていたそれから23日してオペラ「コミーク・ザ」に大芝居がかかったがその時僕が最初に見つけたのがこのマルゲリート・ゴーゼであった僕と一緒に行っていた青年もすぐに彼女を認めて彼女の名前を挙げて僕に言ったあの綺麗な女を見たまえちょうどその時マルゲリートも僕たちの方へオペラグラスを向けたが 友人を見るとこちらに笑いかけて彼女のそばに来るようにと手招きをした僕行ってちょっと挨拶してすぐ帰ってくるからねと彼が言った僕は君は幸福だねと言わないでいられなかったどうしてだいあの夫人に会いに行くんじゃないか君あの女に恋してるのかいいいや 僕はどう言っていいかわからないで赤くなっていった。しかし、ああいう人と知り合いになれたら愉快だろうと思うんだ。じゃあ一緒に来たまえ、紹介しよう。紹介していいかどうか、あの人に聞いてみてくれたまえ。大丈夫。あの女にそんなめんどくさいことはいらないよ。来たまえ。こう言われて僕はちょっと心配した。 マルゲリートという女は僕が持ってるような感情に値しない女であるかもしれないと思ったからであるアルフォンス・カールの本の中にある晩一目見て惚れたある女をつけていったある男のことが書いてある彼はこの女の手に接吻するためにはどんなことでもしよう何者でも征服しようと思い込んでいるほどだったからその女が往来で 着物の裾を上げても足首を見る気にさえなれないほどであった彼がその女を手に入れることを無双しながら歩いているとある街角でその女が立ち止まって彼女と一緒に家に来ないかと言った男は早速顔を背けて悲しい思いで自分の家に帰っていったこの物語を思い出した僕はこの女のためには どんな犠牲でも払うしどんなに長くとも待とうと思っていただけにあまりにたやすく知り合いになってあまりに早く望みを達するのがむしろ恐ろしかった実際男というものにはそういうところがあるものだもし誰かが僕に向かって今夜この女を売れば明日は殺されねばならないと言えば僕は喜んでその女を頂戴するだろうが 10ポンと出したらあの女の恋人にしてやろうと言われたのでは、僕はそれを拒むに違いない。お城の夢を見ていた子供が目が覚めてお城が消えたので泣き出した。あれと同じ気持ちを僕たちは経験するわけだ。しかしそうは言うものの、僕はやはり彼女を知ってみたかった。こんなことでもなければ僕の決心はつかないからである。そこで僕は、 ぜひとも彼女に僕を紹介していいかどうか聞いてくれるように友人に頼んで一人で廊下を行ったり来たりしていた「もうすぐ彼女に会えるのだがどんな風にして彼女の顔を見てやろう」などと思って僕は密かにその時の言葉を考えたりもしたものである間、ま、もなくその友人が帰ってきて「彼女が待ってるよ」と言った。 あの人一人と僕は聞いたもう一人女がいる男はいないのいないよじゃあ行こう友人は劇場の出口の方へ歩き出した「そっちじゃないだろ?」と僕が言った「お菓子を買ってきてくれる」と言うから買いに行くんだよ二人はオペラ通りのある菓子屋に行った「店にありったけを買い占めてもいい気であれかこれかと見計らっていると。 その友人がブドウ糖1ポンドくれろと言った。あの人それが好きなのかい。これしか食わないのだ。誰でも知ってるよ。店を出ると友人は言い続けた。うん。君はあの人の素性を知ってるのかい？公爵夫人じゃないのだよ。若濃いものだよ。君だから何も恥ずかしがるに及ばないよ。 何を言ったったて構わないのだよ「ああそう僕はつぶやきながら彼のあとに従ったもうすぐ僕の思いが届くのだとひそかに自分に言い聞かせながら <noise> 僕がボックスに入っていった時にはマルゲリータはしきりに声を立てて笑っていた。 僕はむしろ悲しそうにしてくれた方がいいなと思った友人が僕を紹介するとマルゲリートはちょっとうなずいてから「それで私のお菓子は?」と言った「ここに持ってます」受け取る時に彼女は僕の顔を見た僕は赤くなって目を伏せた彼女が隣の夫人に寄りかかるようにして 耳のところで何かささやくと二人は笑い出した無論僕のことで笑ったのに違いないので僕はますます照れてしまったその頃僕には一人の女があった非常に愛らしい感傷的な少女でその感傷的な憂鬱な手紙は随分僕を嬉しがらせていたものである僕はその時その女のことを思い出して 非常にすまない気がしたことを覚えているしかしマルゲリートは僕にかまわないでブドウ糖ばかり食べていた友人は僕の滑稽な立場を気にして「マルゲリート」と言ってくれたデバルックンが黙ってますがねびっくりしなくてもいいのですよ面食らってるのですからそうじゃないのでしょあなた一人だと退屈だから ご一緒にししたのでしょう「もしそうだったら僕を紹介していいかどうかエルネストに聞いてくれなんて言わなかったでしょう」と僕は言った。そう言ってつまりその嫌な時を延ばしていらしたのでしょうマルゲリートのような女について何も知らない人間でもこうした様子を見れば彼らが気の利いた風なことを言って。 初対面の人間にからかっているということに気づかないではいられないだろうこれはもちろん彼らが毎日会ってる人たちから受ける屈辱に対する報復であるに違いないそれにうまく受け答えるにはある修練を要するわけだが僕はそんな修練を積んでいなかったのみならずマルゲリートという女をひどく重大に考えている僕には この冗談もひどく重大に響いて無頓弱に聞き流しているわけにいかないのだ。僕は立ち上がって自分にも静止きれず恋の調子を変えていった。そんな風に僕を考えになるのでしたら僕ごめんごこむります。これで失礼します。そう言ってお辞儀をしてボックスを出ると戸の向こうでまた笑い声が聞こえた。 その時誰か僕に肘でも当てようものならただでは済まなかったに違いない僕は自分の席に帰ってきた幕開きのベルが鳴り出したエルネストが僕の隣の席に帰ってきた今のは何だい席に着くと彼は言った君は気違いだと思われるよ僕が出てきてからマルゲリートは何と言ったい あんな面白い人を見たことがないって言って笑ってたよ。しかしまだこれから機会はあるからね。ただああいう女と真面目に付き合っちゃ損だよ。礼儀も作法も知らない連中だからね。そんなことは犬に香水を嗅がせるようなものだよ。嫌な匂いだなと思って溝の中へ飛んでいくからね。しかしそんなことはどうでもいいよ。と僕は無頓着らしく言った。 もう二度とあんな女には会わないし会わない前には好きでも今はもうそうじゃないからね。よせやいそのうちに君があのボックスの後ろに収まってあの人のためにめちゃめちゃになりかけてるそうだなんて噂が立たないとも限らないからね。しかしとにかく君の言う通りにあの女はあまり高等じゃないよ。しかし色にすればなかなか可愛いには違いないだろうね。 幸いにその時幕がいたのでその友人も黙ってしまった。もろん僕は舞台などは見ていなかった。ただ絶えず僕が今出てきたばかりのボックスに目をやっていたこととそのボックスに絶えず新しい客の顔が出入りしていたことだけを覚えている。マルゲリートを思い切るなんて思いも及ばなかった。むしろその反対の考えが僕を捉えていたのだ。 向こうもボレーだがこちらも失礼だったと思えてきたのだ僕は自身の身頼を空にしてもあの女を手に入れてやろうとひそかに思ったのだった大詰めになる前にマルゲリートと連れの女とがボックスを立った僕もすぐ立ち上がった君行くのエルネストが言ったああどうして彼もその時向こうのボックスが空なのを見て 行きたまえ行きたまえと言った成功しないにしてもうまくやってきたまえ僕は出て行ったはしご段まで行くと気のずれの音と人の声とが聞こえてきた僕はそばにのいて見つけられないように二人の女を通り過ごさせた二人の若い男がそばについていた劇場の出口で彼らは一人の別当にあった カフェアングレイの前で待ってるように御車に行っておくれとマルゲリトが言った私たちは歩いて行くからねそれから数分後に僕はそのカフェの窓越しに彼女が椿の花を一つ一つむしっているのを往来から眺めていた青年の一人が彼女の肩に寄りかかって彼女の耳にささやいていた 僕はメイゾンドールの1階に陣取ってその窓から目を離さなかった朝の1時になると4人は一緒に馬車に乗った僕も馬車に乗ってその後をつけた馬車がダンタン街9番の前に泊まるとマルゲリータは降りて一人で家に入っていったむろんただそれだけのことであったがそれでも僕の心は嬉しさでいっぱいだった その後僕は度々芝居だのシャンゼリゼだのでマルゲリートに会った相変わらず彼女はキラを尽くしていたし僕も同じ感動を持ち続けていたそのうちに2週間ばかり彼女を見かけなくなった僕はガストンに会って彼女のことを聞いてみた「かわいそうに大病だってさ」と彼が答えた「廃病なんだよ」 あの生活をしてちゃとても治りっこないからね寝たきりで死にかけているんだよ人の心は妙なもので僕はそれを聞いてほとんど嬉しくなったものだ実際その日から僕は毎日彼女の家に行って名前も言わず名刺も置かないで容体を聞いてきたんだそしてそのうちに彼女が少し良くなってバネールに行ったことを聞いたのだ そのまま日が経つにつれて僕の記憶もというよりも印象も次第に消えていった僕は旅行もしたし恋愛もしたし仕事もあればしきたりもあるのでもうそんなことを考えている暇もなかったしたまたま思い出したにしても若い頃の情熱として一生に伏する程度になっていたのだ実際またもっとよく覚えていたにしたところで 僕の名誉になるわけではないのだ。前に言ったように、割り当ての廊下ですれ違った時でさえ、僕には彼女がわからなくなったくらい、マルゲリートというものを忘れていたのだからね。なるほどその時には彼女はベールをかけていた。しかしこれがもし2年の前だったら、顔を見ないでも直角的に彼女だとわかる僕だったのだ。しかしとにかく。 あれが彼女だったとわかると僕の心臓がまた波打ち出したのだ彼女に会わなかった2年の歳月とその結果とがこの一瞬間に煙のように消え去ったのだ八。8. しかしアルマンドはちょっと間を置いて話し続けたこうして自分がまだ彼女を恋していることを知りながら その時僕が一番マルゲリートに言いたかったことは僕の方が彼女よりも強い人間だということであった人間の心というものはその思いを遂げるためにはどんなにでもさまざまな道をとるものだしまたどんなにでもさまざまな理屈を考え出すものである僕はもう廊下にいられなくなって早速土間の自分の席に帰って 彼女がどのボックスにいるか見回してみた。彼女は一階のボックスにただ一人でいた。彼女は実際変わっていた。もう以前のように無頓着そうな微笑などは浮かべていなかった。あれから彼女は苦しんできたのだ。今も苦しんでいるのだ。もう4月だというのに、彼女はまだ冬の着物を着て毛皮に包まれていた。 僕がしげしげげと見ているのが彼女にも分かったらしい僕の方をちょっと見てまたオペラグラスで見直して誰かは分からないがとにかく窮地であることが分かったらしい彼女はオペラグラスをそばに置くと僕がするはずのお辞儀に応えるかのように例の微笑を怖くてきな女らしい挨拶を口の辺りに漂わした。しかしか僕は 彼女の上手に出るつもりで彼女を忘れたような顔をして返事を返さないでいた彼女は見損ないだと思って目をそらしたそこへちょうど幕が開いた僕は随分たびたび劇場でマルゲリットに会ったが彼女が舞台に注意していたことなどはかつて見たことがない僕も無論芝居などは見たくもないのでできるだけ気づかれないように努めながら 彼女にばかり注意を集めていた。すると偶然彼女が向こう側のボックスのある人に流し目を送ったのが僕の目に留まった見るとそれは僕がよく知っているある婦人だった彼女も以前はお囲いものであったが舞台の人になろうとして失敗したのでその後パリの竜工会の知人の講演を得て 現に婦人ソーシング店をやっている女だった僕は早速この女を利用してマルゲリートに会うことを考えついたので彼女がこちらを向いた時に手を振ってみた予期した通りに彼女はすぐこちらに来いというように手招きをした「プリューダンス・ジュヴァルノーこれがこのソーシング屋さんの結構な名前だが」は例の「太っちょ」の「 四女の一人でこういうおばさんに聞けば大した外交的手腕はなくても大抵のことが分かるものであることに僕が聞きたいと思っているような簡単なことならわけなく話してくれるああした種類の女なのである僕は彼女がマルゲリートに笑いかけた瞬間を利用してすぐ「誰に笑ってるのです?」と聞いてみた「マルゲリートゴーチュ あの人知ってるの知ってますともうちの男遺産だしお隣同士ですものあなたは団坦街にいるのですか7番ようちの窓とあの人の衣装部屋の窓とが向き合ってるのですものなかなか愉快な女だって言うじゃありませんかあんたまだあの人知らないの知らないだから会ってみたいと思っているのです じゃあこのボックスに来いって言ってみましょうか。いやむしろ僕を紹介してもらった方がいいですね。あの人の家でええ。それはちょっと難しいござんすね。どうしてやきもち焼きの老後爵があの人を保護してるのでね。保護とはうまくいったものだね。まったく保護なのよ。とポリオダンスは答えた。 それ以外には何もできない老人なのですからねそこでプリューダンスはマルゲリートがどうしてバネールでその公爵と知り合いになったかを話したそれだからつまりあの人は一人で来てるのですねそうよしかし帰る時には誰が送っていくのですその人よわざわざやって来るのですかもうすぐ来ますよそしてあなたは 誰が送っていくのです誰も来ないわよ。僕が送って行きましょうかでもあんたお友達と一緒じゃないじゃあ2人で送って行きましょう。そのお友達は誰なの実に愉快な面白いやつです。あんたを知ったら喜ぶでしょう。そう。ではこの芝居が済んだら帰りましょう。最後のはもう私知ってるから。結構です。では僕友人に話してきますから。 そう、じゃあおや僕が行こうとするとボリョーダンスは言い添えた「来ましたよ講釈がマルゲリートのボックスへ」僕はその男を見た70ばかりの老人が彼女の後ろに座ってお菓子袋を渡していた彼女はすぐ笑いながらそれに手を突っ込んだがやがてボリョーダンスの方へ差し出して「持ってらして」 というようよな身振りをしたいいえとボリューダンスが合図したマルゲリートは袋を引っ込めて公爵の方へ向いて何か話し始めたこんな細かいことを話して君はさぞ子供らしいと思うだろうがマルゲリートに関する限り僕は何でも昨日のことのように思い出さないではいられないのだ僕がガストンのところへ行って 決めてきたことを話すと彼はすぐ承諾したので、二人は立ってジュベルのア夫人のボックスの近くに行こうとした。ちょうどどまの入り口を開けようとするところへマルゲリートと公爵とが来たので、二人はそれに道を譲らねばならなかった。僕はその時、自分がもしこの老人の地位になれるのだったら、十年の寿命を縮めてもいいのだがと思ったものだった。 にに出た彼らはすぐ馬車に乗って公爵自身手綱を取ってたくましい2匹の馬を走らせて去ったそれを見送って僕たちはボリューダンスのボックスに帰っていったがやがてその芝居が済んだので一緒の馬車で団体街7番に乗りつけた「門のところでボリューダンスは家に上がって陳列室を見ないか」と言った。 それは彼女がひどく自慢にしているものらしかったし、僕たちもまだ見たことのないものだったので、僕たちはもちろん、大喜びで、それを承知した。僕は次第次第に、マルゲリートに近くなるような気がして、すぐに話をその方へ向けた。あの老ー者君も、このお隣にいるのですかと僕は、プルダンスに聞いた。いえいえ、いいえ マルゲリーと一人きりよそれでは非常に退屈なわけですね」とガストンが言っただから私たちは夜分は大抵一緒にどこかへ行くかさもなくばあの人がここへやって来るのあの人は朝の2時より前には決して寝ないのですよそれまでは眠れないのですってどうしてでしょうモが苦しくっていつでも大抵熱があるのよ恋人なんかないのですか と僕が聞いた私が帰ってくる時に誰か残ってるなんてことはまだ一度もないようですが私がいない時に誰も来ないとは言いませんよ。やぶによく会う人に「N 伯爵」というのがありますがねこの人は11時ごろに訪ねて行ったり莫大もない宝石を送ったりして大いに営んでる気でいるのですが女の方では一向 ありがたがたってもいないなのですよ。その点マルゲリートが少し見違えてるのですよ。その人は非常な金持ちですからね私はしょっちゅう「お前さんあの人にするがいいよ」と言ってあるんですがとても駄目なのです。私の言うことなら大抵のことは聞いてくれるあの人がその時に限って頭を振って「あれじゃあ,あんまりノルマすぎる」って言うんですよ。 それは全くノロマには違いないけれど今の旦那もいつ死ぬるかわからないのだからあの辺で我慢しておくといいのですよ老人というものは誰でもみんな自分勝手なものですしそれに公爵家の人たちがマルゲリートのことをやかましく言ってますから老人が死んでもあの人は何ももらえるわけじゃないのです私がそれを言うとあの人は公爵が死んでから 伯爵の世話になったって遅くはないというのですが今のようにして暮らしてて何が面白いのですかねこんなことは私の柄じゃないのですがそのうちに仕事にかこつけてあの老人をよそにやってしまおうと思っているのですそりゃ実に変な人でしてねまるで自分の子供か何かのように娘娘と言って邪魔ばかりしているのですよ 今でもきっと下男が一人往来に立ってて出入りの人を見張っていますよ気の毒なものですねガストンはピアノに座ってワルツを引き出しながら言った僕はそんなこととは知らなかったのですが近頃あまり元気そうでないと思っていましたちょっとボリューダンスが行って聞き耳を立てたのでガストンもピアノをやめた 私を呼んででるようですね。僕たちは耳を澄ました「ブリューダンス」と言ってる声が聞こえた「さあではお帰りなさい」ジュバルの夫人が言った「おやおやご挨拶ですね」ガストンが笑いながら言った「僕たちはいいことがあるまでは帰りませんからね」「なぜ僕たちは帰らなきゃならないのです私がマルゲリトのところへ行くからですよ」 じゃあ僕たちはここで待ってます。ダメですよ。じゃあ僕たちも一緒に行きましょう。なおダメ。僕はマルゲリートを知ってるのだから大丈夫です。とガストンが言った。しかしアルマンドが知らないじゃありませんか。僕が紹介してやります。ダメダメ。また、ボリオダンスを呼んでいる。マルゲリートの声が聞こえたので、ボリオダンスは窓のところへ出て行った。 僕もガストンもそれについて言ったが向こうからは見られないように姿を隠していた「10分間ばかりここにいらしてちょうだいな」まるで命令しているようなマルゲリートの声が向こうの窓から聞こえてきた「何の御用すぐ来てほしいのなぜ?」。 N 伯爵がまだいるのうるさくってたまらないから私今行けないのどうして若い人が2人来てて帰るのは嫌だと言ってるのよ出かけなくっちゃならないからって言えばいいじゃないの言ったのよじゃあ売っちゃっといていらっしゃいよあなたがいなくなれば帰って行ってよそんなことすればうちの中をめちゃくちゃにされちゃうわその人たちどうしてくれるって言ってるの あなたたに会いたいのですってなんて言うお名前一人はご存知のガーストあああの人知ってるわ今一人はアルマンド・デュバルという人知らないでしょ知らないわでも連れていらっしゃいよ伯爵よりはマシだわねえすぐいらっしゃいねマルゲリートが窓を閉めるとプリオダンスも閉めた僕の顔をちょっと思い出したマルゲリートも 僕のの名前は忘れていたのだしかしこうして忘れられているよりも覚えていられた方が始末が悪かったに違いない僕たちに会ってマルゲリートはきっと喜ぶに違いないですよとガストンが言った「喜ぶというのは間違いでしょう」プリューダンスは帽子や肩書きを着ながら言った「伯爵がうるさいからあなた方に会うんじゃないの」 だから白爵よよ。りも愉快にしなくちゃダメよそれでないとマルゲリートという人は私のせいにしてしまいますからね2人はポリオダンスについてはしご段下りた僕は震えていたこの訪問が僕の一生を支配するように思えていた僕はオペラコミークのボックスで初めて紹介された時よりもどぎまぎしていた門の前に行った時には何にも考えられないほど 動機が高まっていうちの中からピアノの音が聞こえていたポリオダンスがベルを押すとピアノの音がやんだ女中というよりもむしろ同居人といった格好の女が戸を開けた僕たちは応接室を通って君がよく知っているあの居間に導かれた一人の若い男が暖炉のところに寄りかかっているそばでマルゲリートがピアノに向かって でだららめの小曲に指を走らせていた全体がいかにも退屈らしい光景で男は泣くもがなに扱われてじりじりしているし女は女で鬱っしいお客に退屈しきっているという様子だったブリューダンスの声を聞くとマルゲリートはいかにもありがたそうな顔して彼女のほへ近づいてきた「いらっしゃいようこそ」。 「ガストンさんこんばんは」マルゲリートは僕のズレに行った「ようこそなぜ今日バレエテてで私のボックスにいらっしゃらなかったのご迷惑だろうと思いましたからお友達じゃありませんかマルゲリートはそう言ってちょっと間を置いた親しそうな口は聞くが決してお友達以上の関係ではないということを みんなに示そうとしているような様子だったお友達ならいつでも歓迎してよではアルマンド・デュバル君がご紹介してようござんすかそれはもうボリューダンスに承知してあるのよご紹介だけならばと僕はお辞儀をしていくらか格好のついた上司で言ったすでに一度してもらったことがあるのですマルゲリートの美しい目は 「古い記憶を送り出そうとするらしかったが思い出せなかった」「あるいはそう見せたのかもしれない」「いやそれを忘れていてくだされば僕も大変ありがたいのです」と僕は言い続けたあの時は非常に失礼をしてさぞお嫌だったろうと思いますから2年前オペラコミークでエルネスト「ああ思い出しましたわ」とマルゲリートは笑いを含んでいった。 いや失礼なのはあなたじゃございませんわ。私がいたずらっ子だったのですわ。そりゃ今でもそうですけれども。でも少しはましになったかもしれませんわ。私をお許しくだすって。彼女が手を差し出したので僕はそれに接吻した。まったくと彼女は言い続けた。私には初めてお会いした人をからかってみたくなる悪い癖がありますの。 本当にバカなことですわね。お医者様に言わせるとそれ私が神経質でいつでも病気しているせいなのですってだからお医者様を信じてくださいましなしかしすっかりもうご丈夫のように見えますがええ一時は大変悪うございましたの存じてます誰にお聞きになって誰でも知ってます 僕もしょっちゅう伺いに行ってましたが大変およろしいと聞いて非常に喜んだわけでしたでも誰もお召しをくれませんでしたわね僕が置かなかったのですでは病中毎日来てくだすってお名前を知らないでいらした方はあなただったのですわねそうです僕でしたまあではあなたは勘太以上ですわねえ伯爵 「あなたはそんなことはしてくださいませんでしたわね」彼女は女が男を品定めする場合のあの特殊な目配せを僕にくれてから N 伯爵の方へ向いていった「僕とあなたとは2ヶ月この方の知り合いですからね」と伯爵が答えた「だってこの方とはまだ5分間の知り合いじゃありませんかおかしなことばかりおっしゃる方ねえ。 女というものは自分の好かない男に対して無慈悲なものである。伯爵若くなって口をつぐんだ。僕は彼が気の毒になった。彼も僕同様に彼女に恋してるに違いないのだがこうあからさまにやられてはことに見知らない二人の前でやられてはたまらないだろうと思った。今ピアノを弾いていらしたようですがと僕は話題を変えようと思っていった。 一つ昔なじみに敬意を表すると思って聞かせてくださいませんでしょうかまあ彼女はソファに寄りかかって僕たちにも座るように会釈し,していった「私の音楽のことはガストンさんが知ってらっしゃるけれどそりゃ大変なの伯爵と二人きりの時だと大変都合がいいのですけどねあなたにはまあそういう苦しみはさせないでおきましょう」。 つまり僕にはその選択権があるわけですか」と N 伯爵は自分の皮肉を和らげようとして微笑を浮かべていった「失礼ですけど選択権じゃありませんよそれ一つだけですからね気の毒なその男は口も聞けなくされてしまった彼は本当にすがりつくような目つきでマルゲリートを見た「それでプリダンス と彼女は言い続けた私の頼んでおいたことをしてくれてしましたよそうじゃああとで話してちょうだい相談しますからそれまではあなたも黙っててねしかし僕たちは侵入者ですしと僕は言ったそれに僕たちはというよりもむしろ僕は2度目の紹介で最初のを帳消しにしたわけですからこれでもう失礼しましょう いいえ、どうぞそういう意味ではございませんの私あなた方に言っていただきたいのですから伯爵は非常に立派な時計をポケットから出して時間を見てから「僕はこれで失礼しましょう」と言ったマルゲリートは何とも答えなかったそこで彼は暖炉のそばを立って彼女のところへ行って「ではさようなら」と言ったマルゲリートも立ち上がって あら、伯爵もうお帰りになるのですかだいぶお退屈をさせてるようですからいいえ今日はいつもよりも退屈じゃございませんでしたのよで今度はいつお目にかかれますのいつでもあなたのお許しがある時にではさようなら君にもわかるだろうがひどくそっけないものだった幸いにこの伯爵は 素晴らしくお行儀のいい人だったしお人よしでもあったのでただマルゲリートの手にキスしただけで僕たちにお辞儀をして出て行った彼は戸口を出る時にポリオダンスに一別を投げたポリオダンスは「どうするつもりなね私はやるだけのことはやってるのだが」と言いたげに肩をゆすってみせた「なな」とマルゲリートは叫んだ 表戸が開いてまた閉まる音が聞こえたとうとう帰っていったわね帰ってくるとマルゲリトは叫んだあんなに神経に触る人ってあらしないまああんたあんなに親切な優しい人そんなにもごく扱うものじゃないよ暖炉の上にあるこの時計だって安くとも3,000フランはかかってるのだからね フォリオダンスはそう言って物欲しそうな目でそれを眺めていたしかし私はマルゲリートはピアノの前に座っていったあの人のくれたものとあの人の言うことを比べ合わせてみればあの人は非常に安い金でここへ来る権利を買ってると思うのあんたに惚れてる人はかわいそうだね私に惚れた人のお相手になってた日には ご飯を食べる暇もなくなくってしまうわこう言って彼女はピアノに指を走らせ始めたがやがて僕たちの方へ向いていった何を召し上がって私はポンスが少し欲しいのですけれど私なら鳥でも結構ですねとプリューダンスが言ったみっそのこと夜食にしたらそれそれ夜食を食べに出かけようじゃないですかとカストンが言った 夜食食ならここで食べましょうよ彼女がベルを鳴らすとナナンが入ってきた何か夜食を取ってこさせてちょうだいな何に足しましょう何でもいいから急いでねナナンが出て行ったさあさあマルゲリータは子供のように飛び上がったご飯を食べるのねあの伯爵のアホうんざりさせるったらありゃしないわ。 見れば見るほど僕は彼女に引きつけられてしまった彼女は素晴らしく美しいのだそのすらりとした姿がたまらなくいいのだ僕は思わず考え込んでしまったその思いがどんなものであったかそれを説明することは困難である僕は彼女の美に対して満行の惨憺を捧げるとともに彼女の生活に対して腹いっぱい寛大になれた あんなに金持ちであんなにおしゃれな青年が全財産を捨てていいよってくるのに彼女の方ではまるで受け付けないのだその一時で彼女の過去のすべての過ちが弁解されると僕は思ったのだった実際この女には一種の率直さがあるその罪にはまだ処女性があるそのしっかりした歩きぶりもしなやかな姿も 色の開いた小花も、青みがかった大きな目も全て一種爆発性の香りを発散する熱烈な性質を示しているそれはちょうど東方瓶のように蓋を閉めれば閉めるほど匂いが出ていくのであるさらに彼女の天性かそれとも熱のためかわからないがこの女の目の中には絶えず一種の欲望がギラギラしていて。 そのの愛するものを無情の喜びに連れてしかもマルゲリートを愛した者が無数であるように彼女が愛した者も,も無数なのではないかこの女の中にはまた何でもない者を娼婦にならせる処女があると同時に何でもない者を純潔な処女にならせる娼婦があるとも言うる。 彼女はまだ誇りと自負と思っている。その二つの感情を傷つけられることがすでに侮辱の感じになるのだ。僕は深い思いに沈んで黙っていた。それでは、突然彼女が言い出した。私が病気の時にお見舞いに来てくださったのはあなただったのね。そうです。本当にどう言ってお礼を言ったらいいでしょう。 時々お目にかかりに来させていただけばいいのです。5時から6時までと、11時から12時までならいつでもいらしてちょうだい。さあ、ガストン、ワルツの正体を弾いてくださいな。なぜです第一に私を喜ばせるためよ。第二には私が弾けないからよ。どこが弾けないのです第三楽章のシャープのところ。 ガストンはピアノの前に行ってあのウェーベルの驚くべきメロディーを弾き始めたその前に楽譜が開いて置いてあったマルゲリートは片手をピアノの上に置いて楽譜を追いながら低い声で合わせたガストンが彼女の上げた場所まで弾いてくると声を高くして自分もピアノの上の方で指を走らせながら「ドレミドレファ」 ここができないのもう一度ガストンが繰り返すとマルゲリートは言った「じゃあ私がやってみるわ」彼女が代わって弾き始めたがいたずらな彼女の指はある場所に来ると必ず失敗させてしまった「ねえこんなところが弾けないなんてとても信じられないくらいでしょう」彼女はまるで子供のように言うのだった。 これで私朝の2時間をししてしまうことがあるのよ。私があの伯爵に腹が立つのも一つはそのためなのだってあのおばかさんが譜面も何も見ないで実にきれいに弾くのですものそして彼女はまた始めたが結果は同じだったウエベルも譜面もみんなピアノもみんな鬼に食われてしまえだ彼女は楽譜を部屋の 方に投げ飛ばして叫んだどうしたら一体入り違いのハッシュアップが弾けるのでしょうね彼女は腕を組んで僕たちの方を見て足を踏み鳴らした同時に血が方に登って小さい咳をしたさあさあ帽子を脱いだポリオダンスは鏡の前で髪をなでつけながら言った自分で怒って体を悪くしたりしちゃダメですよ いてご飯にしましょう。私はもう死ぬほどお腹が空いてるのだから。マルゲリートはベルを鳴らしておいて、またピアノの前に座って、スラスラと伴奏を弾きながら、非常にわいせつな歌を口ずさみ始めた。ガストンもその歌を知ってたので、自然に一種の合唱になった。そんな加藤の歌はよした方がいいですね。僕は頼むようにマルゲリートに言った。そう。 全くですわね彼女は言って笑いながら手を差し出した僕にとってじゃないあなたにとってですよマルゲリートは久しぶりに礼儀作法にお目にかかったと言いたげな身振りをしたちょうどそこへナナンがやってきたご飯の用意できてとマルゲリートが聞いたはいただいまついでだからとプリューダンスが僕に言った おうの中を見せていただいたらいらっしゃい。案内しましょう。君が知ってるようにあの客間は素晴らしいものだった。マルゲリートも僕たちと一緒にちょっといたがやがてガストンを呼んで食卓の用意を見に食堂に入っていった。まあ、正卓の上にあった小さいセイスクの写真を見るとポリューダンスは言った。あんたがこれを持ってると思わなかった。 どれ鳥かごを持ってる羊飼いよ。よかったら持っていらっしゃい。まあ取り上げるのはよしておきましょう。私冗長にくれてやろうと思ってたの。ずいぶん嫌な絵じゃないの。でもあんたがよかったら持っていらっしゃい。ポリオダンスはもらったとも思わない様子でただそれを見ただけで元の場所に置いてぼっこ一生部屋に案内した。 彼女はそこで並んでかけてある二つの肖像画を示して。これが G 白爵。マルゲリートを非常に可愛がって交際社会に出してやった人なの。あんた知らないいいえ、この人は僕は今一つの肖像画を指していった。これは L 死尺。筆足させられましたね。どうして死んだよめちゃめちゃにしたのですね。 マルゲリートに惚れるとそういうことになるのですよむろんマルゲリートも愛してたのでしょうねそこがおかしな人でよくわからないのよお別れに来た時にはわんわん言って泣いたくせに立っていたその晩にはいつものように芝居に来てるのですからねちょうどそこへナナンが現れて夜食の用意ができたことを知らせた 僕たちが食堂へ入った時は壁に寄りかかっているマルゲリートの両手を取ってガストンが何か低い声で話しているところだった「あなた気違いね」とマルゲリートが答えていた「あなたなんかに用事がないことは分かってるじゃありませんか」「二年越し惚れようが三年越し惚れようが私みたいな女に同じことですからね」「その時惚れなければもうそれっきりよ」さあ皆さんごはん。 こう言ってガストンの手から離れたマルゲリートは狩りを右に座らせ、僕を左に座らせてからナナンを呼んだ。席に着く前にね、台所に行って今夜は誰がベルを鳴らしても戸を開けちゃいけないって言ってちょうだい。この命令が朝の一時に与えられたのだ。この食卓で僕たちは勝手に笑いのみか作った。 いくらも立たないうちに陥落はその極点に達してある種の人には面白いかもしれないがそれを口にする人を堕落させるような言葉がナナンやポリオダンスやマルゲリートの喝采のうちに次々と放言されたガストンはすっかり強烈の体だった彼は非常にいい男だがしかし多少若者の悪臭にそんでるところがあったちょっとの 間は僕もなるべく自分を忘れようとしたし眼前の光景に無頓着になってこういう食事の作法らしいこうしたはさぎ方の仲間入りをしようとしたがしかし次第に僕はこの喧騒から身を引いてしまった僕は杯をいっぱいにしたまま悲しい思いでこの美しい二十歳女が酒を飲むのを見門番のようにしゃべるのを聞き 笑うにに従っててなる冗談を聞いていたしかしこうして飲んだりしゃべったりする陽気さは他人の場合には単に悪い仲間や悪い習慣の結果だと思って済むのだがマルゲリートにおいてはそれが熱のためや神経的な焦燥のためや忘れたいための必要からのように思えるのだ実際シャンペンの盃を重ねるに従って 彼女の方が熱っぽい色に蒸気してきたし、はじめはほとんどわからなかった咳がだんだん激しくなって、しまいには椅子の背に頭を持たせかけて、咳のたびに胸を両手で押さえなければならなくなるのだ。こうした弱い体を、こうして使い過ごして痛めている彼女を考えると、僕は非常に苦しかった。するととうとう僕がひそかに恐れていたことが起こってきた。 食事の終わりに近づいて、マルゲリートは激しい咳の発作に襲われた。胸が二つに裂かれるような咳だった。女は赤くなって、苦しそうに目を閉じてナプキンを口に当てた。一滴の血がそれを染めた。彼女は立ち上がって衣装室に走り込んだ。マルゲリートはどうしたのだろうガストンが尋ねた。 あんまり笑いすすぎて、したのですよ。毎日のことだから大丈夫よすぐ帰ってくるからうっちゃって起きなさいその方がいいのだからしかし僕はじっとしていられなかったプリューダンスやナナがびっくりして呼び止めるのも聞かずマルゲリートについていった10 彼女が逃げ込んだ部屋にはろうそくがただ一本ともっていた彼女は大きなソファーの上に上着を開いて倒れて片手で心臓の上を押さえ片手を体の横に落としていたテーブルの上の半分水を持った水盤に血の筋が落ちていた口を半ば開いて青い顔をしたマルゲリートはしきりに呼吸を回復しようとしていた 長いため息で時々胸が盛り上がったそれでいくらか楽になってしばらくはいい気持ちになるらしかった僕が近づいていったが彼女は身動きもしない僕は座ってソファーの上の手を取った「ああなたなのね」彼女は笑いを含んでいった「僕はよほど慌てていたに違いない」 あなたもお悪いの?」と彼女が言ったからである。いいえ、しかしあなたはまだ苦しいですか少し。そう言って咳のために出た涙を拭いた。今ではもう慣れてますからね。あなたは自分で自分を殺してるようなものですよ。僕は感動のこもった声で言った。僕があなたの友達か親戚かだったら。 こんなことはさせなかったのですがね。びっくりなさるには当たらないのですよ。なんとなく痛ましい調子で彼女は言った。いろいろの人が言ってくれますの。でも何をしてもダメなことは分かりきってるのですもの。彼女は起き上がってろうそくを暖炉棚に置いてそこの鏡を眺めた。なんて青いのでしょう。言いながら上着を閉めて。 乱れた髪をかき上げた「さあ食堂へ行きましょういらっしゃらない?」。僕は座ったまま動かなかった。僕がこの光景にどんなに深く動かされているかを見た彼女は近づいてきて手を差し出して「さあ参りましょう」。う僕はその手を取って唇に当てた。と我にもなく涙がこぼれてきた。まああなた赤ちゃんね。 またた僕のそばに座って言って泣いてらっしゃるのねどうなすってさぞ滑稽に見えるでしょうが今の様子を見て僕はたまらなくなったのです本当にご親切だわねでも私をどうご覧になって私眠れないのよだから多少の楽しみをしなくちゃならないの私のような女がどうなろうと問題にはならないわ 医者に言わせると私の血は喉から出るのだそうですがね私それを信じてるような顔をしてるの他にしょうがないじゃありませんかねえマルガリートさん僕はもう自分を制しきれなくなっていったあなたがこれから僕の生活にどういう影響を与えるかそれはまだ分かりませんが現在でも僕は妹以上にあなたに興味を持っているのです それは初めてお目にかかった時から変わらない気持ちなのです。だからどうぞご自分を大切にして今のような生活はよしてください。私が自分を大切にすれば私は死んでしまいますわ。私が生きていられるのはこうした熱っぽい生活を送っているからですわ。自分を大切にするなんてことは 家族や友達を持っている女にはできるでしょうが、私たちのような女にはできないことですわ。私たちが恋人の虚栄や楽しみを満たすことができなくなれば、みんな逃げていって、後には長い夜と長い昼とが残るだけですもの。私はそれを知ってるのです。私が二ヶ月どこ,こにいた時だって、三週間目にはもう。 誰も愛には来てくれませんでしたものね「むろん僕はあなたにとっては何でもない人間です」と僕は「僕」で言い続けたしかしあなたがそうさせてくださるならば僕はあなたにつきっきりで兄弟のように世話してその病気を治したいと思っているのですそして体が丈夫になった上でお望みならば今のような生活に変えられてもいいですが 僕はきっともっと静かな生活に入りたくなられると思うのです。その方があなたにとって幸福ですし、予望の美しさも損なわれないで済むと思うのです。今夜お酒のせいでそう思いになるのでしょうけれど、あなたにその辛抱はとてもできにならないと思いますわ。しかしマルゲリートさん、あなたが2ヶ月病気でいらした間に、 毎日お見舞いに来たのは僕じゃありませんかそれはそうでしたでもなぜ私に会いにいらっしゃらなかったのその時はまだあなたを知らなかったからです私のような女にでもそんなに貴重目にしなくちゃならないと思ってらっしゃるの誰でもいつでも不倫に対しては貴重目でなくちゃなりませんね少なくとも僕はそう思っています それであなたは私の面倒を見たいと思ってらっしゃるの思ってますよ。一日中ここにいらっしゃるいますよ。夜通しでもあなたが退屈にならない限りは。そういうのを何としちゃるの奉仕するとでも言いますかね。そういう奉仕はどこから出てくるのでしょう。同情に耐えないからです。 では私を恋していらっしゃるのまっすぐに言ってちょうだい。分かりよくっていいから。言おうと思えば言えますが、それは今日ではなくいつか話しましょう。しかしやっぱりおっしゃらない方がいいわね。なぜその結果は二つのものの一つしか出てきませんもの。なんですって私がそれを受け入れないとすれば、あなたは私に敵意をお持ちになるでしょうし、 私が受け入れるとすればあなたはヤクザな恋人を持つことになるじゃありませんかこんなに神経質で秒針で悲しいはしゃぎ方をする女なのですよしょっちゅう血を吐いて一年に十万フランを使い果たす女なのですよこんな女は公釈のような老人には向いてもあなたのような若い方には不向きですわその証拠には これまでもっと私の若い恋人はみんなすぐに私から逃げていったじゃありませんか。僕は黙って聞いていた。実に率直に一種の告白をしているのだ。僕はその金色のベールを通して彼女の悲しい生涯を一別した気がした。その浪費も飲酒も弱化しも全てこの悲しい現実から逃れんがための努力なのだ。 それを思うと僕はもう口がきけなかったでもこれはただおとぎ話よさあお手を貸してちょうだい食堂に帰りましょうあんまり長くなるとどうしてるだろうと思いますからね行きたかったらいらしてください僕はここにさせてもらいますからどうしてあなたが楽しそうにしてるのを見るのがつらいのです では私悲しそうにしてるわ。マルゲリートさん、僕にちょっと言わせてください。無論こんなことは耳にタコができるほど聞いていらっしゃるでしょうし、そのためにもう信じなくなっていらっしゃるでしょうが、しかしとにかく本当のことですし、二度とも繰り返してはいませんから。で、それは彼女はつまらないことを言い出す子供に対する若い母親のような微笑を浮かべていた。 それはこうですなぜかわからないがあなたに初めてお目にかかって以来僕にはあなたが忘れられないのですいくら心から追い出してみてもすぐまた帰ってくるのです今日2年ぶりにお目にかかって僕はこれまでにない深い印象を受けていますことにこうしてお宅に来てお知り合いになって あなたの変わったところを知ってからは僕にはもうあなたというものがなくてならないものになったのですあなたが僕を愛してくださらなければもちろん僕に愛させてくださらなくても僕はきっと気違いになってしまいますしかしあなたも随分おバカさんね言っときますがねそれならば D 夫人のいぐじゃないがお金持ちになっていらっしゃいですよ ご存知でないかもしれないが、私は月に六千フランかかる女ですよ。それだけなくちゃ暮らしていけない女ですよ。私にかかればあなたはすぐ破産しちまいますよ。そんな女と一緒に住んでることがわかれば、お家の方だってあなたを追い出してしまいますよ。だからね、二人はただお友達になっていましょうよ。仲のいいお友達にね。 いつでも遊びにいらして笑ったり話したりすればいいのよ。でも私というものをあんまり高く買っちゃダメ。私はそんな女じゃないのですからね。あなたは本当に立派な心を持っていらっしゃるから誰か愛する人がなくっちゃいけないけれど私のような世界に生きる女はダメ。あんまり若くて正直すぎるのですもの。やっぱりどこかの奥さんがいいわね。 分かったでしょ。お友達のように明けすけに行ってるんだからまあ一体何をしてるのよいつの間にか来て戸の中に立っていたポリオダンスが叫んだ彼女は髪を乱し着物を脱いでいた僕はガストンの手を認めた「おしゃべり最中だから売っちゃっといてちょうだいすぐに行くわ」とマルゲリートが言った 結構結構たんとおしゃべり遊ばせ言うとともにポリューダンスは自分のご調を誇張するかのようにぴしゃりと戸を閉めて出ていっただからねお約束してよ二人きりになるとマルゲリートは続けた私を恋したりなんかしないわね僕はどこかへ行きますそんなに僕はもう後に引けなくなっていた そして事実引かなかなったのだこうした上機嫌と悲しみと明けすけとバインと病気とのめちゃめちゃな混合によって何事にも感じやすくなり苛立ちやすくなっている彼女に対しては最初から完全にその「ラケを征服しておかなければダメだと僕は思ったのであった。ではあなた真面目にそんなこと考えていらっしゃるの と彼女は言った真面目ですともだけどなぜもっと早くそれおっしゃらなかったのいつ言えたでしょうオペラコミックで紹介された翌日にでもおっしゃればいいじゃないのしかしあの時には訪ねてくれば虐待されると思ってましたものなぜだってあんな変なことしたのじゃありませんかそりゃそうでもあの時も私を恋してらしたの ええ、でもあの晩無事に床に入ってよくお休みになったのでしょどんな恋だかわかるわよ。いやそれは違っています。あの晩オペラコミックを出てから僕がどうしたかご存知ですかいいえ僕はカフェやアオングレの前で待っていたのです。あなたと三人のお連れとが乗られた場所の跡をつけていってあなた一人が馬車から降りて家に入って行かれるのを見た時には。 僕は非常に嬉しかったものですマルゲリータは笑い出した何を笑っていらっしゃるのです何でもなくてよどうぞ言ってくださいそうでないといつまでも笑われてるような気がしますからあなた怒らない何の権利で怒れるでしょう私が一人で入って行ったのにはあるわけがあったのどんなわけが ある人が家で待っていたのよ。これはナイフで突き刺されたよりも痛かった僕は立ち上がって手を差し出していった「さよなら」「お怒りになるだろうと思ってたわ男の方って苦しいことだと知りつつやはり聞きたがるのですものね」しかし言っておきますがね僕は自分の熱情が冷め果てたことを証明したいような気で レーターに行った僕は決して怒ったのじゃないです誰かがあなたを待ってるのは当たり前のことです僕が朝の3時にここから出て行くのが当たり前なのと同じことですではあなたも誰かが待っていていいえしかし僕はもう行きますではさようなら僕送って出てくれますかまあピラだわなぜそんなに不親切なのです いつ私が不親切だったでしょうある人が待ってたなんていうのがすでに不親切です。私はねえちゃんとした訳があって一人でうちに帰ったのにそれを見てあなたが嬉しかったとおっしゃるから笑わないでいられなかったのよ。しかし人間というものは子供らしいことに喜びを感じるものですよ。打っちゃっておけばその人を幸福にしておけるのに。 わざわざそれを打ち壊すようなことをするのは非常に悪いことですよ。しかしそれでは私を何だと思っていらっしゃるの私は女中でもなければ公爵夫人でもないのですよ。今日やっと知っただけのあなたに対して私の行動は何の責任もないわけじゃありませんか。もしいつか私があなたの恋人になることがあったら。 あなたは嫌でも私に他に恋人があったことを知らなくっちゃなりませんよ。今でさえこんなにやきもちを焼くあなたですもの、もしそんな時が来るとしたらどうなるのでしょう。私あなたみたいな人に会ったことがないわ。それはつまり僕ほどにあなたを愛した人がいなかったからですよ。では正直に言って本当に私を恋してらっしゃるの これ以上の恋はないと思うほどですその恋が始まったのはあの3年前にシュスの店に入っていらっしゃるのを見てからです大変なことになってたのねどういうお礼をしたらいいでしょう僕をちょっと愛してください口がきけないほど僕の動機は高まっていた実際彼女は半分からかっているような微笑を浮かべてはいたが しかしすでに心を動かされ始めて長らく待っていた時が近くに迫っていることを思わせたからであるしかしそれであの公爵はどの公爵です私のあの逆持ち屋の老講釈よあの人は何もしらししないでしょうもし知ったら許してくれるでしょう ととてもきっと来なくなくるわそしたら私どうなるのでしょうその危険は他の人にもかけてるじゃありませんかどうしてそれをご存じ今夜は誰も入れちゃいけないって言いつけたじゃありませんかそれは本当よだけどそれは真面目なお友達なのしかしあん時間に戸を閉め切るなんて一体誰のためなんですそれをあなたがぐずぐず言うことはないわ あなたのために、あなたとお友達とのために、そうしたのじゃありませんか。僕は少しずつ、マルゲリートの方に寄っていって、彼女の腰に手を回していた。彼女のしなやかな体が、軽く自分の腕に寄りかかっていた。どんなに僕があなたを愛しているか、それがあなたに分かったらな。僕は低い声で言った。本当にそうなの 聞かいますよではね私の言うことは何でも意見も質問も何もしないで言われたままにするというお約束ができてそうしたら多分あなたの言うことを聞くわよ。お望みどおりに何でもしましょう。しかし言っておきますけどね私は何の弁解もしないで自分の思い通りに勝手なことをしますよ。 私はもう長い間若い恋人が欲しかったの。若くってわがままでなくって邪推なく愛して権利を要求しないで愛される恋人が欲しかったのでもそんな人は一人も見つからなかったわ男ってものはどんなに長い間の思いが叶ったってそれだけでは決して満足しないで現在のことや将来のことまで聞きたがろうとするのですものね そしてそれに慣れてくると今度は女を支配しようとして黙っておればキリがなくなるのですものだから私が今新しい恋人を持つとすればその人には三つの性質がなくっちゃいけないのいつも私を信じていてくれて従順で資料深い人なのでは僕はそうしましょうまたお目にかかりましょういつお目にかかれます 後ほどなぜですだって僕の腕から体を離したマルゲリータは赤い椿の大きな花束から一つをむしり取って僕の胸の穴に刺したその日にすぐ約束を実行するわけにはいかないじゃありませんかそれでいつお目にかかれるのですこの椿の花の色が変わった時き いつ変わりましょう。明日の晩の11時から12時の間。それで満足して。聞く必要がありますか。このことはあのお友達にもポリューダンスにも誰にも言っちゃいけませんよ。承知しました。ではキスしてちょうだい。食堂に行きましょう。彼女は唇を持ってきて髪を撫でてから二人で部屋を出て、 彼女は歌を歌っていたが、僕はただぼーっとしていた。隣の部屋まで行くと、彼女はちょっと立ち止まって、低い声で言った。私がこんなにただ一言で、あなたの言うことを聞いたので、変に思っていらっしゃるでしょうから、その訳を言いましょうか。それはね。言いながら僕の手を取って、胸に当てた。僕は彼女の激しい動機を感じることができた。 私はもう他の人のように長く生きていられないでしょだから他の人よりも手っ取り早く生きていくつもりになったからなのお願いだからそんなふうには言わないでくださいでも安心してらっしゃい」と笑いながら言ったどんなに命が短くってもあなたが私を愛するよりは長く生きてますから こう言って彼女は歌いながら食堂に入っていった「ナナンはどうして?」ガストンとプリューダンスだけなのを見て彼女は言った「あんたの部屋で寝て待ってるんだって」とプリューダンスが答えた「かわいそうにこれじゃ殺されちゃうわね」では皆さんもうお別れの時間よ10分の後にガストンと僕とはその家を出た。 マルゲリートは僕と握手してさようならを言ったポリオダンスは後に残ったそこで君はマルゲリートをどう思うねオーライン出るとガストンが聞いたまるで天女だよ僕はすっかり惚れ込んじゃったそうだろうと思ったよ君はそれを彼女に話したかいうんで彼女は君を信じると約束したかいいや プリューダンスは君にそう約束したかいそれ以上だよ君まさかと思うだろうがジューウェルのおばあさんもあれでなかなか捨てたものじゃないよ11ここまで話してアルマンドは話をよして「窓を閉めてくれないか」と言った。 少し寒くなったから僕床に入るから私は窓を閉めたまだ非常に弱っていたハルマンドは日屋着を脱いで横になってしばらく枕をしていた話し疲れたかさもなくば苦しい思い出に悩まされている人の様子だったきっと喋りすぎたのだろうからと私は言ったもう湿気し決勝じゃないか いつかまた残りの話を聞かせてもらうから。もう聞き疲れたかいいやちっとも。じゃあもっと話そう。君に帰られるとまた、ね、眠られなくなるからね。僕は家に帰ったが。と彼は思い出そうともしない様子ですぐに話し出した。細かいことまでがはっきりと彼の頭には浮かんでいるのだ。床こには入らないで。 その日の日ことを考え始めた。彼女に会ったこと紹介されたことそれからマルゲリートの約束それらのことがまるで思いがけない時にスラスラと運ばれていったのだ僕はなんだか夢を見てるような気がした無論マルゲリートのような女だから口説かれたその日に自分を約束するなんてこともこれが初めてではないだろう しかしいくらそう考えてもそうは信じられないほど彼女の第一印象は強いものだった。僕は他の女と同様に彼女を見ることを眼睛に拒んで全ての男に共通な虚栄から彼女もまた自分に引きつけられないではいられなかったのだと信じようとした。しかしまたそれを打ち消すような実例がいくらでも彼女にはあるのだ。 マルゲリートの愛情なんてものは時効時効によって高くも安くもなるのだとはこれまで何度も聞かされていたことなのだ。しかしそうだとすれば今日のあの若い伯爵を彼女が振り通しているのは一体どういうことになるのだと僕は言いたくなるのだ。その男が嫌な男である上に公爵というものがあるから。 新しい恋人を持つとすればもっと気に入った男にするつもりなのだと君は言うかもしれないもしそうだとすればなぜ金持ちで面白くって可愛らしいガストンを選ばないであんな滑稽な初対面をした僕などに心を寄せるのだろうなるほどある一瞬間の出来事が一年間口説いたにも勝った効果を表すことがあるのは事実である。 その晩の食卓にいたもので彼女が食卓を立ったのを心配したのは僕一人であった。僕は彼女について行って自分の気持ちを隠すことができないで彼女の手に切吻しながら泣いた。これが僕が二ヶ月間病気を見舞ったことと一緒になって僕という人間をやっと違った人間に見せてこういう恋ならばと思わせたのであろうか。 このの想像は君ももそう思うだろう思だだだ。ろが、はなはだおぼつかないものだしかしその理由が何であろうともとにかく確かな一つのことは彼女が承諾したということである今や僕はマルゲリートの恋人なのだこれ以上に望むところはないのであるしかし高かの知れたおかこいものだと思ってはみてもなぜだか多分多少私的に考えたいためなのだろう この恋が望みのない恋のような気がして仕方がないのだ。僕はその時が近づけば近づくほど心配になってきてとうとうその晩は目を閉じることもできなかった。僕は何が何だか分からなかった。ほとんど反響人だった。そういう女を持つに足るほど講談師でもなく金持ちでもなく器用でもない自分に思えるかと思うと。 またただだ。からこそそれを得意にしたい気にしもなるのだするとまたわずか23日でマルゲリートの気が変わりそうに思えてそんな目に遭うほどならばいっそ明日まで待たないでこっちから手紙を出して別れてしまった方がいいなどとも考える。と今度は無限の希望無限の信頼が起こってくる。僕はさまざまに将来を無双して僕のために 彼女は道徳的にも肉体的にも救われるのだと考えたり自分は一生彼女と一緒に暮らせるのだと考えたり彼女の愛によって世界中の諸女の愛にも増した幸福が得られるのだと考えたりするしかしこうして僕の頭に上ってきて明け方の眠りとともに消え去ったさまざまな思いをここに繰り返すことは予想。 僕のの起きたのは2時だだっったたらしい天気だった僕はこんなに美しいこんなに何でもできそうな人生というものをかつて考えたことがない影もなく触りもない夕べの思い出が楽しい今夜の希望と一緒に僕の頭に浮かんでくるのだ愛と喜びが胸にいっぱいで一種の甘い熱が全身を走るのだ僕はもう寝る前に 考えたような理由は何も考えないでただ結果だけを考えてマルゲリートに会う時間のことばかり考えていた僕は家の中にいられなかったこの幸福を入れておくには僕の部屋が狭すぎるように思えるのだ自分を吐き出すためには全自然がいるように思えるのだ僕は出て行った ガ街を通ってみるとマルゲリートのうちの前に彼女の馬車が待っていた僕はシャンゼルゼの方へ行ったが会う人がみんな愛すべき人のように思えた恋というものは一種のお人よしを作るものらしい1時間ばかりマーリーの馬像からロン・ポアンの辺りを歩いている間に僕はマルゲリートの馬車を遠くの方から認めた 認めたというよりもむしろ投資したのかもしれないちょうどシャンゼルゼの角を曲がる時にその馬車が止まった一人の若い背の高い男がそれまで話してた一軍の人たちから離れて彼女の方へ近づいていったちょっと話すとその若い男は友達のところへ帰っていきマルゲリータの馬車はまた走り出した僕がその一軍に近づいて 今マルゲリートと話した青年の顔を見ると昨べポリエダンスから肖像を見せられたマルゲリートを社交界に引き出したというあの慈意伯爵であった昨夜べ彼女が戸を閉めたのはこの男のためであった僕は彼女がそれを弁解するために馬車を止めたのだと思ったので今夜も何か彼を来させないような口実を作ってくれたのだといいがなと思った。 それからその日をどうして過ごしたか、僕はまるで覚えていない。要するに散歩と、タバコと、おしゃべりとで過ごしたのだが、誰と会って何をしゃべったのか、十時までのことは何も覚えていない。覚えているのはただ家に帰って、丸三時間をおめかしに費やして、それから何度となく懐中時計と、大きい時計と見比べたことだけである。不幸にしてその時計は、 どちらも同じところを指していた「さていよいよ10時半になると僕は出かける時が来たぞと自分につぶやいた」「その頃僕はプロヴァンス川に住んでいたので家を出るとモンブラン街を通ってブールバルを横切ってそれからルイルグラン街ポルマオン街を通ってダンタン街に出た」「僕はマルゲリートの窓を見上げた明かりが一つともっていた」 ベルを鳴らしてゴーゼ城は在宅かと門番に尋ねた門番が彼女はいつも11時か11時過ぎでなければ帰ってこない胸、ね、を答えた僕は自分の懐中時計を見た随分ゆっくり歩いたつもりなのだがプロバンス街からダンタン街まで5分しかかかっていなかった僕はその辺を行ったり来たりしていた 店のない町なのでその時間になるとひっそりしていた30分ばかりでマルゲリートが帰ってきた彼女は馬車から降りると誰かを待ちもうけるようにあたりを見回した馬車が出ていった彼女の家には馬屋がなかったからであるマルゲリートがベルを鳴らしかけた時に僕は近づいて行って「こんばんは」と言った「あああなただったの」 彼に会って喜んでいるとはとても思えないような調子で彼女は言った「今夜お目にかかる約束じゃなかったのですか」「そうだったわね私忘れてたの」この言葉はその朝からの全ての希望や階層を覆してしまったしかしすでに彼女の領域になれ始めていた僕は以前のように帰ってくるようなことはしなかった 二人は家の中へ入った。ナナンはすでに戸を開いていた。プリューダンスは来てマルゲリートは聞いた。いいえ。ではあの人が来たらすぐ揺れてちょうだい。でもその前に客間にランプを灯してね。もし誰かが来たら今夜は帰ってこないからと言ってちょうだい。彼女は何かに気を取られている様子でありがたくない客で困っているようにも見えた。 彼女が寝室に入っていったので僕はそのまま残っているといらっしゃいと言った帽子を取りビロードの街灯を脱いで寝台投げ出した彼女は夏の初めまで絶やさない暖炉のそばの腕椅子に深々かかと体を詰めて時計の鎖をいじりながら行った「さて何か面白いことがあって?」「ありませんね今晩来なかったらよかったと思うだけです」 なぜじれたそうな顔してるじゃありませんか。僕がいるのが嫌なのでしょう。嫌じゃないわ。ただ少し気持ちが悪いだけ。今日は一日そうだったの。ちっとも眠れなかったから頭が割れるように痛いの。では僕帰りますからお休みになったらどうですい,いえ、いらしていいのよ。寝たかったらあなたがいらしたって寝るわよ。その時ベルが鳴った。 誰が来たのだろう彼女はたまらなそうな様子をしていった23分してからまたベルが鳴った誰も出ないのかしら私が出てみよう彼女は立ち上がって僕に「ここで待っててね」と言った彼女は部屋を通って表戸を開けに行った僕は耳を澄ましていた入ってきた男は食堂よりこちらには来なかった 最初の声で N 伯爵だということが分かった「いかがです今夜は」男が言った「あまりよくないの」マルゲリートがそっけなく答えた「お邪魔じゃありませんか?」多分ね「ご挨拶ですね」「一体マルゲリート僕がどうしたというのです?」どうもなさらなくってよただね私は気持ちが悪いの。 「だからこれから休みますからお帰りください」って言うのよ。やっと家に帰ってきたかと思うと5分も経たないうちにあなたがいらっしゃるなんてずいぶんたまらないじゃありませんか。いったい何のご用事あなたの色になりとおっしゃるのでしょう。それならばもう何度となく駄目だって申し上げたじゃありませんか。この上いらしても私はただイライラするばかりですから。 どこか他のところいらっしゃいますし、これを最後に繰り返していますがね、私にはもうあなたとどうしようという気もありませんから、それだけですわ。さようなら。ああ、なな、玄関に明かりをお見せもしてちょうだい。さようなら。それっきり何にも言わないし、何も聞かないで、こちらの部屋へ帰ってくると、ぴしりと戸を閉めた。 するとちょっとしてナナンが入ってきた「ねえ分かって」とマルゲリートは言ったこれからあのバカが来たらいつでも留守だとか会えないとか言ってやるのよ私はもういつも同じことばかり言って金さえ出せばこっちのものだと思ってるような男に会うのは飽き飽きしてるんだからまったくこんな嫌な商売行ったらありゃしない内幕を知れば誰だって 駒遣いになった方がマシだと思いそうなものだが虚栄があるからそうもいかないのだねやっぱり着物が欲しかったりダイヤモンドが欲しかったりするんだよそれに誰しもいいことを聞かされればそうだと思うからねこの社会にもやっぱり信じるなんてことがあるんだよそれに引かされてみんな少しずつ心や体や美しさをすり減らしていくんだよそれでいて世間からは 虎オカミのように怖がられてさ小じきのように癒やしまれてさそのくせみんなから絶えず絞り上げられているのじゃないかしかもそのうちにいつか他人も自分もめちゃくちゃにしたげくあるお天気のいい日にドブの中の犬のように死んでいこうというのだからねまあまあ奥さんお静かになすってとナナンが言った。 今夜はちょっっとどうかししていらっしゃいらゃますわね。「この着物も嫌」。マルゲリートは同僚を脱ぎながら言った「部屋着を取ってちょうだい」。それでポリューダンスは「まだいらっしゃいませんがいらしたらすぐお通ししますから」。「あの女だ」って。マルゲリートは同僚を脱いで白い部屋着に着替えていた。 自分に用事がある時にはすぐやってくるくせに私の用事ったらなかなかしてはくれないじゃないかあの女にだって私が返事を待ってることを分かってるのにそんなことはまるで考えないでどこかをほつき歩いてるのだものあの人もきっとその返事を待たされてるのですわ何かポンスが飲みたいねそんなものを召し上がってはきっと悪うございますよ悪いだけ結構 それから果物とパイか鶏か何でもいいからすぐ持ってきておくれお腹が空いちゃったからこうした光景の僕に与えた印象を君に話す必要があるだろうかあなたも一緒に召し上がるわねと僕に言ったじゃあちょっと本でも見ててちょうだい一装部屋に行ってくるから彼女は大食台に火をつけて寝台の後ろの戸を開けて出て行った 僕はこの哀れな女の生活について考え始めた僕の彼女に対する愛は激しい哀れみの情を交えざるを得なくなった僕が部屋の中を行ったり来たりして考えにふけっているところへポリューダンスが入ってきたあらあんたなのマルゲリートはどこ一装部屋にいますよじゃあ待ってましょ時にマルゲリートがあんたを好きだってこと知ってる いいえあんたに話さなかったちっともじゃあなぜここに来ているの僕が訪ねてきたのですよこんな夜中に夜中ではなぜ行けないのしらばっくれてるよしかしとにかく待遇は悪いですねもうすぐよくなりますよそう思う私はちょっといいことを聞いてるのそりゃ結構だがあの人が何か僕のことを話した 夕べというよりも今朝あんたとあのお友達とが帰ったのでだがあのお友達は何と言いましたっけねガストンそうでしたわねそうガストンが僕に打ち明けたこととこの女が彼の名前さえ知っていないことと思い比べて僕は笑いもしないで言ったなかなかいい男だわね何をしてる人あれで年収2万5000フランですよまあそう で、今度はあんたの話だが、有名だからマルガリートがあんたのこといろいろ聞いてましたよ。あんたはどんな人と、人かとか、何をしてきた人とかと、どういう女を持っていたかとか。ま、あんたの都市格好の男なら誰にでも聞かされそうなことを聞いたのさ。私も知ってるだけのことを話して、とにかく、愉快な青年だと言っておいたの。それだけ。 ありがとうでゆうべあの人があなたに話したがっていたのは何だったの何にもないのよただ伯爵を追っ払うためにそう言ってたのだけど今日は本当に用事があるのよある返事を聞いて来ているのでねこの時その道の人がキャビージと呼んでいる黄色いリボンの束をつけた可愛らしいナイトキャップをかぶったマルゲリートが一生部屋から入ってきた彼女はうっと 取りさせるほど美しくなっていた。裸の足にシュスシュのスリッパーを履いて爪磨きの用意をしていた「おや?」とプリューダンスを見て「公爵に会って」「ああ会ってきたわ」でなんと言って?「くれたわよ」「いくら六千」6「持ってきたああ怒ってるらしかったううん、うん、かわいそうに」 このかわいそうにはちょっと説明のできない調子がこもっていたマルゲリータは1000フランの札を6枚受け取ったこれで間に合ったとそれでプリーダンスあんたお金がいるああ2日経てば15日だからね3400フラン貸してもらえると助かるのだがねじゃあ明日持たせてやるわ今夜は両替するったってもう遅いから じゃ忘れないでね。心配無用だわ。で、私たちと一緒にご飯を食べていくダメなの、シャルルが待ってるから。あんたまだあれに惚れてるの。きっちがい。じゃあ明日さようなら、アルマンド。で、ワルノ夫人は出て行った。マルゲリータは小机の引き出しを開けて紙幣を投げ込んだ。私、どこに入ってもいい寝台の方へ行きながら笑って行った。 いいところじゃないそうお願いします彼女は上布団をめくって床の中に入った「さあ私のそばに来て座ってちょうだいお話をしましょう」ポリオダンスの言ったことを当たっていた彼女のもたらした返事でマルゲリートの機嫌はすっかり良くなっていた「今夜は機嫌が悪くって許してくださる」僕の手を握っていった ええ、いくらでもそして愛してくださるえええ気違いのようにこんな嫌なたちの女でもどんなたちでもそれを誓ってええと僕はささやいたナナンがコールドチキンとクラレット瓶とイチゴとを持って入ってきたポンスは作りませんでしたよクラレットの方がようございますからそうでございましょうとナナンが言った。 無論ですね。僕は答えたが、まだ最後のマルゲリートの言葉に興奮して、じっと彼女を見つめていた。いいわ、と彼女も言った。それをみんな、その小さいテーブルの上に置いて、寝台まで持ってきてちょうだい。私たちで食べるから、あんたに座らせておくのも、これでもう2番だわね。眠いでしょう。いっとお休み。もう何もいらないから。 との鍵をかかけまましょうででございますかそれでもいいすそれもわね何よりも昼前までは誰が来ても入れちゃいけないとみんなに言っておいてちょうだい十二朝の五時にカーテンの外が明るくなりだすとマルゲリトは言った「追い出すようだけどごめんなさいね」。 あの公爵が毎朝来るから仕方がないの。私がまだ寝てると言うとね、私が起きるまで待ってるのですもの。僕は髪の乱れたマルゲリートの頭を抱いて最後の接吻をした。今度はいつ会いますか暖炉棚の上に金色の鍵があるでしょう。あれで戸を開けてここに返しておいてから行ってちょうだい。 そのうちに手紙をあげますからね。あなたはその手紙通りにするの。私の言うことなら何でも聞く約束ですものね。ようござんす。しかし僕にもお願いすることがあるとしたら。何あの鍵をください。そんなことは私、誰にも許したことはないわ。では、僕にだけ許してください。 他の誰が愛したよりも僕はあなたを愛してるのですからでは持っていらっしゃいその代わりそれを役に立たなくすることは私の勝手ですよどうしてとには勘の気もありますもの嫌な人でも私それは外しておくわでは少しは僕を愛してるさあどうだかでも愛しているらしい気もするわ ではいいらっしゃい私も目を開いていられないから」。僕はしばらく彼女を抱いてから出ていった。街路は空っぽで大都市はまだ眠っていた。二三時間の後には人の声で渦まる町々が今は甘い清々しさを漂わせているばかりだった。僕にはこの眠りの都市が自分のものになったような気がした。 かかかしてははは羨ましかっったた他人のの幸福も今はも今う物の数ではなかった僕以上に幸福なものは思い出せなかった純潔な若い娘に愛されて初めて恋の神秘を知らせてやることも男として非常に幸福なことに違いないがしかしまた世にこれほど簡単なこともない。 攻め寄せられた経験のない心を捉えることは無防御の待ちを取るようなものである。無論教育だの家族に対する感情だの義務の観念だのが強い万兵にはなってるけれどもしかし男の声に恋心を覚まされた十六娘に騙されないような万兵はいない。すべてが純潔に見えるだけに彼女たちは熱情を注ぐのである。 しかし娼婦から本当に愛されるということは無限大の困難に打ち勝つということである。彼らの肉体はその魂を擦り切らせているしその感覚は心を焼き尽くしているしその浪費は感情をまめずさせている。彼女はもう長い間我々の言う言葉を知っておりその意味を知っている。そしてその言葉によってかきたてられた愛を金で売るのだ。 彼らが愛するのは本能かららででははない。商売で愛するのだ。彼らは少女が母親や尼寺に守護されている以上に感情によって守護されているのだ絶えず転々とさせるその愛を弁解したり慰めたりするために彼らは浮気という言葉を発明するちょうど氷菓子が無数の嘘をついた後に たたまたま餓死し,しかけている一人の貧乏人に利子も受け取りもいらない一円札を貸してやって罪の償いができたと思っているようなものだしかし娼婦がひとたび神から恋を許された時にその恋は最初は神の恵みのように思えるがやがて神の刑罰になるのが普通である悔い改めのないところに罪の許しはない お香に満ちた過去を持っている女が突然かつて感じたことがないような深い真面目な力強い愛を感じたとする彼女がその愛を告白した時に相手の男はどんなに絶対的に彼女を支配することだろう彼は残虐な権利を感じてこう言うだろうお前には金銭以外の恋はできないだろう そう言われても彼らは弁解の道を知らないのだ。助けてくれ、狼が来たと言って人を騒がすことを楽しみにしていた子供の例え話があるではないか。ある日その子供が本当に狼に食われてしまったのはあまり度々騙されて誰もその子の言うことを信じなくなっていたからである。こうした不幸な女たちが真面目に愛するようになった場合が ちょうどこれと同じである。誰も信じなくなるまで嘘を吐き続けてきた彼らはそれを苦しみ悔やみながらついにその愛に食い殺されてしまうのであるその結果が世間に時々例のあるあの大信人あの極端な隠遁生活となって現れるのであるしかしこうした特罪的な愛を女に起こさせた男が 彼女の過去を忘れて引き受けるほど大きな人物であり、それに没頭するほどの人間であり、つまり女が愛するように自分も愛する男であったならば、その男こそ世界中の感動を人のみにしたようなもので、そうした愛を知ったが最後、他の女には目も向けないであろう。むろんこんなことを、その朝僕が考えたというのではない。 いくらかそんなことの予感が感じたかもしれないがそうした結果を見通すわけにはいかなかった僕がそれを考えたのは今日である全てが跡形もなく消えてしまった今この事件のおのずからなる結論として出てきたのだしかし話をまたその日のことに戻らせよう家に帰ってきた時には僕は気違いのように上機嫌だった 僕はマルゲリートと僕との間の邪魔者がなくなったことや彼女が今自分のものになったことや彼女のうちに閉めている僕の地位やポケットに入れている例の鍵のことやその鍵を使う権利が僕にあることやを考えて実際人生そのものに満足した僕は自分が誇らしくってしょうがないのだ神様はこんなにまで自分にしてくれるのだと思うと 神様に惚れたたくなったほどだよ。「僕は第一夜に交わしたいろいろな言葉を思い出して全身をその喜びのうちに浸してしまった。マルゲリートがうまく僕をだましたのかそれとも例の気まぐれな欲情からあの最初の接吻を僕にしたのかそんなことはしかしこの新しい関係が生まれると一緒にすっかり消え去ってしまったのだ。 色々考えれば考えるほど僕は自分に二つのことを言いたくなったのだ。一つはマルゲリートが感じてもいない愛を感じているように予想を理由は絶対にないということだ。今一つは女が恋をするには心で恋をするのと感能で恋をするのと二つの道があってその一方からまた他の一方が生まれてくるということなのだ。 女というものはよく感動の命令だけで恋をするものだがそれが突然精神的な恋の神秘に触れるとそれ以後はただ心を通してのみ生きていくようになるものだそれはちょうど純潔な愛情の結合を求めて結婚をする少女が突然肉体的な愛の啓示に接して魂の最も純潔な印象の 精力的な結論に達するのと同じことなのだ。こんなことを考えているうちに眠りに落ちた僕はマルゲリートから来た次のような手紙で目を覚まされた。私の命令を伝えます。今夜あのボードベルで3番目の幕あいにいらっしゃい。夢ではないかと思った僕はその手紙を引き出しに入れておいて。 何何度も何度もも取り出して呼んだ「むろん昼間に来いとは書いてないのだし僕も出かける勇気はなかったがそれでもそれまでに会いたくて仕方がないのだ僕はとうとうシャンゼルゼに出かけて行って前日同様に通り過ぎていく彼女を立って見ていたのであった7時になって僕はボドベルに行ったそんなに早く芝居に行ったことはこれが初めてであった」。 ボックスがだんだん詰まっていったがただ一つステージボックスだけが残った見膜目が始まると目を離さないで見ていたそのボックスの戸がいてマルゲリートが現れた彼女はすぐ一番前に出てきてドマを見回したが僕を見るとありがとうというような顔をしたこの晩の彼女は素晴らしい美しさだった そううさせたもののは僕なのだろうか彼女が美しければ美しいほど僕が幸福になる。そう信じるほど彼女は僕を愛してるのだろうか僕は知らない。しかしそれが彼女の意思だったとすれば確かに彼女は成功したのである。というのは彼女が現れるや否や劇場中のみんなの顔が彼女の方へ向いたので。 舞台にいた役者までがそんなに人気を集めているやつは誰だろうと言いたげに彼女の方を見たからである。しかも僕はこの女の部屋の鍵を持っているのだ。3時間か4時間のうちにこの女が僕のものになるのだ。世の中の人は女優だのお囲いものだののために身を持ち崩す人間を非難する。 しかし僕が驚くのはむしろそれよりも二十倍も馬鹿げたことをする人間がよくまあ現れないでいることだということである。自分の愛情をというより他に言葉がないからだがその愛情をそうした女に知らせるために日々の補助をしてやる代わりにそうした女から与えられる小さい虚栄心の満足がどれほど大きいものかが知りたかったら。 僕がやったようなこうした生活をやってみるがいいそのボックスには彼女の隣にポリオダンスがいてその後ろにジー伯爵らしい人が座っていたその男を見ると僕は冷たい身震いが走るのを覚えた無論この男のいることが僕に与えた印象はマルゲリートにも分かったらしい彼女はもう一度僕に笑いかけて舞台を見ているような顔して 伯爵から顔を背けていた3番目の幕あになると彼女は振り返って何か二言ばかり言った伯爵が出ていくとマルゲリートは僕を手で呼んだ「こんばんは」僕が入っていくと彼女は手を差し出した「こんばんは」僕はマルゲリートとプリューダンスの両方に答えた「お座りなさいな」 しかし誰かの席を取ることになるのでしょう自白尺は帰ってこないのですかいいえだけどちょっとのまでも話せると思ってお菓子を買いに行ってもらったのジュベルナ夫人は大丈夫よそうよ安心してらっしゃい何も言わないから今夜あなたどうしたのマルゲリートは立ってボックスの後ろに来て僕の額に接吻しながら言った あまり気持ちが良くないですじゃあおやすみなさるといいわ彼女の華奢なさいばしった顔にしっくりあった皮肉な調子で言ったどこでおタクでそんなところで僕が眠れないのは分かってるじゃありませんかそれならばねあの人がこのボックスにいるからといってすねたりするのはよしてちょうだいそのためじゃありませんよそうだわね私わかってるの だけどそれはあなたが間違ってるのだからもうそのことは言わないのお芝居が済んだらねあなたポリューダンスと一緒に帰って私が呼ぶまであの人のところで待っててちょうだい分かってええどうして僕がそれに従わないでいられようあなたまだ私を愛しててそれを尋ねるのですか私のこと思ってて一日中私ね あなたをあまり好きになっては困ると思って本当に心配してるのよ。それを知ってて。プリューダンスに聞いてごらんなさい。まったくあきれちまうわね。と彼女が言った。しかしもうあなたの責任お帰りなさい伯爵が帰ってくるからあの人にここで会ったって何のとこもいかないのですもの。なぜだってあなたはあの人を見るのが嫌なんじゃないのそうです。 だからあなたが今夜ヴドビルに行きたいとさえ言ってくだされば僕だってボックスを取っておいたのにところが今夜はあの人が勝手にボックスを取って私を誘ってくれたのよ私がそれを断れないことはあなたにだって分かってるじゃありませんかだから私は自分にできるだけのことをしようと思って今夜出かけて行くところを知らせてあげたのよそうすればあなたは私に会えるし 私もあなたに会いたいしと思って。しかしそれに対してあなたがそんなふうにおっしゃるのならば、私もこれから考えがあるわ。いや、僕が間違ってたから許してください。そうじゃあそれでいいわ。おとなしくあなたの席に帰っていらっしゃいね。そしてもうやきもちを焼かないことよ。彼女はまた接吻した。僕はボックスを出て自分の席に帰ったが、 そのの道で伯爵が帰っっていくのにあった。考えてみればマルゲリートのボックスにジーシがいることは極めて自然なことであったかつては彼も彼女の恋人であったのだその彼が彼女にボックスを送り彼女を芝居に連れて行くのだそれは全く当然の話だ僕にマルゲリートのような女があれば僕だってその通りにするではないか いずれにしてもその晩中僕は非常に不愉快だったポリオダンスと伯爵とマルゲリートとが待っている場所で帰っていったのを見て僕も悲しい思いでそこを出たしかしそれから15分の後には僕はポリオダンスの家にいた彼女も今帰ってきたばかりだった13 私たちと一緒に帰っていらしたようなものねプリューダンスが言ったええそれでマルゲリータはどこにいますうちよ一人でじいさんと一緒僕は部屋の中を歩き出したそれであんたどうしたのじいさんが帰るまでここで待ってるのが僕に愉快だと思いますかしかしあんたもわからない人だわね マルゲリートが伯爵を追い出すわけにいかないことは分かりきってるじゃないのじいさんは長い間マルゲリートと一緒にいた人ですよあの人のためにずいぶん金を使ったし今でも使っている人ですよマルゲリートはあれで年には10万フラン以上も使うしそれで借金が山ほどあるのですよあの公爵が言うだけのものは出してくれるのだがマルゲリートはそうしょっちゅうは言えないのよ だからやっぱり伯爵とも喧嘩はできないことになるのあれで年に一万フランがものには十分なるのですからねそれはねマルゲリートは随分んあんたを好きなのよしかしあんたのためにもあの人のためにもあまり真剣にならない方がいいと思うのあんたの7,000円や8,000円の収入ではあの人の馬車代にも足りないのですからねだからマルゲリートはマルゲリートで ああして面白い愉快な可愛らしい女として売っちゃっておいた方がいいしあんたはあんたで一月がきか2月あの人の恋人になって花をやるとかお菓子を買ってやるとか芝居のボックスを取ってやるとかしてやきもちらしいことは何にも言わないようにするのですねあんただって相手が誰だということは分かってるでしょうマルゲリータは成人じゃないのですからねあの人はあんたが好き ああんたもあの人が大好き。それだけでいいじゃないの。あんたの短気なのには私もあきれてしまったあんないい女はパリ城にいないのですよあんなにおめかしをしてダイヤモンドをキラキラさせてあんたを待ち受けるんじゃないのそれであんたは一文もいらないのだものそれでグズグズ言えば罰がたってしまうわよそれはあなたの言うとりだけれども僕にはやっぱりたまらないのです。 あの男が彼女の恋人だと思うだけで僕は非常に苦しいのです。まず第一にとプリグダンスは答えたあの人は今でもマルゲリートの恋人なのあれはただマルゲリートのためになる人だというだけのことよその証拠にはもう二日も戸を閉めてたじゃないのそこで今朝やってきてボックスを買っておいたという一緒に行かないわけにいかないじゃないの そこで今度うちまで送ってくる送ってきたからちょっと寄っていくでも泊まりはしないわよあんたがここで待ってるんだものだからどう考えてみても至極当たり前のことばかりじゃないのそれにあんたはまだ公爵のことを言わないわねしかし公爵はもう老人だしマルゲリートの恋人だとも思いませんからねとにかく恋人は一人しか持たないのが本当ですよ あれではまるで計算くで見ぬふりをして商売をする仮想社会と同じじゃないですか。まああんたという人はずいぶん旧式な人ね。現にずいぶんお金持ちで立派な家の人たちが恥ずかしがりもせず悲しみもしないで平気でそんなことやってるじゃありませんか。それはもうやむをえないことなのよ。 だって同時に34人の恋人を持っていないでパリのお囲い物がどうしてあんな暮らしがやっていけると思ってどんなお金持ちだってマルゲリートのような女の費用を一人で出すわけにはとても行きはしませんよ年収50万フランの財産といえばフランスでは大した財産よしかしそれだって足りはしませんよだってそういう収入があれば自然大きな家にも住まなきゃならないし馬もいれば召使いもいる 馬車も置かななきゃなりませんからねたまには寮にも出るし交際もあるし大抵は女房持ちだから子供もあるし競馬にも行くし賭博もやるし旅行もするしそういうことをやらなければそういう人の地位が保てないようにできてるのですものそういう人がその上にまた4万の5万のという金を一人の女に出すのだからこりゃ容易なことじゃないのですよ。 足りなないいとととこころを補うということになるのよ。しかしマルゲリートはあれで都合がいいお方なの奥さんも娘もいない千万長での老人が降って湧いたように現れてきたのですからねおいがに三人あるけれどそれもみんなお金持ちだからあの人が来れるというだけの金を何にも言わないで出してくれるのですよしかしいくらなんでも。 7万フラン以上は言い出せないのであの人も困ることがあるのだがそれ以上はまたいくら金があってあの人をかわいがってるおじいさんでもまさか出しはしないだろうと思うのでもね1年23万フランのパリの青年 つまりやっと交際社会に出入りできる程度の青年ならみんな自分の出す金ではマルゲリートのような女の家賃や女中費にも足りないことをよく知ってるのよ。でもそれを知ってるとは言わないわみんな見ないふりをして自分だけのことをやっていくのよ。それをもし自分で一人で払っていこうなんて虚栄心を起こすと そのうちに破産して莫大な借金をパリに残してアフリカで死ぬようなことになるのよ。そんな時に女がそれを「ありがたがるか」というと決してそうじゃない。あの男のために自分は犠牲にされたのだとかあの男といたために金をなくしたとかそんなことを言い出すのですからね。嫌な話だけれど本当なのよ。あなたはいい人だから。 私も非常に好きなの私ももう20年その中にいるのだからああした女の馬鹿らしさはよく分かってるつもりなのだからあんたには間違っても本気で惚れるなんてことはさせたくないと思うのよまた仮にとプリューダンスは続けたマルゲリートがあんたを非常に愛してそのために伯爵か講爵かを断るようなことになるとしますよ どっちを捨てるにしてもそのためにあの人の払う犠牲は随分大きいものですよ。それに対してあんたの方にはどれだけの犠牲が払えてあんたがあの人に飽きた時にどういう埋め合わせができて何にもできないじゃありませんか。あんたはただあの人を世の中から引っ込めさせて未来も財産もめちゃめちゃにするだけのことですよ。 あの人はただ自分の前世時代をあんたに捧げて世間から忘れられるだけじゃありませんか。その時にあんたがもし普通の人ならばあの人の過去を責めて自分も他の恋人の下通りをするのだと言って逃げていくでしょうしあんたがもし正直な人で末永く世話をしてやらなければならないと思えば今度はあんたが苦しまなきゃならないのよ。 若い時の色ごとなら世間も多めに見るけれど中年になってはもうそうはいきませんからねその女があるためにあんたはもう家族も持てないし野心も持てないということになっていろいろなことが差し支えてくるのですものねだから悪いことは言わないからあんまり深入りをしてお囲い者の恩を着るようなことはしないがよござんすよ。 プリューダンスととも思えない整然としたた議論であった僕はその通りだというほかに答えようがなかった僕は彼女の手を取ってこのお説教に感謝したしかしまあこんなバカらしい話はよしにして笑っちまいましょねえ世の中は面白いでしょ眼鏡の色に従って どうにででもも見える世の中ですもの中すねまあガストンに聞いてごらんなさいあの人私と同じように恋というものを考えているらしいからあんたがバカでない限りあんたが今考えていいことはたった一つですよすぐそこにべっぴんさんが一人じりじりしながらあんたのことを考えて今夜の大瀬を待っているのですからねさあでは一緒に窓のところにいらっしゃい。 伯爵が帰るのを見ててやりましょうもうすぐ帰ってきますからねプリューダンスが窓を開くと僕たちは並んでバルコンに寄りかかった彼女は寂しいおらいを眺めていたが僕はいろいろと物思いに沈んでいた彼女の言ったことが僕の頭の中で蜂のように唸なっていた僕は彼女の言う通りだと思わないわけにいかなかったが しかしマルゲリートに対する僕の純真な愛は容易にこうした信仰と妥協できなかった。僕は幾度となく息をついたがその度にポリオダンスは振り返って患者を見捨てた医者のように彼女の肩を揺すっていた。観音の営みの素早さはどんなに人の生命の短さを感じさせることだろうと僕は自分に言った。 僕はまだ二日しかマルゲリートを知らないのだ。彼女が僕の恋人になったのはまだ昨日のことだ。しかもすでに僕の思いも心も生命も彼女のものになりきって G 伯爵が来てることを悼んでいるではないか。とうとう伯爵が出てきて馬車に乗って去った。ポリオダンスは窓を閉めた。 同時にマルゲリートが僕たちを呼んだ「すぐいらっしゃいな今テーブルの用意をしてますから一緒にご飯にしましょうよ」「僕が入っていくとマルゲリートは走ってきて僕の首に手を巻いて力限りに接吻した」「まだご機嫌が悪い?」彼女が僕に言った「いえもう済んだの」とポリューダンスが答えた「私が今よく話したところなの」 これからは無茶は言わないそうよじゃあ結構だわ我にもなく僕は寝台に目をやったそれはちゃんとしていたしかしマルゲリートはすでに白い部屋着に着替えていた僕たちはテーブルに着いた可愛さ明るさ自由さの全てがマルゲリートにあった僕はそれ以上の何者を要求する権利も自分にないことを承認しなければならなかった 僕は世間のの人を僕の地位にに置いたらどんなに喜ぶだろうと思った僕はプリューダンスの説を実行して彼ら同様にはしゃいでみようと努めたが彼らにとっては自然なことも僕にとっては努力であり彼らのあの神経的な笑いも僕にはむしろ涙であったとうとう夜食が済んでマルゲリートと僕との二人きりになった。 彼女はいつものように暖炉の前の絨毯に座って悲しそうに炎を見つめていた何を彼女は考えているのだろう僕にはわからないしかし僕は彼女のために受けるはずの全ての苦しみを考えて愛と恐れを感じながら彼女を見ていた「私が何を考えているか分かっていいえある計画を思いついたの」 どういうい計画まだ言えないわでもその結果だけは話してもいいのそれはねこれから1ヶ月たたないうちに私は自由になるの借金もなくなるのそしたら2人で田舎に行って夏の間を過ごしてくるのでその手段は僕に言えない言えないわ私があなたを愛するようにあなたも私を愛してちょうだい そううすれば万事うまくいってよその計画はあなたが自分で考えたのそう。そしてあなただけでそれを実行するのそう。私一人でやるわ。なんとも言えない微笑を浮かべてマルゲリートは言った。でもその利益は二人で分けるの。この利益という言葉を聞いて僕の顔は赤くならざるを得なかった。 マノン・レスコーがデグリューと一緒に B 氏の金を使い果たすことを思い出したからである。僕は椅子から立ち上がって固い声で言った。失礼だがマルゲリート。僕には自分で計画して自分で取ってきた利益だけを分けることにしてください。それはどういう意味つまりこの計画の底にはじいさんがいると思うから。 そんんんなななもののの。は全部、ごめんこむりたいといいととううです。まあ、なんという子供なの私はねあなたが愛してくれると思ってたの。でも間違ってたわねいいわ。彼女は立ち上がってピアノを開けてワルツの招きを弾き始めたが例の有名な最高階のところまで行くとよしてしまった。それは習慣のためだろうか。 それとも初めて会った日を思い出させるためだろうかいずれにしてもこのメロディーが僕にその回想をもたらしたことは事実である僕は彼女のところに行って頭を両手で挟んで切奮した「僕を許してくれる?」僕は言った「許してやるわ」 だけどね、私たちはまだ2日しか経たないのにもう許すなんて言わなくちゃならないのよ。それでも絶対服従の約束が守れてるのしかしマルゲリーと仕方がないじゃないの。僕はあんまり愛しすぎてるからちょっとしたことにも嫉妬しだすんだもの。そりゃあなたが今言ってくれたことは僕も頂点になるほど嬉しいのだけどその方法がわからないので。 僕は死ぬほど苦しいのだからではそれを説明してあげるわ彼女は僕の両手を取って可愛らしい微笑を浮かべて僕の顔を覗き込んだあなたは私を愛しているのでしょうそうじゃないそしたら二人っきりで田舎に行って二三ヶ月遊んでくるのも嬉しいでしょ私もその二人っきりが嬉しいの 嬉しいばかりじゃない私の健康に必要なのところが私のような女がそんなに長くパリを出ているにはいろいろな厄介なことをちゃんとしておかなきゃならないでしょ私その方法を発見したのよつまりお金の心配とあなたを愛する心配とうまく調和させる方法よ笑っちゃいやあなたを愛するなんて私はおバカさんよ こんなに威張って大きな口ばかり聞くあなたですもの。でもね私はあなたを愛してるから何もご迷惑をかけたくないの。分かって承知しました。ではもう一月のうちにどこかの村に行って川のほとりを歩いたり牛乳を飲んだりしましょうね。でもマルゲリート・ゴーチェがこんなことを言っておかしいと思わない本当はね。 私もうこんなパリの生活に会えちゃったの急にどこか静かなところに行って子供の頃を思い出してみたくなったのどんな人間にでも子供の時はあるのですものね驚かなくてもいいわ私何も退職退散の娘だとか三ンにで育てられたとかあなたに話すつもりはないのだから私は貧乏な田舎娘よ 6年前までは自分の名前さえかけなかった女なのよそれで安心したそうでしょでもこんなことをなぜあなたに限ってしてみたくなったのでしょう私きっとあなたが私を愛するのはあなた自身のためではなくて私自身のためだと思ってるからよほかの人たちはただ自分のためばかりに愛してるのですものね 私だってこれで随分たびたび田舎に行ったことがあるけれど自分から行ってみたいと思ったことはこれまで一度もないのでも今度はあなたと一緒に行きたくなったのだからあなたもあまり邪険にしないでよかしてちょうだいねそれにはあなたが自分でこう言ったらいいのよあれもそう長くは生きていないだろうわけのないこの最初の願いを聞いてやらねば 「いつかそれを悲しむ時が来るだろう」ってこうした言葉に対して僕が何を答えうるだろう。ことに最初の愛の一夜を送って今その第二夜を迎えようとしている時に1時間後に僕はマルゲリートを両手に抱えていた「もし彼女が罪を犯せといえば僕はどんな罪でも犯したに違いない。 朝の六時に二人は別れた。別れる時に、僕は、ではまた今夜、と言った。彼女は、しく僕を接吻したが何とも言わなかった。その日のうちに、僕は次のような手紙を受け取った。ぼうや、私は、あまりよくないの。医者から安静を命ぜられました。今夜は、早く寝ますから、お目にかかれません。その代わり、 明朝12時に待っています。私は愛してます僕はすぐ騙してるなと思った冷たい汗が額ににじみ出してきたこうした疑いに対して平気でいられないほどすでに深く愛しているからであるしかもこうしたことは今後もほとんど毎日のように起こってくるに違いないこれまでの他の女たちも度々こうした目に 合わせたたものだだがそれには僕は僕平気だった「なぜにこうまでこの女は自分を掴んでしまったのだろう」「しかし僕は鍵を持っていることを思い出していつものように会いに行こうと思った」「行けば本当のことが分かるだろう」「その時もし男がいたら殴りつけてやろう」「やがて僕はセンゼルゼに行ってそこで4時間ばかり待ったが彼女は現れなかった」 夜になって彼女が行きつけている劇場をすっかり歩いたがやはりどこにもいなかった11時に僕は団体ンン街に行ったがマルゲリートの窓は暗かったとにかく僕はベルを鳴らした門番が「どこに行くのだ」と聞いた豪成城のところへ「今夜はいらっしゃいませんよ」「では行って待ってよ」「しかし誰もいませんよ」 鍵があるから入っておけばいけたのだが馬鹿げた騒ぎを起こしてはと思って僕は去ったしかしうちに帰ったのではないその町を去り得ないでマルゲリートの家ばかり見つめていたのだまだ何か起こりそうに思えたし起こらないにしても自分の疑いを確かめるだけのことはできると思ったからだった真夜中になって僕のよく知っている馬車が一台9番の前に止まった G 伯爵が降りて馬車を返してから家に入った彼も僕同様の返事を聞いて帰っていくだろうと思っていたが朝の四時になっても僕はまだ待っていたこの三週間僕は随分苦しんだがしかしその世の苦しさに比べれば何でもないものだった14家に帰ると僕は 子供のように泣いた一度でも不定な女を持ったことのある人なら僕の苦しみを察してくれるだろう僕はその世の熱っぽい噴劇に駆られて即刻この恋を捨てて父や妹のところへ帰る決心をして世の明けるのを待ちわびた少なくとも彼らの愛だけは変わらないのだと思っていたしかしなぜ僕が行くかと。 マルゲリートに知らさないで立つことは僕にはできなかった。自分の女を本当に構わなくなった人間だけが黙って去りうるのだ。僕は何十という手紙を頭の中で作ってみた。僕はこの種の普通の女に対するように彼女にも対すればよかったのだ。僕はあまり私的にしすぎたのだ。僕はただ小学生のようにあしらわれたのだ。 ななほど簡単な手札で騙されてきたのだ。僕の自尊心は上手を取った僕はこの女に僕を苦しめたという満足を与えないで去らなければならない僕は怒りと悲しみの涙を目に浮かべてできるだけ丁寧な字で次のような手紙を書いた「心外なマルゲリート昨日のご不快は大したことはなかったのでしょうね」 昨夜11時に訪ねて行きましたがあなたはまだ帰っておられないとのことでしたしかしじいさんは運のいい人ですね僕のすぐ後に行って朝の4時までには帰ってきませんでしたからねあなたに退屈な短い時間を過ごさせたことを許しくださいしかしその幸福な瞬間を僕は一生忘れないでしょう今日はお見舞いに行くことになっていますが 僕は父のところへ帰るつもりですさようなら心愛なマルゲリート僕は自分の望み通りに愛せるほど金持ちでもありませんしあなたの望み通りに愛せるほど貧乏でもありませんだからお互いに忘れましょうあなたはものの数でもない一つの名前を忘れ僕は自分に不可能になった一つの幸福を忘れましょう あなたの鍵をお返しします僕はとうとう使いませんでしたが昨日のようなご病気がたびたび起こるのだとすればあなたにはきっとご入用でしょうからご覧の通りに僕はやっぱり無礼な皮肉を書か,かないではいられなかった僕がまだどんなに愛しているかがそれでわかるはずだった僕は何十度となくこの手紙を読み返した そしてこれを見てマルゲリートが苦しむだろうと思うといくらか落ち着くことができた僕はそうした感情を追っ払おうと努めたやがて8時になって下男が部屋に来た時に僕はすぐその手紙を持っていくように言いつけたご返事をいただいて参りますですかとヨーセフが言った僕の下男はどこの下男でもそのようにヨーセフという名だった 返事がいるかと聞かれたら知らないと言って待っておれ今や僕は返事が来るかもしれないというわずかな望みに支えられている身の上だったなんという貧弱な儚い存在だろうとにかく僕は下男の出ている間中深い奉脳に沈んでいたある瞬間にはマルゲリートがどうして自分に体を捧げたかを思い出して 自分は一体のあの権利があってあんな無礼な手紙を書いたのだと言いたくなる。彼女はただ僕を追い出したのはじいさんではなくてじいさんを追い出したのが僕だと答えるだけではないか。しかしまた他の瞬間には僕は彼女の約束を思い出して僕の手紙はまだ優しすぎるのだ。 僕の恋を笑うような女に対する刑罰としてはまだまだ軽すぎるのだとも自分で信じようとする。いずれにしてもと僕は自分に言うのだ。あんな手紙をやるよりは自分で出かけて行った方がよかったのだ。そうすれば彼女の流す涙を見られたのに。とうとう僕は彼女から来るはずの返事のことを考え出した。 そして心の中ではすでに彼女の弁解を信じるつもりになっていた。ヨセフが帰ってきた。どうだった奥さんはまだ寝ていらっしゃるそうでお目覚めになったらすぐ差し上げるそうです。ご返事があったらこちらから差し上げるからということでございました。彼女は寝ている。僕は何度その手紙を 取り戻しにやろうと思ったか知れない。がそのたびに自分に言った多分もう彼女は見てしまっただろうから取り戻しにやれば僕が後悔しているように思うに違いない返事の来そうな時間が近づくにつれて僕はますます手紙を書いたことを後悔してきた時計は10時11時12時と打った12時になると僕は何にも知らない顔して 彼そのほかにもこの火の車のような苦しみから逃れる道はなかったからである。やがて僕は物を待ちわびる時の迷信からしばらく外に出ておればその間に返事が来てるかもしれないと信じ出して昼飯を食べることを口実にして外に出かけた。 その頃僕はブールワールの角のカフェ・フェアに行きつけていたがその時はダンタン街を通りたいためにパレー・ロアイアルに行くことにした遠くの方に女の姿を見るとすぐナナンが返事を持ってくるのではないかと思ったりしたがダンタン街には小遣いの姿さえ見えなかった僕は パレロアイアルのブレディの店に行った。給仕が食べ物を持ってきてくれた。というよりも、勝手に彼の好きなものを持ってきたのだ。僕は何にも食べないのだから、僕はただ時計ばかり見ていた。そしてきっともう返事が来ていると思って家に帰って行った。門番は何も受け取っていなかった。下男が受け取っているかもしれないと思って聞いてみたが、 彼も僕が出かけて以来誰にも会わないというのだった。もしマルゲリートが僕に返事をよこすつもりならばずっと前に来ていなければならない。僕はまた自分の手紙を後悔し始めた。僕は絶対に何も言わない方がよかったのだ。そうすれば僕が指定された時に行かないのを見て不審を起こしてその理由を聞くだろうから。 そののの時に初めて自分分言言い分を言えばよかったのだ彼女はきっと自分のことを弁解するだろうし僕もそれを聞けば気が済むのだ僕はすでにどんな弁解でも信じる自分を感じていたしその弁解が何であろうとも彼女に会えないよりもマシだということを感じていたとうとう僕は彼女が自分で会いに来るのだろうとまで思い出したが 時間はいくらたっても彼女はついに来なかった確かにマルゲリートという女は普通の女ではない明日手紙を受け取っておいてそれに全く返事をしないような女はあまりいないからである5時になって僕は急いでシャンゼリゼに出かけたもし彼女に会ったらと僕は考えた僕はまるで平気な顔をしててやろう そうすればきっと僕がもう彼女のことなんか考えなくなったと思うに違いないからロアイアルガイの角を曲がった時僕は彼女の馬車が過ぎていくのを見た突然の出会いで僕は青くなったそれが彼女に分かったかどうかは分からないがとにかくすっかりどぎまぎした僕には馬車の形しか目に入らなかった 僕はもうシャンゼリゼの方には行かないで芝居の広告を見た今夜がパレーロワイアルの初日だったマルゲリータはきっとそこにいるに違いない僕は7時にその劇場に行ったボックスはだんだん詰まってきたがマルゲリータは来なかった僕はパレーロワイアルを去って彼女の行きつけの劇場ボードボール バレアとオペラ・コミークを皆回ってみた。がどこにもいなかった。僕のあの手紙を見て芝居にも行けないほど心配しているのか、それとも僕に行き合って弁解しなければならないのを恐れてか、僕の虚栄心が僕にこうささやいているときに、僕は大通りでガストに会った。彼はどこにいたのだと聞いた。バレロアイアル。僕はオペラ座だ。 君が来てるだろうと思ってたのだが、と彼は言った。なぜマルゲリートが来てたから。ああ、あそこに行ってたのか。うん、一人でいや、もう一人女がいたよ。それだけジーハクシがちょっとボックスにやってきたが、彼女は公爵と一緒に帰って行ったよ。僕のそばの椅子が一つずっと空いてたから、きっと君が取っておいたのだろうと思って、今か今か止まっていたよ。 しかしマルゲリートがいるから僕がいるだろうというのはなぜだい。だって君はあの女の恋人じゃないか。誰が言った。昨日あったらプローダンスが言ったよ。まあとにかくおめでとう。あれはいい色だよ。そんな機会がタレにもあるものじゃないからね。まあしっかりくっついていたまえ。君に損はないからね。ガストンの子の簡単な言葉で僕はすぐに自分の軽率さを知 もし僕が一日早く彼に会っていて彼の言葉を聞いていたならば僕は確かにあの手紙を書かなかったに違いない僕はよほどプリューダンスを訪ねて行ってマルゲリートに会いたいという使いを出してもらおうかと思ったが彼女が会えないと言って復讐しそうな気がして行けなかった僕は団体街を通って家に帰ってまた門番に「手紙は来ないか?」と聞いてみた 何も来ていない。な彼女は僕が何か新しい手段をとってあの手紙を取り消すのを待っているのだ。しかし僕が何とも言ってやらないのを見て明日はきっと手紙をよこすに違いない。僕はそう言いながら床に着いた。その世の僕はかつて覚えないほどに自分のしたことを責めた。売っちゃっておきさえすれば当然マルゲリートに会えて まだ二度しか聞か聞ないあの優しい声が聞こえるのに僕はただ一人眠れもしないで不安と嫉妬とに苛まれ尽くしたこの場合の最も驚くべき点は僕の判断が全て僕の本心に逆行していたことである事実あらゆることがマルゲリートが僕を愛していることを証明しているのだ何よりもまず彼女は僕と一緒に このの夏を田舎で送ろうと言っているのだし彼女の必要を満たし得ない僕のような男の色になろうというのではないかそこにはただ僕のうちに真面目な愛情を発見して彼女を取り巻いている売買的な愛から休息したいという以外に何の望みもないはずではないかしかも僕は二日目にはすでにそれを破壊してしまって無礼な皮肉で報いている。 だから僕のやったことは単ににななばかりでなく実に乱暴極まるものだ。僕はそれだけのものを払いもしないで彼女の過ちを探し出す権利を持っているように思っているのだ。しかも二日と経たないうちに逃げ出していくなんてまるで共演の感情を払うことを恐れている恋の寄生虫ではないか。 全く僕はまだ36時間しかマルゲリートを知っていないのだ彼女の恋人になってからまだ24時間しか経っていないのだしかも彼女から与えられただけの幸福に満足しないで彼女の全てを得ようとし彼女の今後の収入であるべき過去の関係を全て一挙にして切り取ろうとしているのだ一体彼女のどこを非難しようと言うんだ 何もなないいではないかある女ならば今夜は恋人に会わねばならないからと悪く露骨に言ってくるかもしれないところ彼女は病気だと言って起こしたのだ。僕はその手紙を信じて団体外などには行かないでどこか他のところ出かけて行って友人たちと遊んでさて翌日彼女の指定した時間に会いに行けばそれで事は済んだのだ。 しかも僕は勝手にオセロの役を務めて彼女の行動を探ったりしてもう会わないと言ってやれば彼女が参るだろうと思っているのだところがそうはいかない僕と別れれば彼女はありがたいのだ彼女はただ僕の大バカを発見しただけだ彼女が返事をよこさないのは僕を恨んでるからではない軽蔑したからなのだ 僕はまず彼女に自分の寛大を示してお囲いものとしての彼女を適当に許しておけばよかったのかもしれない。無論彼女の商売を見せられて気持ちを悪くしたけれども彼女の愛は別としてもとにかく僕には愛があるのだ。愛の分け下りを許せないほどの純粋な愛があるのだ。彼女から与えられた幸福は短かったにしても。 その幸福を償うにはどんな寛大な処置をもってしても足りないと自分は感じべきであったのだ。その晩中僕はこうしたことを考えてマルゲリートに言うべき言葉を用意していた。やがて夜が明けたが僕はまだ寝ないでいた。僕はまるで熱病患者であった。マルゲリートのことのほかには何も考えられなかった。 君にも想像できるだろうが僕はその時きっぱりした処置を取るべきだった女を思い切るかさもなくば疑念を捨てるべきだったしかし君も知ってる通りにきっぱりした処置というものはなかなか取れるものでない家にいることもできないしと言ってマルゲリートを訪ねる勇気もない僕は結局うまくいったらというわずかな機会によって 彼女の方への一歩を取ったのであったちょうど9時だったので僕はすぐポリューダンスを訪ねていった「どうしてこんなに早く来たのだ」と聞かれたがあからさまに雷を告げない僕は父のいるシーに行く駅場所を予約するためにこんなに早く出てきたのだと言った「こんないいお天気にパリを出て行けるなんてあんたも随分幸福者だわね と彼女が言った僕はポリューダンスが僕を笑っているのではないかと思って顔を見たが彼女は全く真面目だったマルゲリトのところに行って「お別れを言うつもりなの?」やはり真面目に彼女は聞いた「いいえそれがいいわそう思いますかもちろんだって一度別れたのになぜまた会わなきゃならないの別れたことを知ってるのですか 手紙を見せてくれたわ「あの人はどう言ってました?」こう言ってたわ「プリュダンスあんたの子分は随分失礼ね」「こんな手紙って書けるものじゃないわ」「どんな調子で言ってました?」「笑いながらよ」「そしてまたこう言ったわ」「うちで二度もご飯を食べておいて尋ねても来ないのよ」「これが僕の手紙の結果なのだ」 僕の愛情の虚栄は無残に傷つけられた。で、ゆうぺあの人はどうしてましたオペラに行ったわ。それから、うちでご飯を食べたわ。一人で自伯爵と一緒でしょ僕と別れたとて彼女の習慣は変わらないのだ。だから女なんかにかかり合うものではない。女の方では何とも持っていないのだからね。 とある人々が言うのはこうしたことを根拠としてであるいやマルゲリートが僕のことを怒っていなければ僕も嬉しいです僕は強いて笑いを作っていったそれはあの人は怒りはしないわあんたのすべきことをあんたがしたまでの話ですものその点ではあんたの方があの人よりも冷静だわね あの人は本当にあんたに惚れててあんたの話よりほかには何もしないのだものあの調子では何をやりだすかわからなかったのだからしかし彼女が本当に僕を愛してるのならなぜ返事をよこさないのですそれはあの人があんたを愛したのは間違っていたと気づいたからよ女というものはね男の不定は許すけれども 自尊心を傷つけられては許しておけないものですよ。しかも恋人になってまだ二日と経たないうちに男から愛想づかしをやられてはたとえ男にどんな理由があるにしても自尊心を傷つけられないわけにいかないじゃありませんか。私はマルゲリートという人をよく知ってますがねそんな返事を出すほどならばあの人は死んでしまいますよ。では僕はどうしたらいいのです しょうがないわねあの人はあんたを忘れあんたもあの人を忘れてお互いに苦情を言わないまでのことですよしかし僕が手紙を書いて謝るとしたらそれはよした方がいいわ謝ったってあの人は許しはしないから僕はポリューダンスの首を締め上げたいような気がしたそれから15分の後に僕はまた自分の家に帰ってきてマルゲリートへの手紙を書いた 昨日の手紙をくいてもしあなたに許されなければアスパリを去ろうとしているある男があなたのっかに懺悔する時間を知りたがっています。その男があなたと二人っきりで会えるのはいつでしょう。ご承知の通りに懺悔というものに立ち会い人は禁物ですから。この短い恋の三分子を僕はヨセフに持たせてやって。 彼はそれをマルゲリートに直接渡してきたが、返事は後ほどにということであった。僕は早速昼飯を食べに行って待っていたが、七時になっても返事は来なかった。この家はもう仕方がないと思って、翌日立つことに決心した。すでにこの決心があるし、どこに入っても眠れないことが分かっていたので、僕は荷造りをし始めた。 15ヨセフと僕とが出発の用意を始めて1時間もした頃にけだたましいベルが門ごで鳴った「行ってみましょうか」とヨセフが言った「行ってごらん」言いながら僕はこんな時間に来るなんてタレだろうと思っていたマルゲリートとはまさかに思わなかったご婦人が2人連れで来ていらっしゃいますが ヨセフが帰っっててきて言った私たちよ」といった声はまさしくプリューダンスとそれであった僕は部屋を出て行ったプリューダンスが立ったままあたりを身を回しているそばでマルゲリートが何か考えているような様子でソファーに座っていた僕は彼女に寄って行ってひざまずいて両手を取って深い感動で言った許してください彼女は僕の額に接吻して行った これで三度目よあなたを許すのは僕は明日立つつもりでいましたそれで私が来たので予定をお買いになるの私はあなたがパリを立っていらっしゃるのお邪魔に来たわけじゃないのよ私が怒ってるように思われたくないから来たの昼間は忙しくってご返事ができなかったのですものポリュダンスはお邪魔になるから行かない方がいいと言ったのですけれど お邪魔になるどうしてですだって誰か女の人がここに来てるかもしれないじゃないの」とプリューダンスが言った「そこへまた別の女が2人も来てはその女の人に悪いと思ってよ」こう言っている間マルゲリートはじっと僕を見つめていた「プリューダンスひどいこと言いますね」「でもなかなかいいお家ね寝室を見てもいい?」とプリューダンスが言った「どうぞ」 プリューダンスは寝室に入って行ってた。他に女がいるかどうかを見に行ったというよりもむしろ僕とマルゲリートを二人きりにするためなのだ「なぜプリューダンスを連れてきたのです?」と僕は聞いた芝居で一緒だったしここから帰る時に送ってくれる人がいないからよ僕がいるじゃありませんかでもあなたを連れて出たくなかったし もし一緒に私の家まで行けばきっと寄ってきたいとおっしゃるだろうけれどそれができないからまたあなたに叱られると思ったからよ。なぜそれができないのです私見張りをつけられてるの。少しでも疑われると非常にそうになることがあるからよ。理由は本当にそれだけですか。もし他にあれば行ってしまってよ。 だってお互いにも秘密にするような必要は何にもないじゃありませんかではマルゲリーと僕ももう遠回しなことは言わない本当にあなたは少しは僕のことを思ってる非常によではなぜ僕を騙したのねえ私がもし何々公爵夫人でよ年収20万フランあってよ あなただけの恋人であったならばあなたにそう尋ねる権利があるかもしれないわよ。だけど私はマルゲリート・ゴーセなのよ。4万フランの借金持ちなのよ。自分では一も持っていなくって年に10万フランを使い果たす女なのよ。それを知ってらっしゃるならばあなたの質問は不必要になるし私の答えは無用になるじゃありませんか。 それに違いないなけども、僕は彼女の膝に頭をうずめていった僕は気違いなるほどあなたを愛してるのだからだからねあなたは私をそんなに愛さないことにするかさもなくばもう少し私を理解するかしなくっちゃならないと思うの私はあなたの手紙で非常に苦しんだのよ 私がもし自由な女ならば何よりもまず一昨日あの伯爵に会わなかったでしょうし会ったにしてもあなたにお断りを言って将来はあなたの他に恋人を持たないことを約束したでしょ。私はちょっとその幸福が6ヶ月間は持てる気がしたのだけどやっぱりダメなのねその方法を知らせろとあなたが言い張るのですものでもその方法は わけななく想像できることじゃない実際そのためには私はあなたの想像以上の犠牲を払わなくちゃならないのよ。私がもしあなたに2万フラン入ると言えばあなたは私を愛してるから何とかして工面してくださるでしょう。しかしそうしてもらえば私は後々まであなたにそれを言われるかもしれないわ。だから私はあなたの厄介にならないことにしたのだけど。 あなたはそれをちっとも分かってくれないのですもの私たちのような女が少しでも本気になっている時には私たちの言ったりしたりすることに他の女たちに分からない意味が含まれてくるものなのだから繰り返して言いますけどねマルゲリート・ゴーチェはあなたに頼まないで借金を払うためにあるごめんをしているのですからあなたは何も聞かないで その利益だだけを受け受ててくださいってもしあなたが昨日初めて私に会った人ならば私の約束を非常に喜んで一昨日何をしたかなんて尋ねなかったでしょう。私たちは時によっては魂の満足を肉体で買わなきゃならない場合があるものよ。やがてその満足さえ買えなくなれば私たちはもっと苦しまなきゃならないのですもの。 聞きながら僕は教嘆の目でマルゲリートを見つめていたかつての僕はこの女の足にでもキスしたいと望んでいたのだしかも今は喜んでその心を与えその生活を与えようとしている彼女ではないかがそれでも僕は与えられたものに満足しようとはしないこれほどに素早く思いを足してもなお人間の欲望というものは そのの上を求めるのだろうか「全く」と彼女は続けた「私たちのような弱い人間はその時の調子でとてつもない望みを持ったり訳のわからない恋をしたりするものよ。今日はあることのために身を投げ出し明日は他のことのために身を投げ出すのよ。 私たちから何も得をしないで破産する人があるかと思えばまたくれた花束だけのものはちゃんと持っていく人もあるわ。誰の心もそれぞれに移り気だしまた移り気だからこそうさばらしもできるし口実もできるのよ。私だってこれまでこんなに早く言うことを聞いた人は他にはいないことよ。それをなぜだと思って 私がかっけつしたときにあなたが私の手を取ってくれたからよあなたが泣いてくれたからよあなただけが私をあわれんでくだすったからよ吉がいじみたことをひとつ話しましょうか以前に私一匹の子犬を持ってたことがあるのその犬が私がせきをするたびに悲しそうに私の顔を見るじゃありませんか 私がこれまで愛したものはその犬だけだったわ。その犬が死んだ時には私母が死んだ時よりも泣いたわ。だってその母が生きてる十二年間私は殴られ通しだったんですもの。私が会ってすぐあなたを愛したのがやはりそれなの。男の人たちがもっと涙を知っててくれるならば。 私たちだって決して破産ばかりさせてはいないしもっと本当の愛が持てるはずだわあなたの手紙は私は欺かなかったわその手紙であなたには人の心がわからないということがよくわかったのそれが私には何よりもつらかったの無論それは嫉妬よだけど実に皮肉な無礼な嫉妬じゃないの 手紙を受け取った時に私はすでに悲しかったの。でもあなたが12時にいらっしゃるのを待ってたわ。いらしたら一緒にご飯を食べて絶えず私の胸にあるこの思いを消してしまおうと思っていたのよ。あなたを知らない前ならばそんな思いなど平気でこらえていられたのですけど。その時の私にはとマルゲリートは続けた。 あなたの前でだけ自由に考えたり話したりできるのだと思えていたの私たちの周囲に来る人たちはみんなご自分だけのちょっとした言葉の端に勝手な計算をしたりつまらない動作の結果を考えたりして面白がっている連中なのだから自然私たちには友達というものはないわ。 お金は使ってくれるけれども自分自身の虚栄のために使うだけの利己的な恋人に過ぎないのですもの。そういう人たちに対しては私たちも向こうが喜べばこちらも喜ぶし、向こうがご飯を食べたいと言えばこちらも食べましょうと言うし、何もかも向こう任せでおればいいのよ。つまり世の中を 想像しくしたり信用を壊したりした罰で私たちはもう自分の心を持つことが許されなくなっているのよ全く私たちはもう自分のものではなくなってるのだわね私たちはもう人ではなくてものなのよ男の自尊心のためには先頭に立てられるけれども本当の尊敬という点では最後に置かれる人間なのよ それは私たちになって友達と称し知ってる女はあってよしかしそれだってプリューダンスのような女でみんなお目かけ上がりで贅沢は死体が年を取りすぎてできないだから奴隷たちの友達になって食卓のお客様になるというだけのことなのよだからその友情だってまるで奴隷のように努めてはくれるけれども決して正直ではないわよ あなたに忠告するにしても金にならないような忠告はしないわよ。自分が男たちから着物や腕を買ってもらったり人の馬車に乗り回して人のボックスで芝居見物ができてる間は私たちが10人の恋人を持ったってまだ少ないように思ってるのよ。つまり私たちの肩掛けを借りて私たちのゆべの花束を持って歩いてるのがあの人たちなの。 これをすれば2倍の霊がもらえると思わなければどんな些細なことだって人のために働く人たちではないわ。現にこないだの晩私が公釈から6,000フラン取ってこさせた時だって500フランを借りていったでしょう。あれだって決して返しはしないわよ。たとえ返すとしても私がかぶらないような帽子で返してくるわよ。 だから私たちには、というよりも私には、たった一つの幸福しか許されていないの。それは私の生活については何にも聞かないで、私の肉体よりもむしろ私の印象を愛してくれるような一段優れた男の人を見つけることなの。そして実際私はそれをあの公爵に見つけているのよ。しかし公爵は老人だわ。 そして老人というものは保護にもならないし慰みにもならないものだわ私はあの老人が望むような生活が自分にできると思ったことがあるのよだけどそれがどうだったと思って私はただ死ぬほど退屈しただけよこんなことをして炭の中で窒息するくらいならば自分で火の中へ飛び込んだ方がいいと思ったくらいなの ちょうどその時私がが、っったたたののの。若くて幸福で熱ああるあなただったの私はあなたを自分の想像しい孤独の中から求めてきた人に仕立て上げようと努めたの私が愛したのは今のままのあなたではなくってこれからなってくれるあなただったのところがあなたはそれを嫌がって俺はそんな男じゃないと言って拒絶したのよ あなたもやっぱり普通の恋人に過ぎなかったのよ。だからどうぞ他の恋人のようになすってちょうだい。払うものを払ってもう何にも言わないでちょうだい。こうした長い告白に疲れてしまったマルゲリートはとうとうソファーの上に身を投げて迫ってくる咳を半ケチで押さえてからさらにその目を押さえた。許して、許して。 と僕はつぶやいた僕にはみんな分かってたのだがあなたの口からそれを聞きたかったのだ。ねえもうみんな忘れてしまってただ一つ僕はあなたのものあなたは僕のものだということだけを覚えてちょうだい僕たちは若い僕たちは恋してるただそれだけ覚えてちょうだい僕はもうマルゲリート。 あななたの言うことなら何でも聞きますよ。奴隷にでも犬にでもなりますよただお願いだからあの手紙だけは破ってちょうだいあのままにしておかれては死ぬほど苦しいからマルゲリートは胸のところからその手紙を出してたまらなく懐かしい美笑をかべて僕に渡した「はいお返ししましたよ」。 僕はその手紙を切れ切れに引き裂いてから、それを渡した手に涙を浮かべて切奮した。ちょうどその時、プリューダンスが帰ってきた。ねえ、プリューダンス、アルマンドが何を従ってるかわかって。マルゲリートが言った。許してほしいというのでしょそうよ。それであんた許したの。仕方がないじゃないの。 だががもっっとと従ってることがあるこあのよ何それは一緒にご飯が食べたいのですってであんたいいと言ったのどう思ってそうねあんた方はもう食い気も何もなくなってる子供みたいなもんだろうと思うけれど私という人はこれで随分お腹が空いてるだろうと思うの早く承諾すればするほどご飯にも早くありつけるというものだわね では行きましょう。私の馬車に三人乗れてよ。マルゲリートは言ったが、今度は僕の方へ向いて。とにかくナナンがやがて寝るだろうと思うから、あなた自分で戸を開けなくちゃならないわ。私の鍵を持ってらっしゃい。今度はもう泣くなしちゃ嫌よ。僕はマルゲリートが行き詰まるほどに抱きしめた。そこへヨセフが入ってきた。旦那さん。 と彼は自分自身にすっかり満足した調子で言った荷造りができましたがみんなかいへえよしじゃあまた解いてくれもう行かないから16僕はもっと短くこの物語の発端を話すつもりであったが僕の方は マルゲリートの望みには何でも従うようになりマルゲリートはまた僕と別れては生きていられなくなったその道筋を知ってもらいたいためにこんなに長くなったのである僕がマノン・レスクを彼女に送ったのはその晩の翌日彼女が僕に会いに来た時だったその時以来彼女の生活を変えないと見た僕は自分自身の生活を変えた 僕はなるべく自分の現在の地位を考えない工夫をした。それは何と言っても僕を非常に不幸にするものであったからである。こうして代体として静かだった僕の生活はたちまち騒音と不秩序との間を呈してきた。いかに欲のないお囲い者の恋だとは言っても全く金のかからない恋だと信じてはいけない。そうした女の出来心ほど 金のののかかるものはないのだ花束芝居のボックス食事田舎行きそれの一つだって断るわけにはいかないのだから既に話したように僕はそう金持ちではなかった僕の父は今でもそうだが地方の相当な公利であった誠実な人として聞こえていたおかげで今の地位につくに必要な保証金を売ることができたのだが 年俸4万フランで10年間勤めている間にその保証金を返済して妹の嫁入金を作ったのであった。父は無類の型人である。僕の母が死んだ時年収6,000フランのものが母に残っていたが父はその遺言を受けたその日にそれを僕と妹とに分けたのであった。 やがて僕が21歳になるとこのわずかな金の上にさらに年収5,000フランのものを足してくれて僕が医者か法律家で身を立てるならばこの8,000フランを基礎にして立派にパリで暮らしていけるようにしてくれるのであった僕はパリに来て法律を学び裁判所に招かれたそして多くの青年と同様に学位免除を懐にして パリでは珍しくない野楽ら生活を送っていたのである。僕は非常に適度に金を使っていた。一年間の収入を八ヶ月に使い果たすことにして、夏の四ヶ月を父のところで暮らすことにしていたから、実際には一年に一万二千プランを父からもらうわけだったが、それでいい息子だと言って評判されたものである。 無論他人からは一文だって借りたことはない僕がマルゲリートを知ったのがちょうどこういう状態の時だった僕の入費が急に加算できたことは君にもよくわかるだろうマルゲリートという女は非常に移り気な女であったし莫大な浪費をも一向重大に考えない女であったできるだけ絶えず僕と一緒にいようとする結果 朝っぱらから使い起こして僕を食事に誘い出すそれもうちで食べるのではなくて時にはパリで時には田舎で料理屋に行くのだもろん僕も訪ねていく一緒に食事をして芝居に行くまた食事をするその度に累金貨の四五枚は飛んでいくので一ヶ月にはどうしても二三千フランはかかる。 一年の収入が3ヶ月半でなくなる感情であるから必要上僕は借金をするかマルゲリートと別れるかしなければならないしかし別れるくらいならばどんなことでもしようという気になるのだこうした細かいうちわ話をして失敬だがこれが当然の経路であることは君も認めるだろう僕が君に話してることは本当の話で しかも単純な話なのだ。まあ、単純なままに、すべてを飾らないで、話すことにしよう。そこで、僕には、何かの方法で、このしっを満たす必要が迫ってきたし、また、マルゲリートに別かれてるい瞬間が、三年にも、えるほどの、のぼせ方だったので、そういう時間を消すための感情のハケ口が、必要にもなってきた。僕は、 五六千フランの金を借りてそれを資本に賭博をやり始めたすでに賭博宿がなくなっていたその頃は賭博はどこででも行われた以前みんながフラカティに行った頃にはそれで財産が作れる機会もあったその頃の人はみんな金を目当てに賭博をしてたとえ損をしてもまた得をすることもあるからという慰めがあった しかし今はクラブは別としてどこでも支払いにある厳格さは保たれていたがそれでも相当な金高を買った場合には大抵金が受け取れないのが普通であったその理由は君にも容易にわかるだろう金の必要があってもそれを満たすだけの財産がない場合青年がやり出すことは大抵賭博と決まっているしかもその結果がこれなのである たまには渡航するものもあるが大抵は甚だ不愉快な話だが馬車代や上婦の金を払わせられるだけの話だその結果は負債を生んで甚だ見苦しい争いが緑の丸テーブルの端で始まることになる随分立派な人間が同様に立派な他の人たちのために破産させられるなどということができてくるのも 要するに二十万フラの年収がないというだけの話である。賭博で不正を働く人たちのことは君に話すまでもないだろう。急に姿を隠したそういう人たちの宣告文がしばらく経って世に現れるなどということは僕たちのよく聞く話ではないか。とにかく僕は以前ならば考えただけで 恐ろしくなったようなこうした忙しい騒造しい爆発的な生活に自分の身を投げ込んだのであるがそれがマルゲリートとの恋にはなくてならないものになった実際その他の何が僕にできただろう。ダン,タン街に行かないで僕の部屋で過ごした晩には僕はいつも眠れなかった嫉妬と情演とがムラムラと起こってくるのだ。 しかしそういう時賭博をやっておればそれに対する新しい熱のために女に会う時間が来るまで自分の情熱を紛らすことができるのであるそれだけでも僕の恋がどんなに激しいものであったかがわかる実際僕はその時間が来るや否や勝ってても負けてても即座に座を立って残っている連中の不幸を憐れんだものである 彼らの大部分にとって賭博は一つの必要であるが僕にとっては楽しみであるにすぎないマルゲリートのことさえなければ僕はいつでも賭博が寄せる人間であっただからこうした中にありながら僕はいつでも相当な自制力を持っていた損をすると言っても自分で払えないような損はしなかったし得をすると言っても損していい程度の金を もう桁に過ぎないその上に僕の運も悪くなかった別に借金もこしらえないで賭博以前に3倍した費用を払うことができたのであるこんなたやすいことでマルゲリートの移り気が満足させられるのだからこの生活をやめられない無論マルゲリートは以前に倍して僕を愛し続けた。 すでに話したように初めの僕は夜中から6時までの間しか彼女のところにいるわけにいかなかったがそのうちに時に同じボックスで芝居を見るようになり時には彼女が僕のところへ来て一緒に食事をするようにもなったある朝は8時がうつまで帰ってこなかったしある日は12時までも彼女のところにいたことがある しかしこうしたマルゲリートの精神的変化はすぐに彼女の肉体的変化をもたらし出した彼女の病気を治してやろうという僕の真意を知っている彼女はその感謝のしるしに僕に従順であることを務めた僕は大して骨を折らないで彼女の古い習慣を一変させることができた僕は自分の医者に彼女を見せたが その医者はただ安静だけが健康を保たせるのだと言ったので、例の夜食や不眠をよさせて、健康的な生活法と規則正しい睡眠等を取らせることにした。首相にもマールゲリートは、だんだんこの新しい生活に慣れてきて、その効能をありがたがるようになってきた。たまには彼女も晩に家にいるようになってきたし、天気のいい日には、 肩掛けに包まれベールをかけて僕と一緒にまるで二人の子供のようにしてシャンゼリゼの横丁を歩き回るようにもなった彼女が疲れると軽い夕食をとってちょっとの間ピアノを弾いたり読書したりして寝るのであったそんなことはこれまでの彼女にはないことであった僕の胸にまで通るかと思われたあの咳もほとんどなくなってしまった こうして六週間も経った頃にはあの伯爵は全く来なくなったから僕たちの関係はただ公爵にだけ隠しておけばいいことになったがその公爵さえも僕があそこにいる間は彼女がまだ眠っていて起こすわけにいかないことを口実にして追い返されるようになった。こうしてマルゲリートが僕に会っていたがる習慣というよりも必要が 僕にいい結果をもたたらしたというのはその必要に迫られて僕はいつでも巧妙な幕打ち,打ちがやる通りに程よくその場を切り上げることができたからである。かれこれといろいろ集めてみて僕は一万フランばかりの金を持つことができた。僕はこれだけあれば何でもできると思った。例年ならば父や妹のところへ帰る時が来たが、 僕は帰らなかったしきりに二人から手紙が来て帰ることを促したそれに対して僕はできるだけの返事をして僕が非常に丈夫なことと金に不自由していないこととを繰り返して知らせてやったこの二つさえ分かっておれば父も心配しないだろうと思ったからであるちょうどその頃のことであったある天気のいい夏の日に 部屋に流れ込む日の光に目を覚ましたマルゲリートは寝床から飛び起きて「今日は一日田舎に行ってこよう」と言い出した「プリューダンス」を読んで僕たちは3人で出かけた出る時にマルゲリートはナナンを呼んでもし公爵が来たらあまり天気がいいからジュエルノ夫人と一緒に田舎に遊びに行ったというようにと命じておいた デ・ウェルノア夫人を連れて行くことは、老公爵の手前があったからだが、それでなくとも、二三日の田舎行きなどにはもってこいの女であった。いつも変わらず、高機嫌で、食い意地の張っている彼女は、一瞬間だって相手に退屈を感じさせるようなことがないし、卵だの、さくらんぼだの、牛乳だの、うさぎのシチューだのを注文して、田舎らしい食事をする時などには、 このうもなくうれしそうであったさてこれからどこへ行ったものかが最後の問題になったがそれもポリオダンスがわけなく解決した「本当の田舎に行ってみたいの?」と彼女は聞いた「そうではブージュペルに師匠じゃないのポアンデジュールのアルヌール・ゴケのところへ行けばいいのだからアルマンドほロナシ場所一台行ってくださいな」 それから1時間半の地には僕たちはアール・ヌール・ゴケのところにいたその宿屋は君も多分知ってるだろうが普通の日にはホテルだが日曜になると一種の茶店になるところだそこの小高い庭からの眺めは実に素晴らしいものだ左側には地平線に接してマーリーの水道が見えるし右の方にはいくつも重なった小山が展望される ガビロンから黒いシートの間の平野を流れる川はその辺ではほとんど水性がなく大きな白いリボンのように横たわって高いポブラのそよぎと柳のせせらぎとの中に永久に眠っているその向こうには日の光にくっきりと白い家赤い屋根のいくつかが見えいくつかの工場が程よい距離にあって上手にこの風景画を 完成させているしかもさらにその向こうには遠無穂古とした中にパリの町々が横たわっている。なるほどこれはプリオーダンスが言ったように本当の田舎だ。そしてさらに僕に言わせれば本当の弁当場所だ。自分の幸福だったお世辞に言うのではないがブージーバルは確かにその恐ろしそうな名に似合わず。 想像以上にきれいなところだ僕もずいぶん旅行してこれより雄大な景色はいくつも見たがしかし小山に囲まれたこの小さい村以上に気持ちのいい景色は見たことがないアルヌール夫人が僕たちに「ボート祈らないか」と勧めに来たマルゲリートとポリューダンスとは大喜びで賛成した「都会の人々を」 田舎に親しませるるものは恋である実際また田舎は恋にはもってこいだ青い空いい香り草花微風輝かしい野のしじま森こうしたものほど愛する女の機嫌をよくしてくれるものはないどんなにその女を愛してどんなに信用してどんなにその過去と未来とを捧げられていることを知っていても 男というものはいつでも多少の嫉妬を持っているものである。我々が真剣に愛している時我々は相手をこの世から引き離す必要を感じずにいられないのだ。愛する女がその周囲に対してどんなに無頓着であってもやはり周囲の人間や物に接するたびにその女の香りが薄くなりその女の純真さが失われるような気がするものである。 僕などはその経験を何よりも多く持っている僕の恋は普通の恋ではなかった僕自身の恋は普通の人のなしうる恋であったかもしれないが相手がマルゲリート・ゴーチェであるつまりパリでの僕は彼女の恋人であった男や恋人になりかけた男を肘で突き飛ばしていなければならない僕だがこうした田舎に来て 全く無関係な人たちの中にいて町の音の聞こえない自然の中にいれば僕は何の遠慮もなく自由に恋に浸れるわけであるある小島に登った時ちょうど僕たちが座っているところからすぐ近くの岸に2階建ての可愛らしい家が一軒あるのが見えたそれは半円形の柵を巡らした家で 柵と家の前面との間にビロードを敷いたような芝生があり家の後ろには小さい森があっていかにも焦げの深そうなしとやかな隠れ家を作っていたその角口の鶴花が2階近くまで這い上がっている僕はその家を見つめているうちになんだかそれが自分のもののような気がしてきて自分の今の夢とごっちゃになってきた 僕はその家にいるマルゲリートを空想して昼間の森夕方の芝生に二人を置いてみたこれほどの幸福がどこにあるだろうと自分に言いたかった「なんて可愛らしいお家でしょう」僕の視線を負ったマルゲリートは僕の思いもおったかのように言った「どうこうに?」プリューダンスが聞いた「そこよ」とマルゲリートがその家を指した ああ面白いわね」とポリューダンスは答えた「あんた好き非常に好きだわ」では公爵にそう言えばいいじゃないのきっと借りるわよよかったら私面倒見てもいいわマルゲリートが僕の意見を聞くように僕の顔を見たしかしポリューダンスのこの最後の言葉で僕の夢は消えてしまった僕は口も聞けないほど残酷に現実に引き戻されてしまった そそうそういい考えだね僕は自分が何を言ってるかも知らないでつぶやいたでは私そうするわマルゲリートは僕の手を離して遮った行って貸し屋かどうか見てきましょう家は空いていた2,000フランの家賃だったここにいたら幸福だと思って彼女が僕に言った僕はここに来ていいの あななたたのためでなくって、誰がこんなところに身をうずめると思ってそれならばマルゲリーと僕にそれを借りさせてくれないまあ気違いそんなことは不必要だしそれに大事危険だわね大きい坊っちゃんもう何も言わないでちょうだいそうすれば私も二日も暇がある時にはいつでもここにやってくるわ その家を出ると僕たちはすぐこの新しい計画について話し合いながらパリに帰ってきた馬車から降りた時には僕ももうかなり平気で彼女の取り計らいを待つ気になっていた十七翌朝は公爵が来るというので僕は早朝に帰ってきたが公爵が帰ったらすぐ使いをよこして 今晩のの打ち合わせをするとのことこだった実際その日のうちに僕は次のような手紙を受け取ったこれから公爵と一緒にブージパルに出かけます今晩8時にプリューダンスのところへ来ててください指定しておいた時間にマルゲリートはデュワルノア夫人のところへやってきたさあすっかり決まっちゃったよ入ってくるなり 彼女はそう言ったあの家を借りてプリューダンスが聞いたえすぐ賛成しちゃったわ僕は公爵という人を知らなかったが彼を騙していることを恥じたでもそれだけじゃないのまだ何かあるの私アルマンドの泊まる場所を見てきたの同じ家でプリューダンスが笑いながら聞いたううん今日は ボアンジュールでで公爵と2人でご飯を食べたの公爵が景色を褒めている間に「私アルヌール夫人だったわねあの人」に訪ねてみたの「どこかにいい家はないか」ってそこで見せてくれた家が素敵なの客間と駒と寝室とで1ヶ月60フランだっていうの全体がひどく明るくできてるしいいと思ったから私借りることにしてきたの。 それでよくって僕は彼女の首に抱きついて接吻した「そりゃきっと面白くってよ」と彼女は言い続けた「あなたが裏戸の鍵を持っていらっしゃいね」私は公爵に表戸の鍵を出そうと思ったのだけど公爵は来れば昼間に来るのだからいらないというのよとにかくあの人も今度のことは非常に喜んでるらしいの。 私がしばらくパリにいなければ自然落ちの反対もなくなるわけですものね。しかし私のようなパリ好きがどうしてあんなに田舎に行く気になったかと聞くから私病気だし少し休養したいからと言って言ったの。しかしこれは公爵もいくらか疑ってるらしいの。しょっちゅう私を見張ってるのだからね。田舎に行ってもやっぱり見張りがつくだろうと思うから。 私たちちは用心しなくちゃダメよ。それに家を借りてくれたばかりでなく私の借金まで払ってくれるというのあいにくまたその借金が大きいのですものねだから私たちもよっぽど用心しなくっちゃならないけれどアルマンドにそれができてええ僕はこうした生活が絶えず感じさせる屈辱の感じに耐えながら答えた。 それで今日は家中を見て回って何もかもすっかり完全なものにすることにしたの。公爵が全部やってくれるって。ねえ、アルマンド。言って彼女は僕に接吻して。あなたは幸せ者よ。百万長者があなたの信頼を作ってくれるのですもの。それでいつ引っ越すつもりプリューダンスが聞いた。できるだけ早く。 馬馬や馬車も持っていく全部持っていくつもりよそしてこちらの家はあんたに面倒を見てもらうつもりなの一週間の後にマルゲリートは田舎の家に移った僕もポアンジュールに移らされたこうしてちょっと説明に困るような生活がここで始められた最初のうちマルゲリートの家は これまでの惰性での毎日まるでお祭りのような騒ぎで彼女を知ってる女たちが全部集まってきた丸ひ月というもの8人や10人の客が食事をしないことは一日もないというありさまでことにポリューダンスは自分の知ってる限りの人を引っ張ってきて自分の家のように振る舞ったものであるむろんそうした費用は全部公爵の懐から出るのだったが それでも時々プリューダンスが僕のところへやってきて「マルゲリート2,000フラン出してやってくれないかなど」と言った「僕は博打で儲けているところだったから言うだけの金をプリューダンスに渡したがこの上要求された時のことを考えて以前借りて返しておいただけの金をまたパリで借りてきたそこで僕はまた1万フランばかりを手にすることができたしかしマルゲリートも こんなに金がかかるのみ、ことに僕にまで金を出させねばならないことを見て、次第に越したお祭り騒ぎを控えるようになった。マルゲリートを休養させるために、この家を借りてくれた公爵は、こんなに大勢ではしゃいでる中に入ることを恐れて、もうこちらへ来なくなった。一度公爵がマルゲリートと差し向かいで食事をしようと思ってやってきたとき、十五人もの連中が、 1一時間もかかって中食を食べていたことがあった何も知らない公爵が食堂の戸を開けるやいないやどうという笑い声に迎えられたので彼は騒行として逃げ出したのであったマルゲリートはテーブルから立って隣の部屋で公爵に会っていろいろと彼をなだめようとしたのだったが威厳を傷つけられた公爵はすっかりそれを悪意に返してどうしても許すと言わない 彼は多少残酷な調子で自分の家の中で自分を丁寧に扱うことさえできないような女のために馬鹿らしい金を払うのには飽きたと言って非常に立腹して出て行ったのであった。それ以来彼からは何のおとさたもなかった。そこでマルゲリットは客を断り自分の生活も変えてみたがやはり公爵からは何のおとさたもない。 しかしそのおかげで僕は完全に彼女を自分のものにすることができ自分の夢がついに実現せられたのであったマルゲリートはもう僕がなくてはすまなくなっていた彼女はもうどんな結果になってもかまわない気で僕たちの関係を公言して一緒の家に住むことにした召使いたちも公然と僕を旦那様にしてしまった この新しい生活を見てポリューダンスはやかましく説教ししした。しかしマルゲリートは僕を愛していること僕がいなくては生きていられないことを答えてたとえどんなことが起ころうとも僕と一緒にいる喜びを犠牲にすることはできないからそれに不服な人は来てもらわなくてもいいとさえ言ったある日ポリューダンスがある重大問題で話したいからと言って。 マルゲリートと二人っきりになったのを僕は戸の外で聞き耳を立てていたことがあるそれから間もなくプリューダンスがまたたやってきた彼女が来た時に僕は庭の向こうの方にいたので彼女には僕が見えなかったがマルゲリートが彼女を迎えた様子で彼らの用向きが大体分かったので僕はそれを聞いておこうと思ったそこで二人が部屋を閉め切った 話してててる外で僕は耳を立てていた「どうだった?」マルゲリートが言った「公爵にあったわ」「なんと言ってこないだのことは喜んで許すが聞けばアルマンド・デュバルと公然住んでるそうだがこれは決して許せない」というの「マルゲリートとあの若者と別れさせてくれ」と私に言うのよ。 そうすればこれまで通りにマルゲリートの言うだけのものを出すがそうでなければもうごめんだって言うの。であんた何と答えたその通りをあんたに伝えてもっとちゃんとさせるようにするって約束したの。実際あんたもよく考えるといいわ。これをしくじったってアルマンドにあんたの世話ができるわけじゃないのだからね。 そりゃああの人は心からあんたに惚れてるけれど、それだけの財産から別れていくに決まってるのだが、そう時になってまた公爵の世話になろうったって、もう遅いのだからね。私からアルマンドに話してみてはどうマルゲリータは考え込んでいるらしく何も答えなかった。僕は激しい動機を感じながらその答えを待っていた。いや、私やっぱり、 アルマンドに別れるのは嫌だし二人が一緒に住んでるのを隠すことも嫌だわむろん馬鹿らしいことに違いないけれど私はあの人を愛しているのだものそれにアルマンドだってこんなに四十一緒に居つけては一時間だって別れてはいられないわ私だってそんなに長くは生きていられないのだからもうあんな老人のご機嫌取りなんぞしたくないの。 あの老人を見てるだけで自分まで老人になる気がするんだものだからもう公爵のお金などいらないわ私どうにかするつもりだからどうするつもりなのちっとも当てはないけれどポリオダンスが何か答えるらしかったが僕はいきなり飛び込んでいってマルゲリートの足元にひざまずいて彼女の手を涙で覆った「ねえマルゲリート 僕はもうあなたのものだ。そんな男はもういらないのだ。僕がそばについてるのだからね。僕がどうしてあなたのそばを離れられるだろう。どうしてこの幸福の償いができるだろう。ねマルゲリート、もう邪魔者は何もないのだ。二人が愛している限り、他のことはどうでもなるんだから。そうだわ、ね、アルマンド。 彼女は僕の首を両手で抱いてつぶやいた。私こんなに人を愛したことはないわ。私たちは幸福よ。これから二人で静かに暮らしてから私自分の赤めんするような一生に永久の別れをするわ。あなたももう私の過去を責めないどう僕は涙で行き詰まって答えることもできなかった。では、と彼女はプリュダンスに向いて。 ギレギレの声で言った「あんたこの場のありさまを公爵に話してくれていいわそしてもうあなたがいらなくなりましたって言ってくれていいわ」その日以後二人は公爵のことを口にしなかったしマルゲリートはもうこれまでの マルゲリートではなかった彼女は僕と初めて会った当時の彼女を思い出させるようなことは全て避けたどんな妻でもどんな姉でも及ばない心遣いで僕の面倒を見た元来がほとんど病的なほど感受性の強い彼女はこれまでの全ての友人と別れすべての生活法と別れて贅沢をしないのはもちろん 言葉つきままでも改めてしまった「二人が僕の買った小さいボートに乗って家を出て行く時川の水気を防ぐ絹イトを持ったこの麦わら帽白絵の女を見て誰が贅沢と道楽と謳われた四月前のマルゲリット・ゴーセだということを信じ得ただろう」。哀れ二人はその幸福の長からぬを 知る者の,のごとくにひたすらにその幸福を求めたのである実際僕たちは丸二ヶ月の間一度もパリに行かないほどであったもちろんタレも来ないたまに来る者はポリューダンスと例のジュリー・ジュプラーだけである僕は終日を女の前にひざまずいて過ごした 庭に面した窓を開いて咲き誇る夏草を眺めたりこの下影を頼んだ楽しんだりしている時2人はかつて知らなかった本当の人生を2人で生きている気がしたのであったどんな些細なことにも嬉しがっている彼女にはまるで子供のようなところがあったある日の彼女はまるで塔ばかりの子供のように蝶やトンボを追って 庭の中を走り回ったかつてはいろいろな花束を買うために一家を楽に支えるほどの金を使っていたこの娼婦は今や時々1時間も草の上に座って名もない草花を見ることに余念がないのだ彼女が繰り返し繰り返しマノン・レスコを読んだのもこの時であるその本に何か書き込んでいる彼女を見たのも 幾度か知れない女がもし本当に愛しているならばマノンの真似はできないとは彼女が絶えず言っていたことであるそのころ爵から二三度手紙が来たが彼女はいつも読まないで僕に渡したその手紙が時に僕の涙を誘ったはじめ金をやらなければマルゲリートがまた帰ってくるように思っていた公爵は それのダメなことを知るともうたまらなくなったのである。彼はどんな条件でもいいからもう一度会ってくれと言ってきたのだった。そのしつっこい熱心な手紙を読んで公爵を気の毒になった僕はよほど公爵を彼女に会わせてやろうかと思ったが僕がこのうちの出費を公爵に出させたがってるように思われることを恐れて。 マルゲリートに手紙の用向きさえ知らさないでキレキレに咲いてしまった僕は何よりもこうした結果の責任を避けてるように思われることを恐れたのであったこうして何の返事も受け取れない公釈は手紙をよこすことをよしてしまったマルゲリートと僕とは将来のことなどは考えないで一緒に住んでいた 18こうした僕たちの新生活ぶりを君にこまごまと話すことは困難であるそれはただ子供らしいさじの連続であって僕たちにこそ愉快だが他人には無意味なことに過ぎないある晩僕たちは窓の外の露台に出てやっと雲から出てきた月を眺めながら 木にそよぐ激しいいい風音を聞いていた二人は手を握り合ったまま15分ばかりも黙っていたがその時マルゲリートが言い出した「もう冬が近くなったけれどあなた一緒に外国に行ってくださらないどこイタリア。もうここに飽きた私冬が怖いの。ことにあなたがパリに帰っていらっしゃりはしないかと思って」。 なぜいろいろの理由で言ったままその理由をあげないで彼女はいきなり言い続けた「ね外国にいらっしゃらないそうすれば私も自分のものをみんな売ってしまってそれで暮らしていくわ私にはもう何にも残らないし誰も私のことを知らなくなってしまうの行かないあなたがそういう気だったらとにかく旅行だけはしよう」。 ししかしそんなもののを売るる必要がどこにあるのそれを売っただけの金はとても僕にはないけれどもしかし56ヶ月の旅でいいのだったら十分な旅のできるだけの金は持っているのだからそれはしかしだめ窓を離れた彼女は部屋の向こうのソファーに座っていった何だってそんなに外国でお金を使う必要があるの ここでだって随分あなたにお金を使わしてるじゃありませんか。しかしマルゲリーとそんなことを言って僕を責めるのはひどいじゃないか。ごめんなさいね。と彼女は僕の手を取った。このお天気で私どうかしてるのよ。そんなつもりで言ったのじゃなかったの。彼女は僕を抱いてから長い間黙っていた。 こうしたことがその後もちょいちょい起こってきた。僕にはその理由がわからなかったが、ただマルゲリートが将来に不安を抱いていることだけは察することができた。彼女は日に日に加わってくる僕の愛を疑うことができないのだが、それでもなお説明し難い悲しみに落ちている彼女を僕はしばしば見た。こうした生活の単調さが、 彼女を退屈させるのではないかと思って僕はパリに帰ることを言い出してみたが彼女はどこへ行ってもこれ以上幸福にはなれないと言ってそれを拒んだブリオダンスはもうたまにしか来なくなったが手紙は度々やってきた僕はそれを見せろとは言わなかったがそう手紙が来るたびに深く考え込んでいるマルゲリートを見ておかしいと思った。 ある日マルゲリートの部屋に入っていくと彼女は手紙を書いていた。誰に書いてるのプリューダンスへよ。読んでみたい僕は自分が何か疑ってるように思われることを恐れて読んでみないでもいいと答えたがそれを読めば彼女の悲しみの原因がわかるだろうと思った。翌日は素晴らしく天気のいい日だった。マルゲリートが言い出して。 僕たちは黒石島までボートを出した彼女は非常に楽しそうだったうちに帰ったのは5時ごろだったが僕たちを見るとナナンが「ジュバルの夫人がいらしてました」と言った「でまた帰って行ったの?」マルゲリートが聞いた「はい馬車でお帰りになりました」うまくいったとおっしゃって「そうかい。 マルゲリータは鋭い声で言ったご飯にしておくれ2日たってプリューダンスから手紙が来たマルゲリータはこの2週間変に気持ちが悪かったが「もうさっぱりしたから許してくれ」と言ったがプリューダンスと乗っていった馬車はまだ帰ってこなかった馬車が帰ってこないがどうしたのある日僕は聞いてみた「一匹の馬が病気なの」 それに車もちょっと修繕しなきゃならないのですって。ここにいれば馬車もいらないから。私たちがパリに帰るまでそのままにしておいた方がいいと思うの。二日の後にポリューダンスが来てやはりその通りに行った。女たちが庭に散歩に出たので僕も後から出て行ったが僕の顔を見ると彼らは話題を変えた。その世の帰り際にポリューダンスは よかでの寒さを囲ってマルゲリートの肩掛けを貸してくれろと言ったこうして一月ばかりが過ぎたマルゲリートはこれまでになくうれしそうで僕にもいろいろと親切にしてくれたがどういうものかあの馬車もあの肩掛けもプリュダンスのところから帰ってこなかった僕はなんとなく心配なりだしてある日マルゲリートが庭を散歩している時に ポリューダンスの手紙の入っている引き出しを開けてみようとしたがダメだった。引き出しには鍵がかかっていた。そこで僕は彼女がいつもダイヤモンドだのソーシングだののこまごましたものを入れている別の引き出しを開けてみた。これはわけなく開いたが宝石箱はなくなっていた。もちろんその中身もあるはずがない。僕は激しい恐怖に襲われた。 早速、マルゲリートに聞いてみたかったが、彼女が本当のことを言わないのはわかりきっている。マルゲリート、すまないけれど、僕はちょっとパリに行ってきたいのだがね、僕の居所を知らせていないので、父が心配して、手紙横をよこ知ってるだろうと思うから、取ってきたいのだ。行ってらっしゃい。しかしすぐ帰ってきてね。そこで僕はまっすぐと、プリューダンスのところへ行った。 一体マルゲリートの場所はどこにあるの僕は回り道をしないでいきなりこう聞いた売っちゃったわで肩掛けは売ったわよダイヤモンドは七に入ってるわ七に入れたり売ったりしたのは誰私よなぜそれを僕に言わなかったのマルゲリートに言わないという約束をさせられたのですもの しかしあなたはなぜ僕に金をよこせと言わなかったのあの人が嫌がるのですもの。で、その金はどこに行ったのいろいろな払いをしたのよ。マルゲリートにはよほど借金があるの三千フランくらいはあるでしょうね。私、あんたにそれを話さなかった実はね、あのうちの飾り付けをした証人が、 向こうのうちにお金を取りに来た翌日公爵から手紙が行って豪士のことはもう何も構わないからということになったのそこで証人がまたマルゲリートのところへ催促に来る仕方がないからあんたに借りて二三千フランは払ったのだけれどいろいろまたその証人に知恵をつける親切人があってね あの女は今旦那から別れて一文無しの若者と住んでるんだなどと言い出すものがあるものだから証人の催促が急に厳しくなって品物をいくらか差し押さえるというようなことになったの。そこでマルゲリータは自分のものを一切売り払ってしまうなんて言い出したのだけれどその時はもう時期が遅かったし私も賛成しなかったの。 しかしとにかく払わないわけにはいかないしあんたから金をもらうのは嫌だというので結局馬や肩掛けを売ったり宝石を七に入れたりすることになったのその受け取りや七札を見せてあげましょうかそう言ってプリューダンスは引き出しを開けてその書類を僕に見せた「ねえだから言わないことじゃないのよ」と彼女は図に乗って言い出した 女と一緒に田舎へでも行って夢のような暮らしをしてればそれで満足だとあんた思うかもしれないけれどそんなことはダメよそういう暮らしのすぐ隣には金の世の中というやつがいるのですからねお金なんぞとあんたは言うかもしれないけれどなかなかどうしてお金あっての世の中ですものねマルゲリートがあん何あんたに忠実なのは ああれはあの人人が変人だからよ。私もあの人がだんだん裸になるのを見ていられないからずいぶんやかましく言ったのだけれどあの人はまるで聞かないであんたをだますほどならば死んだ方がましだなんて言い出すんだものね。そりゃなるほど立派なことだし私的なことにも違いないけれどそんなことではいつまでたったって3,000フランの借金は払えませんからね。よろし。い。 では、僕がそれだけの金を作ろう。「あんたが借りてくるの?」。そりゃ結構なことだけれどそうすればあんたがお父さんをしくじって仕送りを断た,たれるなんてことも起こりかねないしそれに3,000フランという金がそう1日や2日にできるというわけにはいきませんからね。そんなことをして、 後で後悔するよりも、まあ、私の言うことを聞いた方がよこざんすよ。なんといっても、女を知ってるという点では、私の方があんたよりも上ですからね。そりゃ、私だって、あんたにマルゲリートと別れるなどとは言いませんよ。ただ、お互いに以前のようにして暮らして、マルゲリートにこの難波を切り抜けさせるようにするのですね。そうすれば、あの公爵だってすぐ帰ってくるし。 N 伯爵だってつい昨日も自分でそう言ったのだがマルゲリートさえよければいつでもその借金を払って月に4五千5 0 0 0フランの仕送りをしようというのですからね伯爵まれで20万フランの年収は持ってるのだしそれに多少薄のろと来てるからあんたが相変わらずマルゲリートの恋人になっている分には一個を差し支えないのだしこのままでいってあんたが破産して やむを得ず別れるなんていうことになるよりもどれだけその方がいいか知れないのですからね。むろん初めのうちはマルゲリートも少しは泣くようなことがあるかもしれないけれどそのうちには慣れてくるしあんただってきっとありがたがるようになると思うの。マルゲリートが結婚した女で亭主をだましてあんたに会っているそう思えばことは済むのじゃないの それを私が言うのはもう今日に始まったことではないけれどこれまではただ注意だけで済んだものが今では是非とも必要なことになってきたのですからね残念ながらプリューダンスの言うことは本当であった「もともとマルゲリートのような女は」とプリューダンスは持ち出した書類を脇に置いて言い続けた。 いつでも誰かが自分に惚れるだろうとは思ってるが自分から惚れようとは決してしないものですよもし自分から惚れるようなことがあると3十にもなってその男と一緒に暮らすためにせっせと金を蓄え出すものですよだからね悪いことは言わないからマルゲリートには何にも言わないでパリに連れて帰るのですよあんたももう45ヶ月も一緒に暮らしたのだから それでよいかげんに目をつぶるがよござんすよパリに帰って2週間もすれば絵伯爵がやってくるようになるからそうすれば冬の間に金をためておいて来年の夏またあんたと2人で暮らせばいいじゃないのそれがあんた一番いいことよこの忠告で彼女は有頂天になってるらしかったが僕は眼強に拒絶した。 それは僕の愛や自尊心からばかりではない。マルゲリートは他の男を持つほどならば、むしろ死ぬるに違いないと僕は思ったからである。まあ、冗談はよしにして、一体マルゲリートはいくらいるのか、はっきりしたことを聞きたいですね、と僕はプリオダンスに言った。3000フランだって言ったじゃないの。で、いつその金がいるの二月つ聞いないよ。 よろしいそれまでには作るからブリューダンスは肩をゆすった金ができたらあなたに渡しますからねと僕は続けたあなたはそのことをマルゲリートに言わないことを約束してもらいたいですね大丈夫よもし今後マルゲリートから何か売るとか七に入れるとか言ってきたら僕にちょっと知らせてもらいたいですねそれは大丈夫 「あの人にはもう何も残っていないのですもの」「僕は父の手紙が来てるかどうかを見るためにまっすぐに僕の家に行った」「四通来ていた」「十九最初の三通は僕の無沙汰の理由を尋ねる手紙だったが最後の一通は 僕の生活の変化を聞いて僕に会いに来るという手紙だった元来僕は父に対しては非常な尊敬を持っていたし真面目に愛してもいたので早速返事を書いてしばらく旅行して無沙汰をしたが父が来るなら会いたいからこちらに着く日をあらかじめ知らせてくれと言ってやった僕は自分の召使いに田舎のところ書きを渡して その決心のある手紙が来たら、すぐそこへ持ってくるように言おいて、ブジバルに帰っていった。マルゲリートは庭の角に立って待っていたが、心配そうに僕の顔を見て、僕の首に抱きついていった。プリューダンスにお会いになって。いいえ、ずいぶん長くパリにいらしたのね。すぐ返事をしなきゃならない手紙が父から来ていたのでね。 それから二三分してナナンが息を切らして入ってきたマルゲリートは立ち上がって何か囁いていたがやがてナナンが出て行くと彼女はまた僕のそばに座って手を取ったなぜ私をおだましになるのプリューダンスに会っていらしたのじゃありませんか誰がそう言ったのナナンがいましたわしかしナナンがそれをどうして知ってるの 「あなたについて行ったたののですものあなたがついて行かせたのええだって夜月の間一度も出ていらっしゃらないあなたが急にパリに行くっておっしゃるのですものきっと何か重大な理由があるだろうと思ったの何か事件が起こったかさもなくば他の女に会いにいらっしゃるかどちらかだと思ったのねえねえねえでもこれで安心したわ。 しししかし一体どんなことを聞いていてらしたの僕は父から来た手紙を見せた私が聞いてるのはそれではないのあなたがなぜプリオダンスのところにいらしたかそれが知りたいのただ会いに行ったのよ嘘だわそれは会って馬が少しは良くなったかどうか尋ねてみようと思ってさそれからあなたの肩書や宝石が もういらなくなったかどうかを聞こうと思ってさマルゲリートは赤い顔したが返事をしなかったそして僕はあの馬や肩掛けや宝石がどうなってるか聞いてきたよそれであなた怒った怒ったよ自分の欲しいものをなぜ僕に言ってくれないのかと思ってでも私たちの関係ではそれは無理よ 女の方に多少でも自尊心があるならばあなたからお金を出してもらってお金のための恋だと思われるよりもむしろできるだけの犠牲を払った方がましだと思うのが当然だわそれはあなたが私を愛しててくださることは私も十分信じてるわだけど私のような女に対する男の愛というものがどんなに儚いものだかということをあなたはまだお知りにならないのだわ そのうちにあなただって私に飽きて嫌におなりになる日が来ないとも言えないしそんな時にはきっと俺はやはりうまく騙されてたのだと思いになるに違いないわプリーダンスなんていう女はあれはただのおしゃべりよ私に馬なんぞの必要がどこにあって使いもしないものを買っておいたってただお金がかかるだけだから経済のために売っただけのことよ あなたさえ愛してくださるならば私にはもう何もいらないのだし馬や肩書きやダイヤモンドがなくったってあなたは私を愛してくださるのですもの」こう言われると僕の目にも涙が浮かんできた「しかしマルゲリート」と僕は優しく彼女の手を握っていった「あなたが僕のために払った犠牲がいつか僕に分かった時」 僕がもうそれを許しておけなくななななるることはあなたにもわかってるじゃないかなぜだっていくらあなたが僕を愛してるからといってそのためにあなたの持ち物をなくさせることはどんな些細なものでも僕にはできないじゃないか。あなたが僕に飽きてきた時にもし他の男と住んでいたらこんなことにはならなかったろうと思って。 たとえ1分間でも僕と一緒にいたことを後悔されるのだとしたら僕だってやはりたまらないからねとにかく23日のうちには馬もダイヤも肩掛けも返ってくることにするからそういうものは空気と同じようにあなたの必需品だよみすぼらしいあなたより裕福そうなあなたの方が僕にはやはり嬉しいのだからではあなたはもう私を愛していらっしゃらないのだわ アホだねもし私を愛していらっしゃるのだったら私らしい方法であなたを愛させてくださるはずよ。ところがあなたは私をまだ贅沢しなければすまない女のように思って自分でそれを払うなんて考えていらっしゃるのですもの。あなたは私の愛のしろしを受けるのを恥じていらっしゃるのだわ。 そしてて、いつか別れるとのことを考えて疑われるよりも損をした方がいいと思っていらっしゃるのだわそれは本当に結構だけれど私にはもっと大きい望みがあったのこう言ってマルゲリートは立っていきそうな様子を見せた僕は彼女を捕まえて僕はただあなたを幸福にして自分も非難されるようなことがないようにしようと思っただけだよと言った そしてお互いに別れればいいのよ。どうして大マルゲリーと誰が僕たちを別れさせうるのだいあなただわ。私はあなたと同等に置くことを嫌がって元のままにさせておこうとなさるあなただわ。私にこれまでどおりに贅沢暮らしを続けさせて二人の道徳の隔たりを元のままにしておこうとしていらっしゃるあなただわ。 二人のお金を合わせれば結構一緒に暮らしていけるのに私をまだ欲張りか何かのように思って馬鹿げた誤解のために破産までしようとしていらっしゃるあなたよ。一体あなたは本当にあの馬車やダイヤがあなたの愛と比べ物になると思っていらっしゃるの愛する人がない時には非常にありがたかったかもしれないけれど。 愛する人ができとはもう何の役にも立たないあんなこまごましたものが、私の本当の幸福に何かの役に立つとあなたは思っていらっしゃるの私の借金を払って別荘を建ててそこに私を囲ってくださる。それがあなたのつもりなのそしてそのつもりがいつまで続くの三ヶ月で掘り出されては私だって困ってよ。私はもう何もかも取られてしまった後ですからね。 しかし今ならばあなたの持っていらっしゃる8,000が1万のお金で私たちは暮らしていけるのよ。その上に私がもし自分に不要なものを売っておけばそれだけで1年に2,000フランのお金は作っていけるじゃないの。そうすれば私たちは2人で住めるだけの小さい家を借りられるし夏になればどこか田舎行ってこんな家ではないにしても2人の住むには十分な家が借りられるじゃないの。 あなたは独立している人だし私も自由だしそれに二人とも若いのですものだからねアルマンドご唱だから私をもう一度昔の生活に返すようなことはしないでちょうだい僕は答える言葉を知らなかった感謝と愛の涙のうちに僕はマルゲリートの腕の中に自分を投げかけた「実はね私」と彼女は言い続けた あなたには何も言わないで借金でも何でもすっかり整理して新しい割り部屋を借りるつもりだったの私10月にはパリに帰って行ってそれをやるつもりだったのしかしブリューダンスがもうあなたに話してしまったとすれば自己承諾の代わりに今あなたに相談しなくちゃならないけれどあなたそれほど私を愛してくださってて これほどの愛に背くことは僕にはもちろんできなかった僕は彼女の手を接吻していったどんなことでもあなたの望み通りこうして彼女の計画通りが実行せられることになると彼女の喜び方は大変だった踊ったり歌ったりした末にいろいろと新しい割り部屋の空想を描き出してどこがいいかとか どんな設備にしたらいいかとか相談し始めた彼女はこの決心にひどく得意でうれしそうでそのために二人は一層仲良くされたような気がした僕も自分のできるだけのことをする気になって即座に自分の一生の計画を立てた僕はまずわずかではあるが母親から残された財産をマルゲリートのものにしとくことに決めたが それでもまだ父の方からの金が1年5,000フランはあるはずだからどんなことになっても僕は十分食っていけるわけであった。もろん彼女はその贈り物を拒むに違いなかったから僕は彼女には黙っていた。これは僕もまだ見たことのないある家屋の6万フランの抵当から入ってくるもので3ヶ月ごとに僕の家の古い知り合いのある弁護士から 750フランずつ僕の受け取りと引き換えに渡されるものであったマルゲリートと2人で借家探しにパリに出た日に僕はその弁護士のところに行ってこの財産権を他人に譲り渡す手続きを聞いてみた人のいい子の弁護士は僕が挟んでも仕掛けているように思ってその理由を尋ねた 僕はどうせ遅かれ早かれこの書き換えがばっかることを知っていたのですぐに本当のことを話してしまった彼は何も反対らしいことを言わないでできるだけのことをしてやろうと言ってくれたそこで僕は何気なく父の方へは非常に遠曲にやってくれるように頼んでプリューダンスの家に回ってジュリー・デプラのところで待っているマルゲリートに会いに出かけたのであった それから僕たちは割り部屋を探し始めたがみんなマルゲリートには高すぎると思えるし僕には反対に粗末すぎると思えるものばかりだったしかしとうとうパリでは一番静かな場所で一見見つけ出したそれは母屋から離れた小さいうちで後ろにきれいな庭園があり周囲には程よい高さの垣根があってよそからも見られず ととっってこちららのの眺めが妨げられるいいいうのででももなく思ったよりもいい家であったその家に行って僕がこまごまと家のことを指図している間にマルゲリートはある終戦人のところへ行って彼女の家財道具一切を引き取る代わりに彼女の借金をすっかり払ってその上に2万フランをくれるという約束をその終戦人と結んできた。 僕たちは将来のこといろいろ語り合いながら喜んでブジバルに帰っていった世間知らずでことに恋に夢中の僕たちには世の中のことがすべてバラ色の光に包まれて見えるのだった一週間たって僕たちがちょうど中時期をしているところへナナンが入ってきて僕のゲナンが会いに来たことを告げた「こっちに通しておくれ」と僕は言った。 旦那のお父さんがパリにお付きになりまして「ただいま待っていらっしちゃいます。すぐお帰りを願いたいということでございます。」。下男がそう言った。早晩こういうことになることは分かりきっていたのであるがこう聞いてマルゲリートと僕とは今さらに顔を見合わせた。「むろん面倒なことになるのである。しかし僕は彼女に一言も言わせないで。 彼女の手を取って言ってた。「心配することはないよ」「できるだけ早く帰ってきてちょうだい」と僕を抱きながらささやいた「私窓のところで待ってるから」「僕はヨセフを先に返してすぐ行くことを父に知らせたそして2時間後にはプロヴァンス街に行っていた」「20。 父は化粧着を着て僕の部屋に座って手紙を書いていた僕が入って行った時目を上げて僕を見た様子でこれは大変な喧嘩になるなと思ったしかし僕は何も知らないような顔して父に近づいて行って抱いていった「お父さんいついらしたのです?」ゆうべ「いつものようにまっすぐここにいらしたんですか?」そうだ 僕はそこですぐに説教が始まるだろうと思っていたが父は何も言わないで書いた手紙の封をしてヨセフにそれを入れにやった二人きりになると父は立ち上がって土棚に寄りかかりながら言った「アルマンドお前とじっくり話し合わなきゃならないことがあるのだがおっしゃってください」。 隠しし立てはなないだろうなこれまでそんなことした覚えはないじゃありませんかマルゲリート・ゴーゼという女と一緒に住んでるというのは嘘かね本当ですその女がどういう女だったかということをお前知ってるかねおかっこいいものでしたでお前が今年俺や妹に会いに来るのを忘れたのもその女のためかいえまあそうです ではそのの女にに非常に惚れてるのだ、ね、ええあなたに対する義務を怠らせたほどですからしかしその点については今日改めてお許しを願います父はこんなにきっぱりした返事を聞こうとは予期していなかったらしい彼はちょっと考えるようにしていった「無論いつまでもこんなことをしてはいられないということはお前も気づいているのだろうな」。 そそううなることを恐れてはいますが、そうしようと思っていません。しかしいずれにしても俺がそれを許さないことだけは知っててもらわなきゃならないよ。父は更に冷たい調子でいった。しかし僕は僕たち一家の昔からの連結を傷つけない限りは今のままの生活を続けていいと思って多少休んずるところがあるのですが。 情熱は人情の恐るべき敵である。僕はマルゲリートを手放さないためにはたとえ父を敵に回しても争おうと思っていた。しかしそれならばお前にそんな生活を良してもらわねばならない時が現に来ているよ。なぜですお父さん。お前のしていることが家紋の栄誉を傷つけているからだよ。僕にはそうは思えないのですが。 では俺がそれを説明してやろう。お前がもし上婦が欲しいと思うなら、上婦を持つのもいいだろう。一人前のちゃんとした男として、それだけのものを女に払ってやればいいのだ。しかしその女のために、お前の一番神聖なことを忘れたり、お前の報道が田舎にまで聞こえてきて、お前の名にお天をつけたりするようでは、このままにしておけないのだ。お言葉ですがお父さん。 それは僕のこととををお父さんんに知らせててやっったた人が間違った噂を聞いてるんだと思いるだ思ます僕は合成城の恋人で二人一緒に住んでいますがそのために別に借金もしていませんし悪いこともしていませんつまり子としての僕には父としてのお父さんに今のようなことを言われる覚えが全然ないということになるのですがしかし父親というものには いつでもその子を間違った道から救い出す義務があるのだよ。なるほど今はまだ間違いがないかもしれないが、そのうちに間違いができてくるからね。お父さん、何と言っても俺の方が、お前よりもよく世の中を知っているが、純粋無垢な感情なんてものは、全くのおぼこ娘の他には持っているものではないのだ。どこのマノンにも、デーグリューはつきもので、 ただだだ時が変わっていいくととうだけのことだしかしいくら世の中が変わってもその間違いが治らない限り無益なことだよ。とにかくお前はその女と別れるがいいよ。残念ですがお父さんそれは僕にはできません。では俺が森にでも別れさせるよ。お気の毒ですが今の世にはもう娼婦を送り込む監獄はなくなりましたからね。 たとえそういうものがあってそこへ彼女を送り込むことができたにしても僕はただゴーチェについてそこへ行くだけの話ですあるいは僕が間違ってるかもしれませんがしかし僕はこの女なしでは幸福でありえないのですから「マールマンドお前の目を開けてごらん俺はお前のお父さんだよ」。 いつもお前を可愛がってお前の幸福だけを願ってるお父さんだよ。荒れる男に身を任せたそういう女と夫として妻として暮らしていくのがお前の名誉だと思っているのかい。しかしお父さん今後はもうそういうことがないとすればそれでいいとはありませんか。その女が僕を愛し 僕がその女を愛することによって彼女の全生涯が変わって全く別の女になるとすればそれでいいではありませんか。ではお前は堕落した女を改心させるのが心身の道だとでも思っているのかい。神様がそういう奇怪な目的を人生に与えてそういう情熱を持たせるように人間を作られたとでも思っているのかい。お前が四十にもなってその結果を見たら。 どう思うだろうね。その時になってお前がまだ笑えるほど深刻な打撃を受けていないとすれば、お前はきっとこの恋の馬鹿らしかったことを思い出して笑うだろうよ。早い話が、このお父さんがもしお前の言うような考えに従って、勝手に自分の本能のままになって、正しい世渡りをしてこなかったとしたら、お前は今、どうなってると思うかね。だからアルマンド。 この際よく考えて今後そういうバカを言わないようにしておくれお父さんのお願いだからその女と別れておくれ僕は何とも答えなかった「ねアルマンド」と父は続けた「故障だから亡くなったお母さんの頼みだと思ってこういう生活は要しておくれ何思ったよりも優しく忘れられるものだよ ももととお前の理屈は成り立たないのだしお前もまだ二十四だ将来のことも考えなきゃならないいつまでもその女を愛するわけにはいかないし女だってそういつまでお前を愛してはいられないだろう二人とも自分たちの恋を誇張して考えてるのだ今だってお前はもう家業を捨ててかかっているらしいがこれがもう一歩進めばいよいよ後に引けないことになって 一生そのために苦しむようなことになるのだ悪いことは言わないからパリを去って一月か二月田舎に帰っておいでうちに帰って静かにしておればそんな熱病はすぐに治ってしまうよまったくただの熱病だからねそのうちには女の方だって諦めて他の男を作るに違いないしお前も こんなことで父と別れたりしなくってよかったと思うようになって俺のやったことに感謝するようになるよ。ねえアルマンド一緒に家に帰ってくれるだろうね。僕はこれがもし他の女のことであれば父の言うことは確かに正しいのだがマルゲリートに関する限り間違っていると思った。しかし父のこの最後の言葉にはあえて返事ができないほど 親愛のこもっったた調子があった「どうだね?」と父は震える声で言った「しかしお父さん僕にはどういうお約束もできないのです」僕はとうとう言った「お父さんのおっしゃることはみんな僕の力の及ばないことばかりです」「実際お父さんはこの恋の結果を誇張して考えていらっしゃいます」 マルゲリートはお父さんが考えていらっしゃるような女ではありません。この恋は僕を謝らせるどころではない、むしろ正しい方向に進ませてくれるものです。恋というものは相手の女がどんな女であっても男を良い人間にしてくれます。もしお父さんがマルゲリートお尻になれば僕に危険がないことがわかるはずです。 あれほど高尚な女は他にありませんしあれほど欲のない女も他にあるものじゃありません。なるほどそれほどの女ならお前の全財産をくれてやってもいいだろうがいいかいお前のお母さんからくるあの6,000フランの金お前がその女にくれようとしているあの6,000フランがお前の全財産になるのだよ。 おそらく父はこの結論を僕への最後の脅かしとして取っておいたものに違いないしかし僕には父に泣きつかれるよりもこの脅かしの方が平気でいられた僕がその金を女にくれようとしていることを誰がお父さんに話しました弁護士から聞いたよ正直な男ならば俺に黙ってそんなことを勧めることはできないわけだからな そこで俺はお前がインバイフのために破産するのを防ごうと思ってこのパリにやってきたのだ。お前のお母さんはお前が立派に生活できるために金を残してくれたので、丈婦のためにき散らさせようとて残したのではないからな。しかしお父さん、このことについてはマルゲリートは何も知らないのですよ。ではなぜあんなことをする気になったのだ マルゲリートが僕と一緒に住むためにあらゆる自分の持ち物を犠牲にしているからですそれでお前はその犠牲を受けたのだね合成上からそんなものを受けるなんて一体お前は何という男だよしもうそれでたくさんだお前はその女と別れるんだ今までは俺から頼んだのだ今はもう命令だそんな不拉致なことは俺の家族には許しておけない さあ荷造りをして一緒に行こうせっかくですがお父さん僕には行けませんどうしてだ僕はもう人の命令に服従しなきゃならない年ではありませんからこの答えを聞いて父は青くなったよしでは俺にも考えがある父がベルを鳴らすとヨセフが現れた俺の荷物をパーリーホテルに持って行ってくれ ゲナに行ってから父は自分の部屋に行って着物を改めて来た僕は父のところに寄って行って「ねお父さんマルゲリートを苦しめるようなことだけはしないと約束して下さいませんか」父は立ち止まって怒ったように僕の顔を見ていたがやがて「お前はチ違いだな」と言ってから激しい音で戸を閉めてから出て行った僕は下に降りて馬車に乗って ブージバルに帰っていったマルゲリートが窓のところで待っていた21やっとお帰りになったわね彼女は僕の首に抱きついていったでもなんて青いお顔でしょう僕は父と会った様子を話したはあ私はそれが怖かったのよ ヨセフが来てお父様がいらしたと言った時でも私はもう何か悪い知らせが来たような気がして震え上がったのですもの。ねえあなたみんな私のためよ。やっぱり私と別れていらした方が良かったのね。そうすればお父様と喧嘩なさるようなこともなかったのですもの。それはお父様だってあなたに女ができてるくらいのことをお知りになるわよ。 でもこれが私だったということはお父様もありがたく思ってくだすってもいいわ。あなたを愛している私はあなたの境遇の許さないことはお願いしなかったのですもの。あなた私たちの将来の計画をお話しになって。ああ、しかしそれが一番父を苦しめたのだよ。僕たちが本当に愛し合ってることが分かったのでね。それで、 これから私たちはどうするのしっかり抱き合って嵐の過ぎるのを待つのだよ過ぎていって過ぎるはずだよしかしお父様はこのままにしておきにならないでしょしかし父に何ができると思うのそれがどうして私に分かってどこのお父さんでもただ息子を服従させるだけのことだわきっと私の昔のことを言い出した上に 何か新しい物語まで創作して私を思い切らせようとなさるわよ。しかし僕があなたを愛してることは知ってるだろう。知ってるわ。しかし遅かれ早かれあなたがお父さんのおっしゃることを聞いてそれをお信じになることも知ってるわ。いやマルガリート僕は父に僕を信じさせてやるよ。 誰か父の友達が僕のことを話して父を怒らせたのだが父はいい人だし正しい人だからきっと初めの考えを変えるようになるよいずれにしても僕には問題でないのだそれはダメよアロマンド私はあなたごお父様と喧嘩をなさらないでももっとどうにかできたと思うのまあ今日はそのままにして明日パリに帰っていらっしゃい お父様の方でもきっと何か考えていらしてもっといい了解ができると思うの。とにかくお父さんの方針には反対しないであなたが譲歩したように見せかけた方がいいわ。そして私のことなどあまり考えていないような顔していらっしゃればお父さんもきっと「今すぐ別れろ」などとおっしゃらないだろうと思うの。しかしどんなことがあろうともマルゲリートはいつもあなたのものよ。 それだけは信じて安心していらしてちょうだいそれを誓ってくれるそんな必要があってお互いの愛を押し付け合うこの嬉しさよマルゲリートと僕とは自分たちの将来の計画を至急に実現する必要を感じたもののように終日そのことを語り暮らしたその間一刻一刻何か事件が起こってきそうな気がしていたが ととうどう何の新しい知らせも来なかった翌日僕は10時に家を出て12時にホテルに行ったが父はすでに出ていた僕は父が行ってるかと思って自分の家に行ってみたが誰も来ていない弁護士のところに行ったがそこにも誰もいなかった僕はホテルに行って6時まで待ったやはり父は帰ってこない僕はブージバルに帰っていった 帰っていくとマルゲリートは昨日と変わって暖炉のそばに座っていた何かに感慨けっているらしく僕の足音にも気づかないのだ僕が額に接吻したので彼女は初めて目が覚めたように顔を上げたまあ驚いたお父様は会わなかったどういうわけだかホテルにもいないしどこにもいないのだでは明日また行ってご覧になるといいわ 僕はむしろ父から何とか言ってくるまで待とうと思ってるんだ僕のすべきことはみんなしてしまったのだからそうじゃないわやはりもう一度明日お尋ねになった方がいいわなぜ特に明日でなくっちゃいけないのなぜって言いながらマルゲリートが少し赤くなったように思えたそうすればあなたが非常に会いたがっていらっしゃることがわかるから お父様のご機嫌も早く治るかもしれないじゃないのその日一日マルゲリータは悲しそうに考え込んでいた僕は彼女に返事をさせるためには二度も三度も同じことを繰り返さねばならなかった彼女はこの二日間の事件のためにこんなに考え込んでいるのだと説明した僕は夜通し彼女を励ましたそして翌朝 彼女に送り出されて出て行ったが彼女はひどく動揺しているようだったそれは僕には返しがたいものだった父はまだいなかったしかし僕へあてた手紙が一通置いてあった今日また訪ねてきたら4時まで待っていてくれもし4時までに帰ってこなかったら明日来て一緒に食事をしてくれお前に話したいことがあるから 僕は指定された時間まで待ったが父は帰ってこなかった僕はブージバルに帰っていった昨夜のマルゲリートはただ悲しそうであったが今夜の彼女は熱情的でイライラしていた顔を見ると僕の首に抱きついてきたがやがて長い間僕の腕の中で泣いた僕は驚いてその突然な悲しみの理由を尋ねたが 彼女はこれという理由を言わないで本当のことを言いたくない時に女が示す曖昧な態度でごまかしてしまったそのうちにマルゲリートも少し落ち着いてきたので僕は例の父の手紙を見せて幸先が良さそうだということを話したしかしその手紙を見て僕のその注釈を聞くと彼女は止めどもなく泣き出したので 僕は気違いにでもなるのではないかと思って早速ナナンを呼んで彼女を寝かせた彼女はやはり言葉もなく泣き続けたがでも絶えず僕の手を取って唇に当てていた僕はもしやと思って僕の留守中に客か手紙かが来なかったかとナナンに聞いてみたが彼女は何も来なかったと答えたしかし僕には昨日以来何かが起こっているように思えたし 彼女が黙っているだけに一層心配であった夕方になると彼女は多少落ち着いてきて僕を寝台のそばに座らせてどんなに僕を愛しているかということを繰り返し話して聞かせた彼女は僕に笑いかけたがそれが強いてそうしているのだということはその目に溜まっている涙でわかるのであった僕は何とかして彼女の本音を吐かせようとしたが ととうとうそれはダメだったやがて僕の腕を枕にねえって言ったがそれは体を休めるというよりもむしろ体を疲れさせる眠りであった彼女は絶えず叫び出したり怯えたりしてそばにいる僕に気づいては僕がいつまでも彼女を愛することを誓わせたこうした完結的な発作に対しては僕も手の下しようがなく朝まで待っているうちに マルゲリートはとうとう一種の昏睡状態に落ちた実は彼女は丸2日間寝ないでいたのだったしかしその眠りも長くは続かなかった11時近くなって目を覚ました彼女は僕が起きてるのを見て辺りを見回して叫んだ「もういらっしゃるのいや」と僕は彼女の手を取って「しかしあなたを寝かせておこうと思ってさまだ早いんだ」 何時にパルにいらっしゃるの ?4 時だよ。そんなに早くでもそれまでは私と一緒にいらしてくださるのでしょもろんだとも。うれしいわ。一緒にご飯を食べましょうか。彼女は心も空な様子で言い続けた。はああなたが食べたかったら。そして出ていらっしゃる瞬間まで私に優しくしてくださるわね。 無論。そしてできるだけ早く帰ってくるよ。帰っていらっしゃるのそう言ってくぼんだ目で僕を見た。当たり前じゃないか。ああ、そう。今夜、帰っていらっしゃるのだわね。私、いつものようにあなたを待ってて。あなたに可愛がられて、昔通りに幸福になるのだったわね。こういう彼女の恋は変に固くって。 何か悲ししいいい思いを隠しているように見えた僕はマルゲリートが気違いにでもなるのではないかと思って身震いした「ねえあなたは病気なのだこれでは僕も出て行けないから父に手紙を出して断っておこう」。僕が言うと彼女は早ごちに叫んだ「い,いえい,いえそんなことをしてはだめそんなことをすれば私が邪魔しているようにお思いになるから」。 どうしてもいらっしゃらなくちゃダメ。それに私も病気ではなくってよ。ただ悪い夢から覚めきっていないだけのことよ。その時からマルゲリートは愉快そうに見せて、もう涙も流さなかった。出かける時間が来ると僕は彼女を抱いて、記者のところまで一緒に行こうと言った。少し歩けば彼女の気も紛れるだろうと思ってそう言ったのだった。 彼女もそれに賛成して街灯を着て帰り道の用心にナナンを連れて出かけた僕は何度行くのを予想と思ったか知れなかったがすぐにまた帰ってくることだしこの上父を怒らせても悪いと思ってようやく汽車に乗り込んだでは夕方まで別れる時に僕はそう言ったしかし彼女は何とも答えなかったこの同じ言葉に 彼女が答えなかったことがこれまでに一度ある君も覚えているだろうがその晩は例の「G ・伯爵が彼女のところに泊まったしかしそれはすでに記憶から消えてしまうほど以前のことであるしたとえ何かの恐れがあるにしてもそれはマルゲリートの不定に関することではないパリに着くと僕はプリオダンスのところ急いだ元気のいい彼女にマルゲリートのところへ行ってもらえば 彼女もいくらか気が紛れるだろうと思ったからである。僕が案内もなく入っていくとポリオダンスはちょうどお化粧の最中だった。ああ、マルゲリートも一緒彼女は心配そうに聞いた。いいえ。あの人どうしててちょっと具合が悪いのでね。来ないの来ることになってたのジュワルの夫人は赤くなったがさりげない調子で答えた。 うん。ただあんたがパリに来てるからこっちで待ち合わせるつもりかと思っていいえ僕がポリューダンスの顔を見つめると彼女は目を伏せたその様子で僕に長くいられることを恐れてるのだなと思った実は今夜あなたに別に用事がなかったらマルゲリートのところへ行って泊まってもらいたいと思ってきたのだが今日のようなことはこれまでにないことなので。 病気になるのではないかと思って心配してるんだところが私今夜はジで会食することになってるのでとても行っていられないの明日行くわとプリューダンスは言った僕はマルゲリーと同様に何か司祭のありそうなデュワルノア夫人に別れて父のところに行った父の最初の一別には注意深く僕を探ってる様子が見えた彼は手を差し出して アルマンドお前が二度まで訪ねてきてくれたので俺も実は喜んでいるのだ俺もいろいろ考えたがお前もさずいろいろ考えてきてくれたのだろうと思ってなそれでお父さんのお考えの結果はどうなのでしょういろいろ考えた結果俺もお前たちの噂を少し重大に考えすぎてたように思うから お前にも多少寛大にしなきゃならんと思うているのだ。まあお父さん何とおっしちゃるのです?」。僕は嬉れしさに思わず叫んだ。つまりこないだも言った通りに若い者に丈婦はつきものなのだしいろいろ今度聞いてみたところではお前がゴーちゃの恋人だということは他の女の恋人になったよりもむしろよかったかと思うようになったのだ。 まあ、お父さんそれで僕はどんなに幸福になれたでしょう。こういった調子でし,しばらく話した末に僕たちは食卓に着いた。その食事中彼は懐かしい父だった。僕は早くブジバルに帰ってこの吉報をマルゲリートに知らせようと思って時計ばかり眺めていた。時計ばかり見ているわと父は言った。そんなに俺と別れたいのかな 若い者というものはいつでも疑わしい愛情のために真実な愛情を犠牲に従うものだって「まあ、お父さんそんなに言わないでください」「マルゲリートは確かに僕を愛してるのですから」父は答えなかった「そうだ」と言ってるのでもなく「そうでない」と言ってるのでもなさそうだった父は非常に頑固に明日の朝まで僕を引き留めようとしたが 僕はマルゲリートの様子が気になるのでそのことを父に話して明日また来ることを約束してようやく帰っていくことを父から許されたそれは天気のいい日であった父は停車場まで一緒に歩いて行ってくれたが僕は帰って覚えない幸福を覚えた長い間僕が求めてきた将来が今現れてきた気がしてこれまでにない深い愛を父に感じた 別かりようとする時に父はもう一度「今夜泊まるように」と言ったが僕は断った「お前は本当にあの女を非常に愛してるのかね?」父が尋ねた「きちがいになるほどです」ではおいで父はある考えを追い払おうとするように額を手でこすってから何か言いそうに口を開いたしかしただ僕の手を握っただけで こう言って急いで去っていったでは明日また22僕には汽車がまるで動いていないように思えたブージベルに着いたのは11時であったうち中の窓が真っ暗であったしベルを鳴らしても答えがなかった こういうことはこれが初めてであった。とうとう園庭が出てきた。ナナンが明かりを持って出た。僕はマルゲリートの部屋に行った。奥さんはどこだいパリにいらっしゃいました。とナナンが答えた。パリにはあ。いつ旦那様がお出ましになって一時間ばかりのちでございます。何とも言ってゆかなかったかい 何いいともナナンが出て行った彼女は多分僕に何かの疑いをかけて僕が父を訪ねに行ったかどうかを確かめに行ったのだろうと思ったあるいはプリューダンスから何か重大なことを言ってきたのかもしれない一人になると僕はそうも考えてみたが現に僕はプリューダンスに会ってきている しかも彼女がマルゲリートに手紙を出したような様子はまるで見えなかったではないか。と突然僕がマルゲリートが病気だと言った時デュォルノー夫人があの人今日来ないのと聞いたことを思い出した同時にそう言った時ポリュダンスがひどく狼狽したことを思い出したさらに僕は今日一日のマルゲリートの涙を思い出した。 とその瞬間から全ての出来事がこの最初の疑念の周囲に集まってきてあらゆることが父のあの親切ぶりさえもが自分の疑いを確かめるように働きかけてきた僕のパリ行きをしきりに進めたのはマルゲリートであった僕が残っていようとした時彼女はわざと落ち着いたようなふりをした僕は罠にかけられたのだろうか マルゲリートは僕を騙したのだろうか僕が帰るまでには彼女も帰ってくるつもりでいたのが偶然遅くなったのだろうか。しかしなぜ何か言い残すか書き残すかしてゆかなかったのだろう。一体あの涙この不在この神秘の意味は何だろう。僕がむなしい部屋の中につったって。 き時計を眺めながらびっくりして自問自答したのはこれだった時計は我が恋人の帰りを望むには遅すぎるぞと言いたげに真夜中をさしていたしかしあれほどの計画を将来に立てあれほどの犠牲を払うことを約束した今彼女が僕を欺くなんてそんなことがありうるだろうかいやない 僕は最初の想像を捨てようと努めた多分彼女は家財道具の買い手が見つかったのでその取引を決めるためにパリに行ったのだろう。それについては僕もすでに承諾しているし将来の幸福のためにそれが必要なことも知ってはいるがしかし何と言ってもその売り立ては僕に苦痛だし僕の自尊心を傷つけることでもあるので。 それをあらかじめ僕に話すのが嫌だったのだろう。彼女はそれが済むまで僕に会いたくないのだろう。今日プリューダンスが彼女を待っていたのもきっとその用事であったに違いない。それが今日のうちで片づかなかったのでプリューダンスの家に泊まったのかもしれない。もしかすると僕に心配させまいと思って今にも帰ってくるかもしれない。 しかしもしそうだとすればあの涙はどうしたのだろう。しかしそれは今日まで贅沢に暮らしてきて人から羨ましがられた彼女だからどれほど僕を愛してるにしてもそれと別れるには泣かないでいられなかったのに違いない。そう思って僕は彼女の後悔を許す気になっていた。僕は彼女が帰ってきたら早速接吻の雨を降らしながら。 この不思議な不在の理由が分かったよと言ってやるつもりでひたすらに彼女の帰りを待っていた。しかし夜がだんだん吹けていってもマルゲリートは帰ってこなかった。僕の少女は次第次第にその範囲を狭めていって頭と心とを圧し始めた。もしかすると何か不慮の出来事が起こったのかもしれない。怪我か、病気か、死んだのか。 今にも使いが来て何か恐ろしい出来事を知らせるかもしれないがまた夜が明けても同じ不安同じ恐怖のうちに自分を置いておくかもしれないマルゲリトが僕を騙したのかもしれないという考えはこうして恐怖のうちに彼女を待っている間には一度も僕の心に帰ってこなかった彼女を帰らせなくしているものは、 彼女のの意にに反した何かの原因であるに違いないな考えるに従って僕はこの原因を何か不慮の出来事にあると信じるようになった全く人間の虚栄心というやつはあらゆる形をとって帰ってくるものである一時が打った僕はもう一時間待ってみて二時になってもマルゲリートが帰ってこなかったらパリに出て行こうと思った しかしその間もじっとしてはいられないのである本を探し回ったマノン・レスコーがテーブルの上に開かれてあったところどころのページが涙か何かで湿っているように思えたしかしこうした疑惑に覆われている僕には文字に意味などはない僕はページをめくっただけで本を閉めてしまった時間は父として進まなかった 空は雲に覆われてきて秋雨が窓に襲いかかった誰もいない寝台が時々墓のように思える僕は怖かった僕は戸を開いて耳を澄ましたが木にそよぐ風の音のほかには何も聞こえない一台の車も路上にはいない半時間の鐘が教会の塔から悲しげに聞こえてきた 僕は誰か入ってきはしないかと恐れ始めたこの時間この陰鬱な空の下ではただ矜事しか起こりえないように思えた二時が打った僕はまだ少し待っていたしかしあの単調で戦慄的な鐘の音だけが沈黙を破っていたとうとう僕はその部屋を出た自分の心の不安な孤独のためにあらゆるものを陰鬱にして いるその部屋から出た隣の部屋に行くとナナンが疲れきって寝ていたどの音で目を覚まして奥さんが帰ってきたのかと尋ねた「いやしかしもし帰ってきたら僕が心配してパリに出かけたと言っておくれこんな時間にああしかし馬車もないのにどうしていらっしゃいます?」。歩いて行くよ でも雨が降っておりますのに。かまわないよ。奥様はきっと帰っていらっしゃいますですよ。お帰りにならないにしても朝まで待ってお出かけになればおよろしいではございませんか。こんな時間にお出かけになれば途中でお殺されになるかもしれませんわ。大丈夫。明日は帰ってくるよ。この親切な娘は街灯を取ってきて僕の肩に着せかけてから。 アルヌール夫人のところに行って馬車があるかどうか聞いてみろと言ったしかし僕は駄目に決まっているそんなことのために手間取るのは嫌だったしそれに外気に触れて興奮を鎮めることの必要も感じたのでそれには耳を貸さなかった僕はまず駆け出したしかし雨のために道が悪くなっているのですぐ疲れてしまった半時間も走ると 汗でぐちょぐちょになって立ち止まらなければならなかった息切れが治ると僕はまた歩き続けた道は真っ暗でともすれば路傍の並木にぶつかりそうになる僕は一二台のガタ馬車を追い越した一台の馬車が全速力でブージバルの方へ走っていくすれ違った時僕はマルゲリートが帰っていくのかもしれないと思って立ち止まって叫んだ ママルゲリートマルゲゲリリしかし何の答えもなく馬車は走っていったそれを見送って僕はまた歩き出したそして2時間の後にバリール・ド・レトワールに着いたパリを見て元気づいた僕はこれまで何度も通った横丁をすっかり走り通してしまった往来には誰もいなかったまるで死んだ街を通っているようだ やががて夜が明け始めた団体街まで来た時にはもうそろそろ街がざわめき始めていた僕がマルゲリートの家に着いた時ちょうど3ロウッシュの教会の5時が鳴っていたこれまで何度となく僕から二重フランダマをもらっている門番は僕が朝の5時にゴーゼ城を訪ねる権利を持っていることを知っていた名前を言うとわけなく通してくれた 僕はまず彼にマルゲリートがいるかどうかを尋ねるべきであったのだがいいえと言われそうだったので疑問のままの2分間を残しておくことにした疑問であるうちはまだ望みがあったからである僕は戸の前に立って耳を澄ました何の物音も聞こえない田舎の静かさがここまで続いてきてるような気がする僕は戸を開けて入った 窓かけがすっっかり閉まっていた僕は食堂の窓掛けを開けて寝室へ行ってその戸を押し開けた飛んで行って窓掛けの紐を引っ張った窓掛けが開いて弱い光が流れ込んだ寝台に行ったしかし空だった僕は一つ一つ戸を開けてあらゆる部屋に入ってみた誰もいないそれは人を気違いにするに十分だった 僕は衣装室に行って窓を開けて何回かポリューダンスを呼んでみたしかしジュヴァルノ夫人の窓は閉まったきりだった僕は門番のところへ降りて行って昼のうちに合成錠が来たかどうかを尋ねた「へえジュヴァルノ夫人とご一緒に」とその男は答えた「何とも言い残して行かなかったかいいいえその後どうしたか知らないか 馬車にに乗ってお出かけになりましたどんな馬車だった事業者でございました。いったいこれはどういう意味なのだろう。僕は隣の家のベルを鳴らした。旦那どちらいらっしゃるのです門番が戸を開けてそう聞いた。ジューバルナ夫人の部屋だ。あの方はまだお帰りになりませんよ。確かだね。へえ旦那。 実は夕べから手紙が一つ来てるのですがそれさえまだ渡せないでいるのですこう言ってモンバンは一通の手紙を見せた何気なく見るとマルゲリートの首席だった僕は手に取ってみたデュバルノア夫人へデュバル氏へお渡しをこうと書いてあったこれは僕へ来た手紙だ僕は手名を見せてモンバンに行ったあなたがデュバルさんですか そうだあそういえばデュバルノ夫人のところへちょいちょいいらっしゃいましたですね。街道に出ると僕はすぐ風を切ったたとえ雷が僕の足元に落ちたとしても僕はこの手紙を読んだ時ほどには驚かなかっただろう。アルマンドあなたがこの手紙をお読みになるときには。 私はすす。ででに他の男の男二人の間の全ては終わりましたどうぞあなたのお父さんとあなたのお妹さんのところへお帰りくださいそこで私たちの不幸も何も知らない純潔な若いお嬢さんのそばであなたはマルゲリート・ゴーゼと呼ぶ失われた女のためになめた苦しみをお忘れになるでしょう あなたはかつてその女をお愛しになりました。その女もこの先長からぬ一生のただ一つの幸福な一時期を与えられたことをあなたに感謝しています。この最後の一句を読んだ時には僕は気違いになるのかと思った。実際僕はしばらくの間道の上に倒れそうで仕方がなかった。目の前がぼーっとなってきて。 血がこめかみを打っていたやがて僕は多少小気づいて辺りを見回したが自分がこれほど苦しんでいるのに他人が皆平気でいるのが不思議でたまらなかった僕はこんな打撃に一人で耐えうるほど強い人間ではなかった僕はこの同じ村の中に父がいることを思い出した10分もかかればそこへ行けるのだし行けばその原因が何であろうとも 自分の悲し僕はかっ違いが泥棒かのようにパリホテルに走り込んだ父の部屋には鍵がつけてあったから僕は入った父は読書していた僕を見ても一向驚いた様子もなく僕が来るのを知っていたかのようだ僕は一言も言わないで父の腕の中へ転げ込んだ マルゲリートの手紙を知事に渡して寝台のそばにひざまずいて熱い涙をこぼした23昼が来て再び世間の活動が始まった時僕はこれが昨日までと同じ日だとはとても信じられなかった僕は時々こんなことも空想した何か自分にもわからない事情で 僕は余儀なくマルゲリートと別れて一夜を過ごしたのでこれからもブージバルに帰っていけば僕同様に心配しているマルゲリートが迎えに出てなぜこんなに遅くなったのだと尋ねるのではないだろうかと僕にはこれほどの恋が破れてこれまでの生活の習慣が一変された時なお生きておられるということが不思議だった。 僕は何度も繰り返してマルゲリートの手紙を読んで自分が夢を見ているのではないことを確かめようとしたこうした衝撃は僕の体まで動けなくさせていたあの心配とあの弱る気と今朝のあの手紙とが僕は圧倒してしまっていたのだこの僕の無能力状態を利用して父はまた 一緒に故郷に帰ることを形式的に約束させた僕は父の求めるままに何でも約束したとても議論をするに堪えなかったしこの上生きていくには誰かの愛情に寄りすがる必要もあったからである僕はこんなになった僕を慰めてくれる父をこの上もなくありがたく思ったとにかく僕はその日の5時に 駅車で連れれてて帰られたことを覚えているいつの間にか父は僕の荷物を荷造りして自分のと一緒に馬車の後ろに積み込んでいたパリの街が消えて寂しい道に出た時僕は初めて自分の心の空虚さに気づいて再び泣き始めたのであった父ももうどう言って慰めても駄目なことを知って一言も言わないで僕の泣くのに任せていたが それでも時々「ここにお前の友達がいるぞ」と言いたげに僕の手を握ってくれた夜になって僕は少し寝たマルゲリートの夢を見たびっくりして目を覚ました僕にはなぜ馬車にいるのかちょっとわからなかったやがて本当のことがわかると僕は頭を垂れてしまった僕は父には何も言わなかったそれ見ろやっぱりあの女は お前を愛してたのではないじゃないかと言われることを恐れたからであるしかし父もそんなことは言わない故郷に着くまでそれとはまるで別のことしか話さなかった妹と会って抱き合った時僕はすぐマルゲリートが手紙の中で言っていることを思い出したそして随分い,いい妹だが彼女を忘れさせるには足りないことを思った すでに猟奇が始まっていた僕の気を紛れさせようと思っている父は友人や近所の人たちを集めて漁仲間を作ってくれた僕はパリ出発以来の例の無頓着な気持ちで断るでもなく面白がるでもなくただついていったあちこちと漁場を探した末に僕の持ち場も決まったしかし僕は鉄砲を投げ出して考え込んでいた 僕は流れていく雲を眺めた。寂しい平野の上に僕の思いは漂った。うさぎはどんどん僕の足元から逃げていった。僕のこうした様子を父はもちろん見逃さなかった。表面落ち着いている僕に騙される父ではない。いつかはこの反動が現れるに違いないことを知っている父は、僕を慰めるような様子はまるで見せないで。 しかも僕の思いを紛らせるためにできるだけのことをしていた。僕の妹はもちろん今度のことについては何も知らないから、これまで快活だった僕がこんなに考え込んで悲しそうにしているのを見て不思議に思っていた。時には僕も父があまり心配そうにしているので黙って父の手を握って、父にかけている心配をわびたこともあった。 こうして一ヶ月が過ぎると僕はもうたまらなくなってきた。マルゲリートの記憶が絶えず僕を駆り立てている。僕は今でも彼女を愛しているのだ。とても彼女に無頓着にはなれないのだ。愛するか憎むかどちらかでなければならないのだ。がいずれにしてもとにかく彼女に会いたいのだ。今すぐ会いたいのだ。そう思い出すと僕はもうたまらなくなった。 長い間怠けていた体内に激しい威力が動き出してきたのだ僕はもうマルゲリートに会うために1ヶ月だの1週間だのは待っていられなくなったそう思ったすぐ翌日に会いたいのだ僕は早速父のところに行って仕事のことでパリに呼ばれたがすぐ帰ってくる旨を告げた無論父は僕の目的を察して引き止めたが 「僕の様子であまり引き止めては帰って取り返しのつかないことになると思ったがとうとう僕を抱いて涙ながらにではすぐに帰ってきてくれと頼んだ」「パリに着くまで僕は眠れなかった」「一体僕はどうするつもりだろう自分でもわからない」 ただ何かマルゲリートに関することだろうと思っただけだ僕は自分の家に行って着物を着替えたそれからいい天気だったし時間も早かったのでシャンゼリゼの方へ行った30分もするとロンポアンからコンコルド広場の方へ行くマルゲリートの馬車を遠くの方から見た馬車は以前のままだったが馬は別に買ったものらしい 車の中にはは彼女はいなかった。僕が当たりを見回しているとマルゲリートが僕の見知らない女と一緒に歩いているのが見えた僕とすれ違った時彼女は青くなって神経的な微笑を唇に浮かべた僕の胸も激しく波打ったがわざと冷淡な顔をして昔の恋人にお辞儀をした彼女はすぐに連れと一緒に馬車に乗った 僕にはマルゲリートという女が分かってるがこの思いがけない出会いで彼女は転倒したに違いない僕が田舎に帰ったと聞いてお互いのあの情熱もこれでおしまいだと思っていたに違いないしかし再び僕にパリで会って青い顔をしている僕を見て僕が何かの目的で帰ってきたことを感じたに違いないしその目的が何であるかを 考えていいいるに違いない「もしマルゲリートが不幸な身の上にでもなっていて僕が助けてやらなければならないのででもあるならば僕はきっと彼女を許して彼女を害しようなどとは夢にも思わなかったに違いない。しかし僕は今幸福そうにしている彼女を見誰かの力で昔の贅沢に帰っている彼女を見。 いやしい利己心から僕と別れたのだとしか思えない彼女を見たのである僕は僕自身と同様に僕の恋までが侮辱されているように思って僕のなめた苦しみの償いをさせてやろうと決心した僕自身彼女のしたことに無頓着でありえなかったのだから彼女一番苦しめるには僕は無頓着を装うのが一番いいと思った 僕は彼女にそう見せるばかりでなく他人にもそう見せなければならないと思った僕は強いて笑顔を作ってプリューダンスを訪ねていった女中が僕の名を通してからしばらく応接室で待たされたやがてジュバルノワ夫人が現れて自分の部屋に連れて行った聞いていると応接間の戸が開いて軽い足音が床板になった後に 表戸が大きい音を立ててしまった。お邪魔ではないですか僕はポリューダンスに行った。ちっともマルゲリートがいたのよ。あんたが来たと聞いて逃げて行ったの。今の音がそれよ。では僕を怖がってるのですかい,いえ、だけどあんたがあの人に会うのを嫌がってるだろうと思ってよ。なぜだろう 僕は感動のためにほとんど行き詰まるようになってきた。あれは馬車や家財道具やダイヤモンドが欲しいために僕を捨てたのじゃないですか。みんな当然なことだと思うから僕も決して憎んではいませんよ。実は今日あの女に会ったのだと僕は無頓着そうに言った。どこでプリューダンスは。 これがあんなにチガいのように惚れてた男だろうかと言いたげに僕の顔を見たシャンゼリゼで非常にきれいな女と一緒だったがあれは誰ですどんな女金髪で瓶をちちらして痩せぎすの女でしたよ目の青いキャシャな女でああではきっとランプよあれなら本当にきれいだわ誰と一緒に住んでるの誰もいないけど 誰とでも住むわよ。うちはどこ鳥石街あんたあの女と遊んでみたいのどうだかなそれでマルゲリートはそうですねあの女のことはもうまるで考えないと言えば嘘になるけれどしかし同じ別れるにしても別れ方というものがありますからねマルゲリートのようにアーム動作に捨てていくのでは 僕もバカだったとなないいででおられないですよ僕は本当にあの女に惚れ込んでたんですからねどんな気持ちで僕がこんなことを言ったかは君にも想像がつくだろう僕の額には汗がにじみ出ていたでもマルゲリートはあんたを非常に好きだったのよ今でも好きなのよその証拠には今日あんたに会うとすぐ あの人それを話しにここへ来たのよ。ここに来た時には私倒れるのではないかと思ったほどブルブルと震えていたわ。それで何と言ったあんたがきっとここに来るだろうからと言って来たら許してもらってくれと頼んで行ったわ。では許していると言っておいてください。それはあれはいい女でしたよ。しかしと言って 他のの女と変わわってるわけじゃないのだから僕もそのつもりでいればよかったのですよ。今になってはあの人と一緒にいたらどんなことになっていただろうと思ってかえってありがたく思っているくらいですよ。実際あの調子で続けていたとすれば滑稽ですからね。あんたがそう思ってるとすればあの人もきっと喜ぶでしょうよ。まったくあれが別れ時だったのよ。 あの人の人家財道具を売ってやろうといつがあれから債権者のところを聞いて歩いてあの人の借金を調べたものなのそれがあまり多いので驚いて2日のうちに売り飛ばそうとしてたのですものそして金はもうすっかり払ったのですか多少はね誰がその金を出したの N の伯爵よま く世の中にはそういうことにあつらい向きの男があるものよとにかくあの男が2万フランを出してとうとう成功したわけなの無論マルゲリートが惚れていないことは十分知ってるんだけどとても親切なのあんたが見た霊の馬も買い戻したし宝石も七から出したしお金も例の公爵に劣らないだけのものを出してくれるのですからね マルゲリートが静かに暮らしたいと言えばあの人もいつまでも一緒にいてくれるのだからでマルゲリートは何をしているのいつもパリにいるのあんたが帰ってからあの人までブージュバラに行かないから私が行ってあの人のものやあんたのものの後始末をしたわけなのみんなもう荷造りがしてあるからここへ誰かよこしてくだされば渡しますよ みんな揃ってるけれどただあんたの頭文字のある小箱だけはマルゲリートが持っていたいと言ってるの。でもあんたが本当に欲しいなら私はあの人にそう言いますから。いやいらないです。と僕はつぶやいた。あの幸福だった村のことを思い出しさらにマルゲリートが僕の持ち物を保存して思い出の種にしようとしているところを考えると。 涙が胸からこみ上げてくるのを感じたからだったこの瞬間にもし彼女が入ってきたとしたら僕は復讐のことなどを忘れてしまって彼女の足元にひざまずいたに違いないとにかくこの頃のようなあの人は私これまで見たことがないわほとんど毎晩眠らないでどこの舞踏会にでも出かけるし夜食はもちろん お酒まで飲むので飲のすからねいつかなんかはとうとう1週間も寝なきゃならなかったのだけれど医者が起きてもいいというとすぐにまた命がけで遊び出すのですものね。あんた行って会ってやるそれが何の役に立つの僕はただあなたと会いに来たのですよあなたが好きだしそれにマルゲリートに会う前からの知り合いで。 あの女の恋人になったというのも元はといえばあなたのおかげなのですからね。もろん今はもう恋人でも何でもないけれど。まったく私も何とかして2人を別れさせようと思って骨を折っていたのだけどまあ別れられてよかったと思うの。そのありがたさが今後分かってきますからね。いや僕は。 あなたにには二重に感謝してますよ。言って僕は立ち上がった僕の言葉をまともに取っている彼女を見るとたまらなく嫌になったからである「お帰りになるのええ僕はもう知るだけのことは知ったのだでいつまたお目にかかれてすぐですよさようならさようなら」プリューダンスは戸口まで送って出た 僕はふ怒ぬの涙をかべ復讐の念に燃えて自分の部屋に帰っていった。やっぱりマルゲリートは他の女たちと違わないのだ。あれほど強く愛していながらやはり以前の生活に帰って馬車を持ったり無駄遣いをしたりしたい欲望に抵抗できないのだ。その世の床の上で僕は自分にそう言った。 その時もしもっと冷静に考えることができたならば彼女のこうした生活は全て以前のことを忘れたいためだということに考えを読んだはずなのだが不幸にも僕はすでにある悪い熱情にとらえられてこの可憐なものへの復讐だけを考えていた。まったく自分の狭い熱情を傷つけられた場合の男ほど惨めでしかも始末の悪いものはない。 僕のあったこのオランプという女はマルゲリートの友達というほどではないにしてもとにかく彼女がパリに帰ってきてから一番たびたび会っている女だったこの女が舞踏会を開くことになっていたしそれにはもちろんマルゲリートも出るに違いなかったから僕は早速その招待状を手に入れることを計画してそれに成功した悲しい思いに満ちた僕が その舞踏会に行った時には一座はすでに非常にざわめいていた。みんなが踊ったりわめいたりしている中で一段のカドリールの中にマルゲリートと N 伯爵とが踊っているのが見えた。この女は俺のものだよと言いたげな様子がありありと伯爵に見えた。僕はマルゲリートに真向こうのロダナに寄りかかって。 彼女の踊りを眺めていた「僕の姿を見た瞬間顔色が変わった」「僕は手を振って目で挨拶した」「この舞踏会が済んでから彼女があの金持ちのバカと一緒に帰っていくことを考え帰った後にどういうことになるかを考えた時に僕は顔に血が昇ってくるのを感じた」「僕は何か彼らの関係を妨げるようなことをしてやらなければならないと思った」 コントルダンスが進むと僕はピカピカと着飾っているこの矢の女主人のところへ行った彼女は美人だった姿がいいという点では確かにマルゲリート以上であった僕とこの女と話している間マルゲリートはちょいちょいこちらを見たがそのまなざしで僕はさらに明らかにこの事実を認めたのであったこういう女の恋人になった男は N 氏同様に威張れるわけであったし確かにまたマルゲリートが僕に起こさせたに劣らない恋心を男に起こさせるに十分な美しさを持っているのだったこの時の彼女には別に恋人がなかったからそれになるのはわけのない話だったそれはただ金のありそうな様子をして女を引きつければいいのである僕はこの女を 色にしてやろうと決心して彼女と踊り始めた三十分もするとマルゲリートは死んだように青くなって街灯を着て会場を去った二十四これですでに目的の幾分を達したわけだが僕はまだ満足しなかった僕はすでにこの女を捕らえていることを知って 臆病にそれを利用した。マルゲリートが死んでしまった今僕は今さらにその罪を食い入る念が深いのださてその晩騒がしい晩餐が済むと博打が始まった僕はオランプの隣に座って彼女の目につくほど大胆に金をかけていったたちまちの地に百五十二百という累金貨を設けた僕は 知らない顔して自分の前の前テーブルに積んでおいた。それを彼女がよく深そうな目で見つめていたその一座で勝負に夢中になっていないのは僕一人だったので彼女の方へ多少の注意を払うことができたそこでその晩中勝ちした僕は彼女の前に金がなくなったのを見ておそらくそれがうちにありたけの金らしかったから彼女の賭け金を払ってやった。 客たたた。ちが別れののは朝の5時だった僕は累金貨300を設けたわけだった客たちは既にはしご段を降り始めたが僕はただ一人残っていた誰も知らない人だから僕に気づくものもないオランプはみんなに明かりを見せていたが僕はみんなの後に続くように見せかけて突然振り返って彼女に言ったちょっと話があるのですが 明日にしましまょうと彼女が言ったいや今でなくてはダメです何のお話今話します言って僕は部屋に帰っていったすっかり負けましたね僕が言ったええこのうちにありったけの金でしょ彼女は躊躇した隠さず言ってごらんなさいまったくそうなの僕は300を儲けましたがね 今夜ここに泊めてもらえれば置いて行きますがそう言って僕はその金貨をテーブルの上に投げ出したなぜそんなことおっしゃるのむろんあなたに惚れたからですよダメよあなたはマルゲリトに惚れてるものだから私の恋人になって復讐してやろうと思っているのでしょう私のような女を騙そうったってダメよお気の毒ですがね 私だってまだそんな役を引き受けるほどおばあさんでもないし不別品にもなっていないつもりですからね。ではあなたは断るのええ。しかしそんなことが何もなかったらあなたは承知するのじゃないしかしそれでは僕が承知できないからね。まあ、オランプ考えてごらん。 僕がもし誰かに頼んである条件のもとにこの300の累金貨をあなたに送ったとしたらあなたはそれを受けるはずじゃない僕はただそれを自分で話しただけのことですよ僕の動機などは尋ねないで受けておきなさいあなたは美人なのだから僕が惚れたって一向努力には当たらないのだからマルゲリートもオランプと同じ地位の女であったが 彼女に初めて会った時にはこんなことは言えなかった僕はマルゲリートを愛していたし他の女の持たないある本能を彼女の中に見ていたのだった僕はこうして取引をしていながら相手のこの女に嫌気がさしていた無論最後には彼女は承知して僕は昼日中彼女の恋人として彼女の家を出たしかしこの六千フランのお礼として 彼女が浴びせかけてくれた恋の言葉や愛舞の思い出が僕にあるわけではないのだ。しかもこれでもこの女のために心情を壊した男たちが世の中にはあるのである。その日から僕は耐えざる迫害をマルゲリートに加えることになった。オランプとマルゲリートとが顔を合わさなくなったことは君にも想像がつくだろう。僕はこの女に。 だのの宝石だのを買っってやった。もちろん博打もやったしこうした女と恋に落ちた男のするあらゆる馬鹿げたことをやったそしてたちまち僕が新しい女に夢中になってることが高い評判になったもちろんポリューダンスも仲間に入ってきたが彼女はとうとう僕がマルゲリートを忘れてしまったように思い込むようになった。マルゲリート自身は、 僕の動機を察していたかそれとも他の人が信じるように信じていたかどうかわからないがとにかく僕が日々に加えていく攻撃に対して完全な威厳を保持していたただ彼女が苦しんでいたらしいことは僕と会うたびにますます青くなりますます悲しそうな顔になっていたことでわかるしかし今や憎悪に変形するほどに彼女を愛し詰めている僕には そうした悲しそうな彼女を見ることが何とも言えず嬉しいのであった時々僕の彼女に対する残忍が言語道断なものになってくるとマルゲリートは哀願するような目つきで僕を見ることがあったがそういう時僕は思わず顔をあからめて彼女に許しを求めたくなるのであったしかしこの後悔もただ瞬間のものだった いつの間にかオランプは自尊心などは捨ててしまっていたしマルゲリートを悩ますに従って僕がいくらでも金を出すことを知ってからはマルゲリートに対する僕の敵意を絶えずかきたてるようにして機会があるたびに彼女の悪行を言うようになった。とうとうマルゲリートはオランプや僕に会うのを恐れて舞踏会にも芝居にも行かなくなった。 すると僕は直接に侮辱を与えない代わりに、女をそそのかして、匿名の手紙を出させたりして、あらゆるお香を触れ回させたものである。実際こうなると僕はもう文字通りに狂人だった。握手に酔いしれた人間のように、頭では何も知らないで手で罪を犯しているのである。しかもこうしたただ中を、 僕は殉教者のような顔をして押し通したのだマルゲリートはというとそうした僕の攻撃に対して無別を含まない落ち着きと高慢でない威厳と思って答えているので僕の目には彼女の方が上手にいるように見えてますます腹を立てたものであるルバン オランプがどこか行ってマルゲリートに会った時その時に限ってマルゲリートが容赦なく彼女をやっつけたので彼女は方法の程で逃げ帰ったことがあるオランプはその時のことを僕に話して僕と一緒であるなしにかかわらず僕の恋人は尊敬してもらわねばならないことをマルゲリートに書いてやってくれと言った僕はもちろん承諾して 即日あらゆる侮辱と残忍とを込めた手紙を書いてやったこれにはさすがの彼女も返事をよこさないではいられなかったのである僕も返事が来るに違いないと思ったから一日うちにいて待っていたと2時ごろにベルが鳴ってプリューダンスが入ってきた僕はわざと無頓着な顔して彼女の LINE を聞いたしかしその日に限って ウェルノ夫人はひどくしんみりした調子で「僕がこちらに帰ってきて以来つまりこの3週間あらゆる機会にマルゲリートをいじめるので彼女もすっかり参ってしまっている」「ことにゆうべのあのさや宛てと今朝の僕の起こった手紙とで彼女はとうとう床についてしまったというのであった」「言い換えれば精神的にも肉体的にも 僕から与えられる苦しみに耐えられなくなったマルゲリートは僕に何の非難も加えないでただいささかの哀れみを求めてきたのだったゴーチェが僕を自分の家から追い出したについては十分な理由があるけれどもそのために僕の愛している女をいじめるというのでは僕も黙っていられないですからね。 僕はプリューダンスに言った。しかしあんたは今とプリューダンスが言った。情けも心もない女にいいようにされてるのですよ。そりゃあんたはあの人に惚れてるのだろうけれど、そのために弱い女をいじめるというのでは理屈が立ちませんからね。ではゴーゼに言って、N 伯爵を僕のところへよこさせてください。それでお互いに五分五分だから。 そんなことのできるマルゲリートでないことはあんたにもよくわかってるじゃないの。まあアルマンドあの人のことはあの人のいいようにさせておいてちょうだい。もしあんたがあの人に会うならばあんたがやってることが恥ずかしくなると思うの。すっかり青くなって咳ばかりして。もうそんなに長くないと思うの。こう言ってプリューダンスは手を差し出してから。とにかく来て。 あの人に会ってみないどんなに喜ぶか知れないわよ。僕は N 氏などには会いたくないです。N 氏はあの人のところにはいませんよ。マルゲリートはあの男には我慢ができないの。マルゲリートがもし僕に会いたいと思うなら、僕の家を知ってるのだから自分から来たらいいでしょう。僕の方ではダンタン街などには足踏みもしませんから。 訪ねてきたらおとなしく会ってやって会いますともきっとあの人やってきますよよこしてくださいあんた今日はお出かけ晩にはずっと家にいますではそう話すわこうしてプリューダンスは帰っていった僕はオランプのところへ今晩行かないことを知らせてやりさえもしなかった彼女のことなどちっとも気にかけていない僕は 一週間に一晩も尋ねないくらいであったおそらくは彼女もある役者を引き入れて自ら慰めていたことだろう「僕は夕飯を食べに出たがすぐ帰ってきた」「そして火がつくとヨセフに出て行ってもいい」と言った「さてこうして待っている間の一種特別の感じはとても君に説明のできないものであったしかし8時近くなるとベルが鳴った」 僕は行って、戸を開けたがある感動のために壁に寄りかかって倒れるのを防いでなければならなかった。幸いにその部屋は薄暗がりだったので僕の顔色の変わったのをはっきり見られないで済んだのだった。マルゲリートが入ってきた。彼女は黒い着物を着てベールをかけていたのでその顔がほとんどわからないほどだったが。 応接間でそのベールをあげたのを見ると大理石のように青白かった「さあアルマンドあなたが会いたいとおっしゃるから私参りましたわ」こう言って顔を両手で覆った彼女はたちまち泣き出してしまった僕は彼女のところに寄っていって「どうしたの?」と低い声で言った涙で声も出ない彼女は 黙って僕の手を握っていたがやがて足を落ち着くと「ねアルマンドあなたは随分私に不親切だったけれど私はあなたに何もしなかったことよ」と言った「何もしない?」僕は苦い微笑を浮かべて答えた「やむを得ない事情でしたことのほかには何もしませんでしたわ」 この時のマルゲリートの顔が僕に何を感じさせたかおそらく君の経験にはないことだろう彼女が最後にここに来た時にも今座っているのと同じ場所に座っていたただその時以来彼女は他の男の丈夫でありその時以来他人の唇が彼女に接吻しているのだしかもなお僕はおそらくはこれまでにも増して 彼女を愛しているのだ。彼女をここに来させた問題について話を始めることは僕には困難であったおそらくマルゲリートもそれに気づいたに違いない彼女は言い続けた「私今日二つのことをお願いしようと思ってお邪魔に上がったの一つは昨日私がオランプにいたことを許してちょうだい」。 もう一つ私がかわいそうだと思って今日までのようなことはよしていただきたいのあなたがそのつもりでなさるのかどうか知りませんけれどあなたがパリに帰っていらして以来私は非常に苦しみましたわこの上最後まで苦しみ続けることは私にはとても耐えられないと思うのあなたはきっと私をかわいそうだと思ってくださるわねそうじゃない 全く人情のない方なら別ですけれどそうでない限り私のような悲しい病人に復讐などをなさるよりももっと立派なことができるはずだと思うのまあ私の手を取ってみてちょうだい私には熱があるのよその私が床こから出てあなたのところへ来たわけは決してお友達になってくださいと言いたいからではないの ただ私に構わないでいてくださいとお願いしたいからなの僕がマルゲリートの手を取ってみると燃えるように熱かった熱い街灯の下で震えているのだ僕は彼女の座っている腕椅子を火のそばに押していったそれではあの時田舎であなたを待っていた僕が パリに探しに来てあのひどい手紙を見た時に僕が苦しまなかったとでもあなたを思っているのかいねマルゲリートあれほど僕が愛しているのになんだって僕を騙すのだいそれはもうアルマンド言わないでちょうだい私はそれを言いに来たのではないのですから私はただ敵としてでなくあなたに会いたかったし もう一度あなたのの手が取りたたたたかかっっらやってきたのあなたにはもう情婦があるじゃありませんか若くて綺麗な人だしあなたも愛していらっしゃるそうじゃないのだから私のことなど忘れて二人で幸福にしていってちょうだいそしてあなたはあなたももろん幸福なのだろうなこれが幸福な女の顔ですかアルマンド 私のの悲ししみをからからうのはよしてちょうだい私がなぜ悲しんでいるのかその落ち着く先がどこなのかは誰よりもあなたが知ってらっしゃるのじゃありませんかしかしそれはあなたの責任だ自ら求めて不幸な身になったのだものいいえあなたそこには私の意思よりも強い事情があったのですもの私が明日のは あなたがおっしゃるような浮気沙汰ではないのですよ。ぜひともそうしなければならない必要があったからですよ。そのわけはいずれそのうちにあなたに分かりますけれど、わかればきっとあなたも許してくださると思うの。なぜ今日そのわけが話せないの話せばまた二人が一緒になるようなことになると思うの。そうすればあなたがきっと、 別れてならない人たちと別れなければならないと思うからそれはダメなのそれは誰のことを言ってるのそれは言えないわではあなたは僕に嘘をついてるんだマルゲリートは立ち上がって戸の方へ行ったこの青ざめた泣いてる女がかつてはオペラコミックで僕を頂点にさせたあの女なのかと思うと 私はただ黙って見ているわけにいかなかった言っちゃいけない僕はその前に立ちはだかって言ったなぜこんなにされても僕はやはりあなたを愛しているのだ行かれては困るんだ明日返そうとおっしゃるのいいえそれはだめ私たちの運命はもう別々よそれをまた結びつけようとしてはいけないの 今はただ私を憎んでいらっしゃるけれどもそのうちにきっと私を軽蔑なさるようになるわ」。いやいやこの女に接して再び愛と欲望との燃え立ってきた僕は叫んだいや僕はもうあらゆることを忘れてしまおうそしてもう一度約束どおり幸福な二人になろう。マルゲリートは疑わしげに頭を振っていった。 私はあなたの奴隷じゃなくって犬じゃなくってあなたのいいようにしてちょうだいさあどうぞ私はあなたのものよ彼女は街灯と帽子等を脱いでソファーの上に投げ出してから急いで着物の前を緩めたこの病気によくある一種の反動から血が頭に上って苦しくなってきたからだった硬い乾いた音の咳が続いて出てきた 御に行ってて車を返してちょうだい彼女がそう言うので僕は自分で降りていって馬車を返した部屋に帰ってみるとマルゲリートは暖炉の前に座っていたがそれでも寒そうに歯をガタガタ言わせていた僕は彼女を抱いてから彼女を動かさないようにして着物を脱がせ氷のように冷たい彼女を寝台に運んで自分の愛部で温めようとした 彼女は何も言わないでただ僕に微笑みかけていたそれは不思議な夜であったマルゲリータはマルゲリータで彼女の全ての生命がその接吻のうちにこもっているかと思えるほどだったし僕は僕で再び他人の手に渡さないために彼女を殺した方がいいのではないかと思ったほど狂気じみた愛を感じた こうした恋がもし1か月も続いたならばそこにはただ心か体かのムクだけが残ることになったであろうこうして二人は夜通しを着ていたマルゲリートは鉛のように青い顔して一言も口をきかない時々大きな涙が頬にこぼれ落ちてダイヤモンドのようにキラキラ光っている 痩せた手を開いて僕をしっかりと抱いてからまたぐたりと寝台の上に倒れるのであるある瞬間の僕はブージバル以来の全てのことを忘れたような気がしてマルゲリートに言った「パリを離れてどこかへ行こうか」い,いえい,いえ彼女はほとんど驚いたような顔をしていった「そんなことをすればいよいよ不幸な私たちになってしまってよ」 私にはもう、あなたを幸福にする力はないけれども。でも、命のある限りは、あなたの自由になるつもりなの。だから、昼でも夜でも、いつでもいいから、あなたの来たい時に、私のところにいらしてちょうだい。しかし、あなたの将来と、私の将来と、この上、結びつけることだけは、よしてちょうだい。あなたも不幸だし、私も不幸になりすぎるから。 でも私だって今しばらくは美しい女で通るかもしれないからあなたはそれだけで満足してそれ以上のものを求めないことにしてちょうだい。彼女が帰っていくと僕は今更のように自分の寂しさを感じた僕は2時間たってもまだ寝台のそばに座ったまま彼女の形を残した枕を見つめながらこの愛と この嫉妬とに挟まれている自分は一体どうなるのだろうと思っていた5時になると僕は何をするつもりともわからないで団体街に出かけたナナンが戸口に出て「奥様を目にかかれませんから」と慌て立ちをしていった「なぜ絵の伯爵がお見えになっててどなたがいらしても入れてはいけないって。 おっしゃっていらっししゃゃていいららますから「全くそうだ」と僕はつぶやいた「すっかり忘れてたよ」「僕は酔っ払いのようになって自分の家に帰ってきたがこの嫉妬の瞬間に僕が何というハレンチを犯そうとしたか君にわかるだろうか」「僕は自分に言ったあの女は俺をおもちゃにしてるのだ」 現に俺は白尺と差し向かいになって昨夜俺に言ったのと同じ言葉をその男にも言ってるに違いない彼女を見てきたのだ。そこで僕は五百フランの紙幣を一枚取り出して次のような手紙を書いた。あんまり急に帰って行かれたのでお払いをするのを忘れていた。これが昨夜の君の代金だ。この手紙を持たせてやると 僕はすぐ迫ってくる後悔を避けようとするかのように外に出て行ったオランプのところに行くと彼女はちょうどおめかしをしているところだったが二人きりになるとわいせつな歌などを歌って僕を慰めた彼女は無知抗顔、無情の点ではあつらい向きの娼婦だったもっともそれは僕だけがそう思うので他人悪いは僕がマルゲリートを無双するように 彼女を無ししたかもしれないとにかく彼女は金をくれろと言ったので言うだけをやって僕はまた家に帰ってきたマルゲリートの返事は来ていなかったその日一日を僕がどんなに悩み暮らしたかは説明の必要がないだろうすると翌朝の9時半になって使いの男がやってきて昨日の僕の手紙と 500フランの紙幣と包んだ封筒を渡した他には何も書いてなかった誰から渡されてきたのだ僕はその男に聞いた女中を連れてブーローニュにお立ちになるご婦人からでした馬車が出てしまうまでは持って行くなというお話で僕はダンタン街に飛んで行った奥様は6時に 「イギリスへお立ちになりました」と門番が言ったこうなっては憎もうにも愛しようにも僕をパリに引き留めておくものは何にもなくなってしまった僕は引き続いてなめた心の激動に疲れてしまっていたちょうど僕の友人に東方の旅に出ようとしているのがあったので一緒に行きたい胸を父に書き送った父はすぐ賛成して 手形だのの紹介状だのを送ってくれたので僕はそれから8日か10日の後にマルセイユで船に乗り込んだのであるあの可憐な女が重体だということを知ったのはちょうど僕がアーレキサンドリアに行った時マルゲリートのうちでちょいちょい顔を合わせたことのある公式会員に会った時だった僕は早速手紙を書いたがそれに対する返事が。 例の君に見せた手紙である僕はそれを通論で受け取った僕はすぐに立って帰ってきたそれ以来のことは君がすでに知っている通りであるそこで君はもうジュリー・デプラーが僕に渡した例の書き物を読んでくれさえすればいいのだ僕の話したことの何よりもいい注釈になるわけだからね 25時々涙さえ流して長い物語に疲れてしまったアルマンドはマルゲリートの首席の書き物を僕に渡すと何か考えるのかそれとも眠ろうとするのか両手を額に当てて目をつぶったそして23分もするとちょっとした物音にも目が覚めるような浅い眠りに落ちたらしく息遣いが早まってきた。 その時に僕が読んだのがこれである。この写しには一字一句の増減もしていない。今日は十二月の十五日。この三四日はどうも具合が悪い。今朝はとうとう寝床から出なかった。天気は暗いし私は悲しい。私のそばには誰もいない。私はただアルマンド。 あなたのことを考えています私がこの文章を書いている時あなたは今どこにいるの遠い遠い遠いところにいらっしゃるのだそうですね。あなたももうマルゲリーと忘れてしまっていらっしゃるでしょうね。でもいいの幸福でいらっしゃい。私の一生のただ一つの幸福だった時期はあなたのおかげだったのですから。 私は自分のしたことをすっかり説明しないでいられないのであなたに手紙を書きました。しかし私のような女の書いたものは死によって性別されない限りあなたは嘘だと思うでしょうね。また実際それが千万元に勝る告白なのですから。今日は病気が悪い。私はこの病気で死ぬのかもしれない。私は いつでも若死に惜しそうな予感を持っていたのだから私の母は肺病で死んだのだし私の生活もその唯一の遺産を増すことにしか役立たなかったのだからしかし私は自分のことをすっかりあなたに話してしまわないうちは死にたくないのそうしておかないとあなたがこちらに帰っていらした時 まだ私のことでお悩みになるかもしれないからこれがその手紙に書いたことです私は自分を弁解する証拠のためにもう一度それを書いておきますアルマンド覚えていらっしゃるでしょうあなたのお父さんご好きになったと聞いたとき二人がブージペルでどんなに驚いた顔私は本当に驚きました その時お父さんとあなたとがどんなお話をなすったかをその晩私にお話になりましたわね。翌日あなたがパリにいらしてお父さんを待っててもお父さんがお帰りにならなかった時ある人がうちに来てジュバル氏からの手紙を渡しました。その手紙をここに同封しますがとにかくその中に非常に定調な言葉で私に対する依頼が書いてあるのです。 明日何かの口実を作ってあなたを外に出しておいてお父さんと私と会ってくれとおっしゃるのですそしてそのことはあなたには黙っておいてくれとおっしゃるのです翌日あなたがパリにいらっしゃることを私がどんなに言い張ったかはあなたのご存知の通りですお父さんがいらしたのはあなたがお出かけになってから1時間も経たない頃でした その時のの時おお父さんんん。厳格なな顔が、私にどんな印象を与えたかは、はここでは申し上げませんとにかくお父様は「昔流の考え方から娼婦というものは情愛も理性もない一種の金作り機械で自分にあらゆるものをくれる手をいつでも機械のように傷つけて情け容赦もなくめちゃめちゃにしてしまうものだと思っていらっしゃるのです」。 私に会わせようと思って随分丁寧なお手紙を下すたお父様でしたが会った時のお父様は決してそうではありませんでした。最初は随分ごつごつした無礼な態度でむしろ脅すような調子なので私もよっぽどあなたのお世話にはならないと言ってここが誰の家だか思い知らせてやろうかと思ったのですがお息子さんに対する真面目な愛情のために 我慢ししていたたのでしたそのうちにジュバル氏も少し落ち着いていらっしゃいましたがそれでもまだくどくどと息子がこの家私のために堕落するのを見てはいられないとかなるほど私は美人だがいくら美人だからといってあんなに金を使わせて青年の前途を謝らせる方はないとかおっしゃるのです。こう言われてて私もあななたの恋人になって以来 あなたに忠実であるために、荒れる犠牲を払って、法外な金をいただかないようにした証拠をお見せしないではいられませんでした。私は、いろいろな七札や物を売り払った受け取りを見せました。借金を払うために、家財道具を手放して、あまり金をかけない生活をする決心も話しました。それから、私たちが幸福であることや。 もっと静かな幸福な生活が送れるようになるわけを話しましたらとうとうお父様も手を差し出して最初の失礼をお詫びになりましたその時お父様のおっしゃるには「そこで奥様これは決して抗議でもないし脅かしてもないただわしがお願いするのだが息子のためにあんたがしてくれた以上の犠牲を」。 わしのためにお願いするわけにゆかないものでしょうかな。こう持ちかけられた時には私も震え上がりました。お父様は私のところに寄ってきて私の両手を取って愛情のこもった声で続けられるのです。ね、いい子だからね私の言うことを誤解してはいけませんよ。ただしかし人間には 時として心を鬼にしてやり遂げなければならないことが起こってくるということを覚えていてもらいたいのです。なるほどあんたはいい人だ。他の女はあんたを軽蔑するかもしれないがあんたの心の立派さにはそういう連中は及びもつかないことがわしにもよく分かった。しかしまた世の中には恋人のほかに家族というものがあり。 恋のほかに義務というものがあり情熱の時代に引き続いて自分の地位を確立しなきゃならない時代が来ることも覚えておいてもらわなきゃならんですわしの息子には財産も何もないがそれでも今母親の遺産をあんたに譲ろうとしているあんたが今払おうとしている犠牲をあの子が受けるならば その代わりにあんたが一生困らないだけのその遺産をあんたに送ろうとするのは妙門や威厳を考えるあの子として当然のことなのだ。しかしこの犠牲をあの子に受けさせるわけにはどうしてもいかない。というのはあんたという人を知らない世間は必ずそれを間違って解釈して我々に耐えられない汚名を着せることになるからじゃ。 アルマンドがあなたを愛しておるかおらないかあんたがあれを愛しているかいないかそのお互いの愛があの子には幸福でありあんたには罪滅ぼしになるかならないかそんなことは世間の誰も考えてみてはくれないでただアルマンド・ディパルはお囲い者と言っては失礼だがまああえてそう言わせていただこうに売り食いをさせたというだけのことじゃ。 そのうちには必ずお互いが避難したり後悔したりする日がやってくるがそうなってはもう別れることもできないその時にあんたはどうされる気かなあんたの若さが失われ息子の未来は壊されているのだしかも父親であるわしは二人の子供の中のたった一人からしか帰り見られないということになるのだが あんた若くて美しいからこれからまだ楽しいこともあるに違いないそれにあんたの心は立派だから良いことをしたという思い出だけで過ぎ去ったことの償いができるだろうと思うしかしこの六ヶ月というものアルマンドはまるでわしのことなどは忘れているわしが死んだってあの子は知らないでいるに違いないなるほどあんたは現に これまでよりも違った生活をしようと決心ししておられるしかしその決心がどれだけ強いにしてもアルマンドとしては金がないために余儀なくさせるそうしたよすて人の生活を育児なく承諾するわけにいかないことも分かりきっている。またあんたの美しさから言ってもそうはさせておけないに違いないのだがその時にどんなことが起こるか。 これがまた見物だって。現にあれが博打をやったことをわしは知っているそれをあの子があんたに隠していたこともわしは知っているしかもそうしてのぼせ上がった挙句長年貯めてきたわしの財産に手をつけて自分の財産はもちろん妹の財産からわしの隠居費まで不意にしてしまうというようなことが起こらないとも言えない。 それにあんたが今見捨てている昔の生活が今後再び懐かしくなるというようなことが決して起こらないとあんたは確信できますかね。さらにあんたが別の男を愛するようになるかもしれないがそうでないという確信があんたにありますかね。他実あの子が夢のような恋事の代わりに何か待望でも起こすようになってきたとき。 この恋のために邪魔をされてるあの子を見てあんたが苦しまないでいられますかねそこのところ一つよく考えておもらい申したいのだあんたは今アルマンドを愛していられる一つその恋をあの子の将来のために犠牲にしてあんたが本当に愛しているということの証拠にしてもらいたいものだがこれまでのところは幸いにまだ何も不幸が起こらなかったが これからきっと思いがけないようなことが起こってくるにちがいないのだ。早い話があるまんのが。マンドがあんたに惚れてる。他の男に嫉妬するかもしれないが、そうすれば差し向き喧嘩になって殺されないとも限らない。その時、あんたを訪ねていったわしにどんな顔してあわれる気かね。最後にもう1つわしがパリに出てきた。両向きを。 しっかり話させてもらいたいたのだが、「実はわしに一人の娘があるのですがそう言ったはなんだがまだ若い美しいまるで天使のような純な娘なのです。この娘がこの頃ある青年に恋をしてそれを一生の夢にしているのだ」ってそのことは全部アルマンドにも手紙で言ってきたのだがあんたに夢中になっているので返事もよこさない。 とにかく娘は今結婚をしようとしている。もちろんその惚れた男と結婚するのだがその先方の家というのがとても立派な家なのでこちらもそれに劣らない立派な家庭であってほしいというわけなのだが実は先方の家の人がアルマンドがパリで送っている生活をどこからか聞いてきてアルマンドが今の生活を送っている限りこの結婚は 見合わせだと言ってきたのですねその娘はあんたに対して何の悪いこともしていない娘なのですよ。幸福な将来を望む権利を持っている娘なのですよ。その娘の将来がただ一つあんたの手に握られているのだ。それを打ち壊す権利があんたのどこにあるのだろう。その力が一体あんたにあるだろうか。あんたの愛とあんたの改心に免じて。 マルゲリート、一つわしの子供を幸せ者にしてやってはくださるまいか。私は自分で幾度となく考えてきたことがお父さんの言葉でいよいよはっきりなったので、ただ黙って泣きました。お父さんの口まで出かかってきて、しかもおいにならなかったお言葉を私は自分に言い聞かせました。 つまり何と言っても私はお囲いのに過ぎない身の上です。私たちの関係をどんなに弁解してみても世間はいつでも私が欲得づくでやっているのだと思っています。私の過去の生活には妄想した未来を夢見る権利は残されていないのです。私は自分の習慣や名声で保証のできない責任を背負いつつあったのです。 私は自分にそう言い聞かせました。簡単に言ってアルマンド、私はあなたを愛したのです。デバル氏のあのお父さんらしいお言葉や、それが私の心の中に呼び起こした純粋な強く。このご老人が私に払ってくださるに違いない敬意。それから将来、あなたが払ってくださるに違いない私への敬意。 そうしたものの全てが一緒になってかつて覚えたことのない一種の誇りを私の心の中に起こさせました。こうして今その息子のために私に懇願しているこの老人がそのうちに自分の娘に向かって不思議な友人として私の名前をそのお祈りに加えることをお命じになることがあるだろうと考えた時私は何だか 自分が別人になったような気がして一種の誇りを感じたのでしたこの瞬間的な有頂天にはあるい私を本当の印象を誇張している点があったかもしれませんがとにかく私はそう感じたのですそしてこの新しい感情があなたと過ごした幸福だった日の思い出を鎮めてくれました。では、 と私は涙を拭って言いました「あなたは私があなたの息子さんを愛したことを信じてくださいますか?」「信じますよ」とジバル氏は言いました「欲得を離れて愛していたことを信じますよ」「私の一生の望みと嫁と罪の許しとこの恋にかけていたことを信じてくださいますか?」言われるまでもなく ではどうぞあなたのお嬢さんをお抱きになるように私を一度お抱きになってくださいまし生まれて初めて受けるこの純潔なキスはきっと私を強くしてくれましょうから一週間のうちには必ず息子さんをあなたのおそばに返します多分一時はお悲しみになるでしょうけれどやがて永久にお直りになるでしょうから見上げた娘さんだ そう言ってお父さんは私の額にキスしてくださいました。その報いは神様がきっとしてくださるに違いないがただわしに心配なのはアルマンドだ。あの子に本当にあんたが思い切れるじゃろうか。ああそれはご安心くださいまし私を憎むように人目にかけますから私はあなたにも。 私にも飛び越せないような垣根を2人の間に作るつもりになったのでした私はポリオダンスに手紙を書いて「N 伯爵の申し込みを承諾するモネ」を言ってありさらに3人で一緒に食事をすることを申し込んでくれと書きましたそしてその手紙を黙ってお父様に渡してパリにいらしたらこれを宛名のところへ届けてくださるように頼みましたお父様が 何と書いてあるのかとお尋ねになりました「息子さんへのお別れ状です」と私は答えましたお父様はもう一度私を抱いてくださいました私はその感謝に満ちた涙が自分の過去の過ちに対する洗礼のように感じられましたそして自分を別の男に与えることを承諾した瞬間この新しい過ちによって 自分は何を償いつつあるのかと思った時私はある誇りで体が熱くなるのを感じました。アルマンド私のしたことに無理はないでしょうあなたがおっしゃったようにあなたのお父様は世間に類のない正直な方ですものジバル氏はバザに帰ってパリにお立ちになりましたしかし何と言っても私は女です。 その後再びあなたにお目にかかったとき私は泣かないでいられませんでした。でも私はそれに負けはしませんでした。私のしていることは正しいかおそらくは死ぬまで離れないこの病床に横たわっている今私が自分に聞いているのはこのことです。お別れの時間が迫ってきたとき私が何を感じていたかはあなたもそばで見ていらっしゃいました。 そこにはもう私を支えてくださるお父様はいらっしゃいませんでした。今後あなたがどんなに私を憎み、どんなに私を軽蔑なさることだろうと思うと、私はぞーっとして、いっそのことすっかりあなたに白状してしまおうかと思った瞬間もありました。あなただって多分お信じにならないだろうと思われる一つのことは、アルマンド。 私が神様に力を与えくださいとと言っって祈ったことですしかも神様が私の捧げた犠牲をお受け入れになった証拠に神様は私の願った力を与えてくださいましたその晩の会食の時にも私はまだ何かの助けを借りないではいられませんでした自分が今しようとしていることを考えては とてもやり通せる勇気がなさそうに思ったからです。マルゲリート・ゴーゼともあろう女が新規な恋人を持つことを考えたくらいでこんなに苦しもうなどと誰が考えるでしょう私はただ全てを忘れたいためばかりにお酒を飲みましたそして翌日目が覚めた時には伯爵のそばにいましたこれが真相の全部です ご推察の上で私を許しください。その日以来あなたが私にお加えになった迫害を私がすべて許しているように。26この恐ろしい夜以来のことはあなたも私同様によくご存知です。しかしあの離別の後に私がどんなに苦しんだかは。 あななたには想像もできないできいしょう私はお父様があなたを連れてお帰りになったことを聞きましたが長く私と離れておられるあなたでないことは分かっていましたシャンゼリゼでお目にかかった時私は多少慌てましたがちっとも驚きはしませんでしたそれからが例の「毎日毎夜」でした 私は日に日に新しい攻撃をあなたから受けました。しかし全てを一種の喜びで私は受けたのでした。あなたがまだ私を愛していらっしゃることがそれでよく分かる上にその迫害が激しければ激しいほどいつか真相が分かった時にあなたの目に私が偉く見えるのだと思ったからです。アルマンド、 私が純教の喜びを知ってると言って驚くには足りません。あなたの私に対する愛がこの崇高な熱情を私に起こさせてくれたのですから。しかし私はたちまちにこんなに強くなったのではありません。私があなたのために犠牲になった時と、あなたが再びパリにおいでになった時との間にはずいぶん長い時間がありました。 その間私が気がいにならないでしかも我と我が身を投げ込んだ渦巻きの中で目をつぶり耳を塞いでいるためにはさまざまな方法を講じなければなりませんでしたプリューダンスがあなたに話したように話しませんでして私はあらゆる宴会舞踏乱チ技騒ぎに出かけましたこうしておれば自殺できるのだと思いましたし それももう長くないことだと思っていたのでした。実際私の健康はただ衰えるばかりでした。十八の夫人に言ってもらってあなたの哀れみをこうた時には私の肉体も精神もすっかり疲れ切っていたのでした。私の愛の最後の証拠をお見せした時あなたが何を私にお報いになったかそれはもう言いません。 一夜の愛を求めるあなたの声に抵抗することができなくてまるで馬鹿のようにこれで過去と現在とが再び結びつくかのように血迷い考えた私がそのためにどんなに怒らされたかそれももう言いませんとにかくアルマンドあなたにはあんなことをなさる権利もあったのです私の一夜などをそんなに高く買ってくれる人は 世間にはいないなのですからねそれからの私はもうあらゆるものを捨てましたオランプがすぐ私に代わって N 伯爵のものになって私が伯爵を捨てた理由を話したそうですちょうどその時 G 伯爵がロンドンにいましたこの人私のような女を恋人にするのをこの上もない慰めにしている人で女に焼かれないから 自然女を憎むようなこともなく人情はないがお金だけはありったけくれるのでいろいろの女ができる人なのです私はすぐこの人のことを思いついてロンドンに行きました伯爵はできるだけ親切に私を歓迎してくれましたがちょうどその時ある社交界の夫人を恋人にしていたので私と一緒なのを見つけられるのを恐れたのです。 彼は私を友人たちに紹介して、私のために会食をしてくれました。そしてその帰りにその友人の一人が私を自分の家に連れて行きました。私の取るべき処置がこのほかにあったでしょうか。この時もし私が自殺すれば幸福なるべきあなたの一生に悲しみの重荷を忘れることになります。しかもすでに死にかけている私が 自殺したとて何の功がありましょう私は魂のない無黒になり物を考えない物質になりました私はただ自動機械のようにしてしばらく暮らした後にまたパリに帰ってきてあなたを探しましたがあなたはもう長い船旅に出られたとのことでしたこうなっては 私をこの世に引き止めておくものは何もなくなりました。私の生存はあなたを知らなかった2年前と同じものになってしまいました。私はまだ公爵との寄りを戻そうとしましたが、公爵はもうすっかり怒っていてダメでした。自分の命が永久でないことを知っているためか、老人というものは短気なものです。 私は日に日に弱っていきました。これまでになく青ざめ痩せて悲しそうです。恋を飼う男たちはあらかじめその品物を検査するものです。パリというところには私よりも健康で青ざめていない女がたくさんいます。私はもう忘れられかけています。これが昨日までの全部です。今私は渋滞です。 「無一物の私は公爵にお金をくれるように」という手紙を書いたところです。債権者どもがやってきて遠慮会釈もなく借用書を突きつけます。公爵が返事をよこすだろうか。「アルマンドあなたはなぜパリにいてくださらないのあなたさえ会いに来てくだされば私はもうそれでたくさんなのに」。 12月20日嫌な天気雨が降ってるのに私は一人ですこの三日間は熱が高くて一時もかけませんでした何の変わったこともありません私は毎日あなたからの手紙を心待ちにしていますが来ません無論永久に来ないでしょう人を許すことができないほど強いのはただ男だけです 公爵は何の返事もくれません。プリュダンスがまた私のものを七に入れ始めました。私は絶えず血を吐いています。あなたがそれをご覧になれたらかわいそうだと思ってくださるに違いありません。私のように氷に閉ざされた冬を胸に置かないで暖かい空の下にいらっしゃるあなたは本当に幸福です。今日私はちょっと起き上がって 窓掛けの間から私にはもう用のないパリの生活を見下ろしました私の知っているいくつかの顔が喜ばしげに無頓着にさっさと過ぎていきます一人として私の窓に目をあげるものはないしかしそれでも二三人の若い人が私を訪ねてきてくれました昔私がまだ病気でない頃に私をよく知らないあなたが 初対面の無礼にもかかわらず毎日私を見舞ってくださったことがありますわねそれから6ヶ月二人は一緒に暮らしました私は女として与えられる限りの愛をあなたに捧げましたしかも今は遠く離れて私を呪っていらっしゃる一言の慰めも聞かしてくださらないのですものしかし私はやはり あなたが私を離れていらっしゃるのは、ただ偶然の機会からで、もしパリにいらっしゃれば、私の病床を離れないでいてくださるあなただと信じています。12月25日医者が毎日物を書いてはいけないと言います。事実、私の思い出は熱を高くするばかりです。しかし、昨日私はありがたい手紙を受け取りました。 そう中に入れてあった物質的な補助にも増してそれに書かれていることが私を元気づけてくれました私が今日この手紙を書けるのはそのためですそれはお父様のお手紙でこう書いてありました背景ただいま貴下五十体のよし伝承つかまつり候小生もしパリにあれば即刻お見舞いつかまつるべく 少子もし当地にあらば、至急恩地に出発、せしむべき所存に相来ども、いかんせん、小生には当地を去りがたき事情これあり。アルマンドまた数百マイルの壁縁にこれあり。わずかに一生停するにとどめ、相浪あしからず、誤解よう下されたく総浪。きか五病がのぎいかばかり小生を苦しめ、総浪や。 まことに必死に尽くしがたく。ただただ即刻、ご本腹のほどせずに祈願まかりありそうろ。小生の親友、越チ氏を差し上げそうろ。ご隠見くだされば公人に存じそうろ。万事は同志に依頼致しおきそうろあご談合の上、しかるべきご返事賜りたく。隠しを御待ち申し上げそうろ。 小生の無限の生意にご信頼下され候よう願い上げ候これがそのお手紙ですお父様は立派な方ですどうぞ十分大切にしてあげてください愛するに値する人はそんなにたくさんいるものではありませんからお父様の署名のあるこの手紙はうちの大先生のどんな処法にもまして 私には聞き目がありました今朝 H 氏が訪ねていらっしゃいましたエッチ氏はディバル氏から頼まれたデリケートな用向きでだいぶ困っていらっしゃる様子でしたがとにかくお父様からの3000フランを私に私にいらしたのです私は最初それをお断りしたかったのですが H 氏はこの金を手始めに 今後私にいるだけのものを送りたいというのがデバル氏の意思だからデバル氏を困らせないために受け取ってくれと言ってお聞きにならないのですそこで私もあなたのお父様からいただく限りただの施しとは思いませんですからいただくことにしました今度あなたがお帰りになった時もし私が死んでいましたらお父様に宛てて書いた 私の手紙をお見せください。お父様から慰めの手紙をいただいたこの哀れな女がその手紙を書きながら感謝の涙に無線でお父様のことを神様に祈ったとお伝えください。1月4日私は恐ろしい4、5日を過ごしました。人間の体が こんなに苦しむことができるものだとはこれまで知りませんでした。おお私の過去よ、私は今その二倍のものを払っているのです。毎晩誰かが来て看護してくれます。私には息もろくろくできないのです。私の貧弱な生存に残っているものはただ昏睡と咳とだけです。 食堂にはお友達から贈られたお菓子だの何だのがいっぱいあります。その中には将来私を丈夫にしようなんて考えている人もあるのですよ。しかし私の今のざまを見れば彼らだって怖くなって逃げていくでしょう。こうした私の見舞い品をポリオダンスが自分の信念の贈り物に送り出しています。雪が溶け始めました。 いい天気が続くようならば、二、三日のうちに外に出てみてもいいと医者が言いました。1月8日昨日は馬車に乗って外に出てみました。麗しいお天気でサンゼリゼは人でいっぱいでした。あらゆるものがまるでお祭りのようです。日の光というものにこれほどの嬉しさと懐かしさと 慰めがこもっているものだとはこれまでかつて知りませんでした私の知人にはほとんどすべて会いましたがみんな幸福そうにそれぞれの楽しみに没頭していましたなんという多くの幸福人が自分の幸福を知らないでいることでしょうオランプも N 伯爵からもらった華奢な馬車で私とそばを通って行きました 意地悪い目で私を睨んでいましたがこの女には私がもうそんなことに平気なのがわからないのです長い以前から知っている美しい青年が私に会いたがっている友人と一緒に食事をしてくれないかと言いました私は悲しい笑いを浮かべて熱で燃えるような手を握らせましたこんなに驚いた顔つきを私はまだ見たことがありません 私は4時に帰ってきましたが夕食が大変美味でしたこれでもしだんだん良くなってくれるのでしたら一晩前までは魂の孤独と病室の影の中で正しいのみを待っていたものが生活の姿を見他人の幸福を見るとまた生きたくなってくるおかしなものですわね1月10日 良くななるかももししれいいという望みも夢でした私はまた寝床に引き戻されて温め公薬で塗りつぶされていますこの体だって売れば昔は随分高く買ってくれたものですが今は一体いくらくれるというでしょう私たちは前世でよほど悪いことをしているか来世でよほど幸福であるか どちらかに違いありませんこの世のすべての苦しみは前世の償いでありすべての悲しみは来世のための試練であるのですから1月12日私はいつも悪い昨日絵の伯爵からお金を少し送ってきましたが私は受け付けませんでしたあの男からは何ももらいたくありません あなたがここにいらっしゃらないのはあの男のためですから。ああ、ブージーベルの頃の楽しかったこと、それが今どこに行ったでしょう。もし私が生きて再びこの部屋を出ることができるならば、二人が一緒に住んだ家に巡礼に行きます。しかしおそらくは死ぬまでここを出られないでしょう。明日もまたお手紙が書けるかしら。 1>, 1月25日。「私はもう11日間眠らないでいます。息苦しいのです。いつも今死ぬか今死ぬかと思っています。医者はペンに触ってはいけないと言います。看護をしているジュリー・デプラーがこの手紙を書かしてくれました。私が死なないうちにあなたがお帰りにならないかしら。これでもう永久に。 私たちのことは終わってしまったのでしょうかあなたがいらしてくだされば私も良くなるような気がしますしかしよくなって何の効がありましょう一月二十八日今朝は大変な物音で目が覚めました私の部屋に寝ていたジョリーが食堂に走ってきました 私は男の人たちの声とそれを遮っている彼女の声とを聞いていました。彼女は泣きながら帰ってきました。私のものを差し押さえに来たのです。私は彼らのいいようにさせるがいいと言いました。知った釣りが帽子をかぶったまま私の部屋に入ってきました。引き出しを開けてあるものをみんな書きつけていきましたが。 同じ部屋の中に法律のお慈悲を被って瀕死の床に横たわっている女のあることにはまるで気づきもしない様子でしたその男は帰っていく前に九日以内ならば訴訟してもいいと言いましたがでも万人を一人残していきました一体私はどうなっていくのでしょうこの事件があってから私はまた悪くなりました リオダンスがあなたのお父様のお友達のところに行ってお金をもらってこようと言いましたが私は行かせませんでした。あなたのお手紙は今朝受け取りました。私はそれが欲しくてたまらなかったのです。私の返事がうまく間に合いますでしょうか。とにかく今日は幸福な日でした。これでこの6週間の日がすっかり忘れられます。 お手紙の悲しい印象に引き込められて、随分悲しい思いでご返事を書きましたけれども、それで少し良くなったような気がします。とにかくいつでも不幸だという人はいないものですわね。もしかしたら死なないのかもしれないと考える時、私はいつでも帰っていらっしゃるあなたを考え、また春を迎える私を考え。 まだ私を愛していらっしゃるあなたを考えて、もう一度去年のような生活を始める二人のことを考えます。私は何というバカでしょう。ほとんどペンを持つにも絶えない手で、こんな無謀な夢を書いているのですもの。どんなことがあろうとも、アルマンド。私はあなたを愛しています。もしあなたの思い出に助けられず、 もう一度会えるかもしれないというかすかな望みを持たなかったならば。私はもうずっと前に死んでいたに違いありません。二月四日。自白尺が帰ってきました。例の丈夫に背かれたのだそうです。その女を非常についていた彼は、非常に悲しんでいます。 私のところに来てそれをすっかり話していきました気の毒なこの人は目下あまりいい経済状態ではないのですが知った釣りに金を払って例の男を追い出してくれましたあなたのことを彼に話しましたら私のことをあなたに話してあげようと約束してくれました私はもう以前彼の上婦であったことを忘れていましたし 彼の方でもそれを忘れさせるように努めてくれました彼はいい友達です公爵からは昨日見舞いの使いが来て今日自分で訪ねてきましたこんな老人がどうして生きているのか私にはわかりません私と一緒に三時間もいましたが口を聞いたのは二十語もないくらいでした私の青い顔を見ては 大きな涙をこぼしていました言うまでもなく死んだ娘のことを思い出して泣いたのですやがてこの人は彼女の死を二度見ることになるのでしょう彼の背は弓のようですし頭は地に届きそうになっていますし目はかすみ唇はしぼんでいます老いと悲しみとが二重にこの老いぼれに重なりかかってきているのです 彼は私を責めませんでした病気のためにへたばっている私を見てひそかに喜んでいるらしくも見えました。彼は自分の足で立っていられるのを誇っているように見えるのにまだ若い私は苦しさに打ちのめされています。また天気が悪くなりました。誰も会いに来てくれません。ジョリーはできるだけの看病してくれます。 プリューダンスはもう以前のように物をくれなくなった私にそろそろ来られないという弁解をし始めました私は今五六人の医者に診てもらっていますが誰も悪くなっていくばかりだと言います私の死ももう近いことでしょうがそうなった今あなたのお父様の言葉に耳を傾けた自分がほとんど悲しくなりますあの時もし あなたの将来の一年間をいただくだけだということが分かっていたならば私はあの年をあなたと一緒に送りたいという望みに抵抗することができなかったでしょう少なくとも一人の友達に手を取られて死ぬことができたでしょう無論二人一緒に今年も暮らしているならば私もこんなに早く死にはしなかったでしょうが ででも全ては神のの御意のままです「2月5日『王アルマンドどうぞいらしてちょうだい』『どうぞ私は苦しい死ぬほど苦しい幽べの私は本当に惨めでした』『なんだか永遠に続く夜のような気がしてこの家以外のどこかで過ごしたくてたまらないのです』『その朝公爵がやってきました』 死に見忘れられたこの老人を見ると、私の死ぬるのが早くなるような気がするのです。燃えるような熱でしたが、みんなに着物を着せてもらって、ボードベルに行きました。ジュリーが紅を少しつけてくれました。そうでなかったら、私は死骸と間違えられたに違いありません。私は、私たちが最初にあったあのボックスを取って、 あの時あなたが座っていらした土間の席を絶えず見つめていました。あいにくそこにはバカらしい男が座って役者がバカげたことを言うたびに大きい声を立てて笑っていましたが家に連れて帰られた時には私は半分死んだようでした。私は週や咳をしたり血を吐いたりしました。今日はもう口を聞くことも手を動かすこともほとんどできません。 我が神、我が神、私は死にます。それを覚悟していない私ではありませんが、私はまだ今の苦しみに勝る苦しみを考えることにはなれないのです。しかも、もし。まだ二三字、マルゲリートの手で書いてあるが、それは判読することもできない。この後はすべてジュリー・デプラーの書いたものである。 2月18日アルマンド様マルゲリートが芝居に行くことをせがんだ日から彼女はただ悪くなる一方でした彼女はもう全く声が出ませんし手足も利かなくなりました彼女がどんなに苦しんだかそれは口では言えませんこの種の感動になれない私はただ驚いているばかりでございました あなたがここにいらしてくださったらと、私はどんなに願ったことでしょう。彼女はほとんど常にうとうとしています。しかしうとうとしていても、落ち着いていても、口のきける限り、いつでもあなたのお名を口にしているのでございます。医者はもう長くないと申します。こんなに悪くなると同時に、あの老公爵は来なくなりました。 とても見ているに耐えないからだと医者に申されたそうでございます。デュ・ウェルノア夫人はちっともよくしてくれません。これまでほとんど全部マルゲリートの金で生活してきたこの女はその上まだマルゲリートから金を引き出そうと思って自分で払いもしない借金の契約をしたのですがこの上もう利用できなくなったことを知ると 尋ねても来なくなりました誰も彼もマルゲリートを見捨てて行きますジー氏は自分の借金の訴訟を起こされてロンドンに帰られました帰る時にまたお金を私たちに送ったりしてできるだけのことをしてくださいましたがまた失達利に差し押さえられました債権者たちはただあらゆるものを売り払うために 彼女の死を待っていいるばかりでございます私は自分の最後の三段をしてそれをやめさせようとしましたが失った釣りの話ではもうだめだそうでございますしこの上まだ別の差し押さえがあるのだそうでございます。どうせ亡くなる人ならばあらゆるものをなくしてしまって彼女の家族に残さない方がいいようにも考えられます。 マルゲリッタはこれまで家族に会いたいと言ったことがありませんし家族の方でもまるで構いつけていないのでございますから死んでいく彼女を囲んでいるこの見かけ倒しの惨めさはとてもあなたには想像もお出来にならないでございましょう昨日の私たちにはまるでお金がございませんでした食器類宝石類から肩掛けの類に至るまでみんな七に入れてありますし その他のものは売ったり差し押さえられたりしています。しかもマルゲリットはまだ自分の周囲のことを意識していますから肉体で苦しむと同時に頭と心とで苦しんでいるのでございます。大きな涙が見る影もなく痩せ青ざめた方に光っております。その衰え方の激しさはあなたが目の当たりご覧になっても とてもあれほどお愛しになった女の顔だとはお気づきにならないほどでございます。もう字が書けなくなった時彼女は私にあなたに書き送る約束をさせました。そして私は彼女の目の前で書いているのでございます。彼女は私の方へ目を向けますがもう見えないのです。迫っている死がもう目を覆っているのです。それでも しかし彼女は微笑を浮かべています。すべての思い、すべての魂があなたに捧げられているのだと私は信じています。戸が開くたびに彼女の目が輝きます。あなたが入っていらしたのだと思うのです。しかしあなたでないことを知って彼女の顔はまた悲しそうな表情にかえります。その顔には冷たい汗がにじみ出ていますし、 頬骨が赤みをおんでいます2月19日進行お気の毒なアルマンドさんなんという今日は悲しい日だったでしょうマルゲリートは今朝窒息しました医者が血を取るとしばらく口が聞けるようになりました医者が僧侶に会うことを勧めました 彼女が「どうぞ」と言いましたので自分で行ってサンロシュのお嬢さんを連れて参ってくれましたその間にマルゲリタは私を寝台に呼んで食器箱を開けさせその中にある一つの帽子とレースで覆った長い肌ギトを刺して弱い声で申しました「私はもう告白が済むとすぐ死にますからね」 そしたらこれを私に着せてちょうだい。これが死んでいく女の水狂よ。こう言ってから私を抱いて涙をこぼしました。そして私は話せるけれど話すと息が詰まるの。息が詰まる。空気をと言い添えました。私は涙にむせんで窓を開けました。そして二三分後に僧侶が入ってきましたので私が迎えに行きました。 僧侶は自分のいる場所を知って悪く待遇されることを恐れる様子でしたから「どうぞ神父さん安心してお入りくださいまし」と申しました彼がその部屋にいたのはごく短い間でしたが出てくると私にこう申されました「あの方は罪人の生活を送られましたがキリスト教徒として死なれますよ」 二三分の後に僧侶は張り付け像を持った合唱団の子供を一人連れて帰ってまいりましたそして二人の前に立っている一人の正規番人が神が死者に望みたもうことを告げ知らせる鐘を鳴らし始めましたやがてその三人はかつては多くの奇怪な言葉が交わされ今は一種の清い幕屋になっているその部屋に入ってきました 私はひざまずきましたそまとき受けた私の印象がいつまで続くかわかりませんがとにかく私の順番が来るまでこれ以上深い印象を残すものがあろうとは考えられません僧侶は短い祈祷を繰り返しながら貧死の女の足と手と額に精油を乗りましたマルゲリータはもうすっかり天国に旅立つ用意をいたしました 神がもし彼女の一生の試練とその死の皇后しさとを見ていてくださるならば彼女が天国に行くことは疑いのないことでございますその後の彼女は口もきかず体も動かしませんでした私は幾度となくもう死んだのではないかと思いましたがまだ苦しそうな息を続けていました2月20日午後5時 全ては終わりましたちょうど2時ごろマルゲリートは最後の苦悩に入りました彼女の走った叫び声からさしてどんな殉教者もこれほどの苦しみはなめなかったような気がいたします23度床の上に起き上がりました神の身元に帰っていく命にしがみつこうとしているような様子でございましたあなたのお名前を口にしたのも 二三度でございました。それからすっかり静かになってぐったりと仰向けにベッドに倒れました無言の涙が彼女の目からこぼれ落ちましたそして彼女は死にました私は彼女に寄って行きました名前を呼んでも返事をいたしませんでしたから目を閉じさせて下に接吻いたしました「哀れなマルゲリート」。 私がもし清い女であったら私のキスであなたを神様に取りなすことができたでしょうに。それから彼女の言葉通りに着物を着せました。私は僧侶に会いに三郎舟に行って彼女のために2本のろうそくを立て1時間ばかり街道の中で祈りました。彼女の残していた金はみんな貧民に起りました。 私には宗教のことはよくわかりませんが、神は必ず私の涙が純潔であり、私の祈りが熱心であり、私の施しに真心があることを知りたもうて、若く美しくて死にながら、しかも私ただ一人に目を閉じてもらい、死を着せてもらった彼女に哀れみを垂れたもうだろうと信じるのでございます。2月22日。 昨日、お葬式が済みましたたくさんのマルゲリートの友達が街道に参りまして中には心から泣いていた人もございました葬列がモンマルトルに向かった時ついていった男の方はただ二人きりでございました一人はそのためにわざわざロンドンから帰ってこられた G 博釈今一人は二人の従者に助けられている公爵でございました 私は今これを彼女の家の中で夕食の宅のそばに悲しげに灯っている火の下で涙に暮れて書いています。丸24時間何もいただかない私のためにナナンが用意してくれた夕食ですが私は手をつける気になれません。ご推察くださいまし。しかし私の生活はこうした悲しい印象に長く関わっていることができません。 私の生活はマルゲリートのと同様に私自身のものではございませんから私が今こうした事件の起こったその場所であなたに送る手紙を書いているのはあなたのお帰りまでに長い月日が経つようですととても今のままの悲しさをお伝えすることができなくなるだろうと思うからでございます。27 読んだかい私が書類を閉じるとアルマンドが聞いた「これが本当なら君は非常に苦しかっただろう僕にもわかるよ父が手紙でそれを証明してくれたよ」「二人でしばらくこの悲しい運命について話して私は多少休息するために家に帰っていった」「アルマンドはまだ悲しんでいたがでもすっかり話して気が休まったためか」 すぐ元気になった。2人は一緒にプリューダンスを訪ねそれからジュリー・デプラーを訪ねたプリューダンスは破産していた彼女の言うところによるとそれはマルゲリートのためであった彼女の病中にプリューダンスは約束手形の形式である額の金を彼女に借りたのだが彼女にはその金が払えないしマルゲリートも その金が返却できない上に借用証もよこしていないので彼女自身債権者になることもできないというのであったディ・ヴェルノ夫人は自分の秘境を弁解するためにこの作り話を至る所へ触れ歩いてそのおかげでアルマンドから一線フランをせしめたのであるむろんアルマンドはそんなことを信じてはいなかったがマルゲリート生前の仲間に敬意を表して 信じたたたふりをしていたのであったそこで私たちは女流ュュネプラのところに行った彼女は自分で見たあの悲しい出来事を話してその友の追憶に真実の涙を流した最後に私たちはマルゲリートの墓に行ったそこではもう4月初めの日の光が木々の小杖を恵まし始めていたそのうちのある日 父親のところに帰っていくアルマンドが「私も一緒に行ってみないか」と誘った私たちは C についてデュバル氏に会ったアルマンド君の話でだいたい想像していた通りの背の高い金言な親切そうな人であった彼は喜びの涙を持ってアルマンドを迎え親しげに私の手を取ってくれた 父親としての感情が彼の心の一切を占めていることを私はすぐに認めたのであった。ブランシュと呼ぶ彼の娘は澄み渡った目と清らかな口と思っていた。それはかつて邪念を抱かずかつて不信を口にしない清らかな心を示すに足るものであった。彼女もまた笑いを浮かべてその兄を迎えたが。 その純潔な若さでは遠い彼方でその名を祈りに加えてもらいたいためばかりに自分の幸福を犠牲にした一人の娼婦のあったことなどはまるで知っていないのである私はしばらくその幸福な家庭の中にいて彼の心を治してくれた人として懇徳なもてなしを受けた私はパリに帰ってきて 話されたた。通りにこの物語を書い何と言われようともこの物語にはただ一つの強みがあるそれはこれが事実だということである私はこの物語からマルゲリートのような全ての女が彼女がした通りのすることをしたという結論を出すものではないどうしてなかなかそんなものではないただ私はそうした女の一人が一生にただ一度 真面目な恋を経験してそのために苦しみそのために死んだことを発見したのである私は自分の知ってるだけのことを読者に話したそれが私の義務である私は決して在合を述べ伝える人ではないしかしいずこの祈りにその恋を聞こうとも気高い悲哀を耳にすれば喜んでそれをこだまするものとなるであろう繰り返して言うが マルゲリのの物語は一つの例外である。しかしこれが例外でないとすればこうして書き残すに足りないのである椿姫終わります。